お待たせしました。トロバンチャンネルライブ配信、本日進行を担当しますのは ABC テレビ高野純一です。どうぞよろしくお願いします。今回のトロバンチャンネルライブ配信は超豪華世界一の二遊間がやってきたスペシャルと題しまして、お二人のゲストをお招きして阪神対ソフトバンクのゲームを見ながらさまざまなトークをしていきます。それでは早速ご紹介しましょう。まずは不屈の男、虎のスピードスター西岡剛さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この部屋に入られて虎のスピードスターという肩書き、自分で突っ込んでました。虎でスピードスターの活躍してないから、ね、でスタッフがちょっとこう焦るみたいな瞬間はありましたけど、盗塁王も取ってないしね、阪神で。いやそうか、取りたかったですか虎で。もちろん、ね、もちろん取る気もまんまになったんだけどね、はい、まあ、力及ばずと及ばずともう3次会の時間、虎のスピードスターブレずに行きますんで、はい、私はそう呼びますんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、そしてもう一方、全米に愛された高野プリンス川崎宗則さん、はい、よろしくお願いします。まさかこんな2人と、はい、こんなお仕事ができるとは、そして YouTube でこんな配信ができるとは思っていませんでした。川崎さん、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。今日は関西弁をちゃんと勉強してきました大きいを何回今まで言ってきたことか剛さんといつも会うたび、はい、タクシー降りたら、ね、タクシー降りたら大きいに、毎度大きいにって言ったら向こうからありがとうありがとう、こっち毎度大きいにってご飯屋さん、お蕎麦屋さん行っても毎度大きいにありがとうありがとう、向こうは全部ありがとうしか言わない嘘かこれ、関西で大きいに使うのは嘘やなこれ。そうや、大丈夫ですか、上手くなってますか関西弁。いやもうずっとイントネーション変やからこの人なんでやねんって言ってみ、なんでやねんいけてるいけてるいけてるでしょ、いけてるいけてる、あのはるばる栃木から、はい、今日はお二人お越しいただきましたんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前回のトラバンチャンネル生配信5月26日に行われたんですけど、この時はそのナイトゲーム交流戦見ながら、はい、こちらに来たのが、掛布雅之さんと岡田彰布さんでした。おお、すごい。そうなんですよ、掛布雅之さんが、西岡選手によろしく伝えてくれた。いやいや、もうこちら掛布さん元気おっしゃってましたんで、もう大好きなの掛布さん。あ、そうなんですか。うん、もうね、2軍に落ちた時に2軍の監督されてたこともあってね、はい、よくお話しする機会もあって、はい、僕が怪我した時も連絡くれたりとかね、はい、本当にね、優しい親父ですよ。はい、なんかこう心に残ってる言葉とかどうです。いや、アキレス腱切った時にね、一番、まあ、いろんな方から連絡もらったんですけど、まあ、掛布さんもその中の一人で、まあ、第一声がもうやめんなよとっていう、まあ、なんか重苦しい空気になりましたけど。いや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 、急に先制パンチすごいの来たなと思って、うん、まだ始まってんのかなこれ。始まってますよ、試合長いからね今日は。まだ試合前ですけど。そうですね、はい、やめんのここでやめるんですか今のトーク。だって僕らまだ現役ですから、はい、やっぱこういう仕事は慣れてないんですよね。慣れてない、はい、ちょっと行き過ぎました今、はい、ちょっとスピードがね、はい、スピードスターだけどそのスピードまだ来てないから。いや、急にフルスイング来たなと思いました。まだ試合始まってないから、ね、まあやめときます、続きにしますと、ね、続きにしようよ、はい、でもまだ試合始まってないんで、あのそれこそ現在のね現役のお二人の話ちょっとお聞きしたいんですけど、栃木ゴールデンブレーブスで、プレーを続けられてますけども、最近のご自身のプレーっていうのはどうなんですか。自画自賛ですよ二人通してね。あ、そうですか。お互いでお互いを褒め合って、あ、二人でこう褒め合うんですよ、はい、そしてテンションを上げて今栃木で切磋琢磨して頑張ってるというそういう状況です。え、川崎さん、現在の西岡選手のプレーぶりはどうですか。この前のセーフティーも渋いのセーフティーバント見てましたよ。セーフティーバントされたんですか。あれはすごかった。初回にセーフティーバチビビり上がったっすよ決めてこんなのまあ見たことない。今までロッテでとかね、いろんなとこでセーフティー見てきましたけど、一番いいの決まっとったっすよこの前、うん、完璧なやつ。缶のペキゾーっていう、ペキゾー缶のペキゾーが出た。ありがとうございます。30代とは思えない言葉ですけど、はい、そうですか。ムネリンのプレーぶりは。ムネリンはね、1試合にね2盗塁するの1試合に2盗塁1試合に2盗塁かまして、はい、お前やるなあいう話してて、まあ、先輩ですけどね次の日すげえな、次の日はもう体バキバキやー言うて、いやあかん今日はもう落ち着けと、試合に出るけどもプレーはちょっと落ち着いて考えてやりなさいよって言ったら OK 強い分かってるっつって、初回いきなりスチールバコン、また走った
2試合で盗塁3個よ。そしたらちょっと張って案の定張りが強すぎる。案の定張ってしまった。なんかお二人で治療し合ってませんでした？そう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 。あれ YouTube だったかな。いや僕のインスタでね。インスタです。はい、拝見しました。宗さんの家にはね、もう伊藤町短波とかね、もういろんな機械がね、はい、もう準備されてるの家の中に、はい、でまあ僕がちょっと体疲れたりしたら、おいちょっと足やってくれっつって、俺はもうソファでバーって寝てるとこ、宗さんが強しここかいい電気が、もうトレーナールームなんですよ僕の家が、うん、はい、トレーナールームなんで、はい、強しに電気流して、そう、はい、へえ、それってもう2人ともいたわってますよ体を。西岡さんはね、あの尊敬する先輩の川崎さんには、うん、結構砕けた言葉遣いで接してるんですか？2人の時はね、まあ、すごい丁寧な敬語を使ってますよ。あ、そうなんだ。なんか話聞いてたら今どっちが喋ってる会話なのかなみたいな気はしたんですけど。いやだからそれだけ器が大きい方だと。川崎さんが。そう。まあアメリカンスタイルですよ。やっぱり。ムエさんなんかあれですよ。栃木の若い20代の選手たちは、はい、What's up ってみんな挨拶するから。What's up ってみんな若い子がね。メジャーリーガーですねみんな。うん、毎日 WhatsApp 言っとけば英語を覚えるからですね、はい、うん、おはようございます、おはようございます、もうなしにして、もうそれだけで、うん、WhatsApp do とかね、WhatsApp baby って、はい、見ながら、そしたらもうみんな毎日最初は皆さん WhatsApp です嫌な WhatsApp なのですよね。じゃ今だからみんな WhatsApp って言って、もう1年終われば WhatsApp 覚えるわけですよ。そうだね、これ胸利英会話さすが。そうですか、さすがです。さあ川崎宗則さん、西岡剛さんとお届けする本日のライブ配信、後ほどですね地上波の放送席ともはいはいおつなぎすることになってますので。放送席誰ですか？解説下柳哲也。最高。下さん、下さん、下さん嬉しい。ちょっと背筋伸びました？いや、ピシッとなりました。いやもうピシッとなりました。下田先輩。そうなんや。わあ嬉しい。下さんは、え、西岡さんは下柳さんとタイガースは入れ替わるかな？被ってないです、被ってないです、ね、被ってないですよね。被ってないですけど、なんか投げた後にグローブをこう叩きつけたシーンしか見てないねちょっと背筋伸びるみたいないやあれはでもね、関本さんと田中修太さん残念でしたね。残念二遊間について一言、うん、川崎さんは、下柳さんは、僕よく下柳さんは対戦してましたね。あ、そうですね、対戦はしたことありますよ。対戦しましたし、はい、そこでよく、もう本当に素晴らしいピッチャーでしたよ、はい、本当に。そうですか。最初の掛け合いはですね、この後もう間もなくですね、あと2分切ってるということで、はい、最初の掛け合いは午後1時57分から10秒ほど地上波放送の直前告知、はい、関西向けの放送、今日この後阪神対ソフトバンクあるんですけども、うん、その地上波放送に向けての告知、ちょっとお二人にしていただく予定なんで、ちょっと今からですね、席から立っていただいて、はい、真ん中に立った状態で、この後臨んでいただきたいんです、はい、オッケー。でも一言ずつですよね。そうですね。ねえ、なんか一言誰に、下さんに、いや、関西の大阪の人が見てるから、関西の皆さん、そうそう、皆さん、皆さん、はい、さっきのリハーサル通りで、はい、わかりました。リハーサルなんかしないよこれ合います？大丈夫ですね、二人で言うところね。大丈夫か。大丈夫です。せーの、川崎宗則です、トラバンチャンネルで喋りまくるでテンション上げて、ね、あ、テンション上げてね、今のの2割増し3割増しぐらいで、オーライ、はい、お願いします。手など、手などもお願いします。で一回じゃあちょっと高野さんにここを呼んでいただいて、はい、あ、わかりました。私が向こうのアナウンサーの手で、はい、振りますんで、はい、西岡さんからお願いしますね、うん、それでは行きます。さらに本日の中継ではスペシャルなお二人が登場します。西岡剛です。川崎宗則です。トラバンチャンネルで喋るでーす。リハでしょ、リハでしょ、リハで、リハですよ、リハ。もうあと1分後に、はい、もうちょっとビシャッと言う、ね、俺はもう試合でしか本領発揮しないからね、ね、いや、ウォーミングアップはウォーミングアップですからね。そうそうそう、はいはいはい、すごいな。今の状況も配信されてます。配信はね、配信はされてます。あらあら、で57分50秒ぐらいでしたっけ。57分45秒、なので45秒からシリュウさんが喋り出す。そうです、はい、30秒前。え、それはでも耳つけてないか。つけてる、つけてる。外しといていいのかな。いや、つけておきましょう。モネさんつけてる。つけてます。
15秒前です。すごいコメントすごく来てます。マジで。後で紹介します。いいねいいね、はい、コメント見てくれてるんですか。4、3、2、1。阪神対ソフトバンクの交流戦、解説は下柳剛さんです。さあ下柳さん、今日のポイントは。やっぱり緊急登板西君の出来ですね。あ、そうですね、はい、大いに期待したいところです。さあそして本日の中継ではスペシャルなこのお二方もご登場します。西岡剛です。川崎宗則です。トラバンチャンネルでしゃべりまくるで。はい、こちらも合わせてどうぞお楽しみに。阪神対ソフトバンク、この後です。ありがとうございます。すごいな。そんな声張った西岡選手初めてでしたけど、だから試合でしか出さないんだから。で配信はこうなお続いていくということで。ああ、配信続いてるんだね。あのね、コメントがもうどうしましょう。来てます、ね、来てます。いいっすね、見てくれてるんですね。とりあえずかっこいいとか大きいとかなんかすごいことになってます。アイドルに対するコメントみたいな、はい、完璧などなどいろいろ、はい、いただいてますんで。完璧な男などいないぞ。初これ質問こんなにもう来てるんですね。いいですか、もう質問いっちゃっても、はい、ではでは皆さんから質問来てますので、紹介していきたいと思います。これどれからいきましょう。西岡さん、川崎さんに質問です。ズバリタイガース佐藤輝明選手は今年何本ホームランを打つと思いますか。これ川崎さんがもう開幕前からかなり注目していたそうで、僕の某テレビ番組で紹介し、はい、させてもらったんですね。その時初めて見た時からすごいなこの選手はと思ってました。何本打つと思いますか。まあ、本当に僕は52本打つと思います。背番号川崎さんの背番号ぐらい打つんですね。はい、はあ、あのキャンプでご覧になって、はい、まず何がうわってなりました。まず顔がいいです。いかつい、目がいい。目がキリッとしても目がいい、顔がいいです。もうそれだけです。そこしか見てない。いやいや、その後にびっくりしたんじゃないんですか。いやいや、まあ、その後はもちろん誰が見たってわかるじゃないですか、はい、そんなのいっぱいいるわけです今までも、はい、いっぱいいるわけ、飛ぶ練習では、はい、でも顔がいいですよ。目がテルテルは本当に言ってます。テルテリーラって言ってます。テルテリーラ、テルテリーラ、テルテリーラって言ってます。ケパーソー、ケパーソーっつって、ラティーノスイング。西岡さんは佐藤輝明選手はご覧になったことは。もちろん。あ、見てます映像でも、はい、まあ、僕は今現役してるんで、はい、まあ、プロ野球のプロ野球ニュースとか、はい、そういうことでしか見ないので、まあ打ってるところばかりしかね、うん、あまり映像として見ないので、はい、何本打ちますかっていう質問ですか。はい、そんなの別に占い師じゃないか分かるわけがない。なんか冷たいのか面白いのか分からない答え。いやいやいや、分かりますか。え、何本打てるか分かり見えますか。僕はもうそりゃただのアナウンサーですから僕には分かりません。僕には分かりません。今14本です。あ、今14本、ね、はい、でも30本ぐらい打てるスキルはありますよね1年目から。はい、今が50試合超えてるぐらいですから、まあまあ3倍は大げさですけども、そしたらもう30本優に行くぐらいのペースなんですよ今。はい、まあまあまあ、ここからね、まだ夏という暑い時期が入ってきますからね。あ、まあその時に体の体重も落ちてくるだろうし、はい、そこでしっかりと飯を食ってね、お肉を食べて、はい、魚も食べて、野菜も食べてほしいなと。でビタミンをしっかり取ることによってホームランが2本ぐらい増えるという、おお、そういうシステムになってるので。はい。はい、僕はあ、先頭出ました。いいですね。今日誰ですか先頭は。ソフトバンクは、あ、三森、三森さん、いいです、ね、川崎選手、三森選手はご存知ですか。知ってますよ、彼が1年目の時一緒にやってるんで。あ、すごいいい選手ですよ。足速い、バッティングもいい、守備も今どこのセカンドもファーストも外野も守ってるし、へ、ものすごいいい選手ですよ。ソフトバンク周東選手ね、ずっと固定されてたんですけど、ちょっとあんま数字上がってこなくて、はい、なんでこの三森君と、あと牧原君で今怪我したんですけど ね、マッキーが頑張ってました。ちょっと怪我しちゃったんですけど、はい、まあ、代わりに三森君来たんですけど、もう何も層が厚いんで、はい、いい選手がどんどんいるので。反則よ、もうソフトバンクは。いや、本当よく出てきますよね。ただなんかタイガースも最近
もう若い選手ばっかり出てきてて、ああもう最高よ。西純也、はい、今日先発いいピッチャーですよ。でも緊急登板ですよね。はい、あのガンケル投手が予告先発だったんですけど、喉の痛みなど訴えたということで。あら、そうなんですよ。ただ検査はして、新型コロナウイルスは陰性だったそうなんですけどね。緊急登板です。西純也が出てきてて、及川っていう、ね、バントナイスバントだよね。一番難しいよ。昨日もうまいバントあったの。あと1、2塁で今宮健太は本当にやっぱりソフトバンク応援します。こうやって見せたらそうですね。やっぱり知ってる後輩たちがいっぱいいるんで、はい、うん、応援して勝手に応援してしまいます。好きですね、はい、ホークスは。やっぱりね、もう西岡さん今日しっかりタイガース応援してください。うん、全選手応援してますよ僕は。全選手、全選手 NPB、はい、全選手を応援してる。はい、うん、素晴らしい。ワンアウト二塁になりました。ソフトバンクチャンスですけども、いいバッターですよね、この栗原君もね。ナイスバッター。やっぱ2人普段あんまり現役選手だからプロ野球見られてないから、うん、めっちゃ見ますね、ちゃんと、うんうん、もうそれでいいんじゃないの今日は。この間もう掛布さんと岡田彰布さんも喋りまくって試合ほとんど見てなかったって話聞いたんで。いいですね、僕は野球好きだからね。見ちゃう、うん、栗原いい選手ですか。いい選手でも今の初球の入り方完璧ですね。このチェンジアップかフォークか、でもこれを振ってきてるっていうのが怖さあるからね。初球からこういうボールを振れるから、うん、ソフトバンクの作戦としては超積極的じゃなくて超積極的っていうやつがあるんですよ。本当に言ってます。本当ですよ。他のチーム多分阪神も他の巨人も超積極的じゃないですか、うん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 、作戦が超積極的っていうのがあるんです。それがソフトバンクの打線なんです。なるほど。3つ超が、はい、3つの超、3つの超、超いつからですか。もう僕が2017年帰ってきた時に思いました。バッティングコーチが作戦で超積極的ってバッティングコーチは言うんですよ。超いい感じじゃなくて、いやいい感じじゃない、それ懐かしいよね。すぐモーニング娘。わあ懐かしいです。世代的に知らんやろな今の子たちは。モーニング娘知らんやろな。今投げてる今の子たちは坂ですよ。坂シリーズでしょ。乃木坂、坂シリーズね、乃木坂、はい、うん、まさかと赤坂、まさか、まさか入れました。まさか入れてきた。まさか入りましたよ。下り坂とかね、下り坂今後かな、そろそろ、ちょっとこうベテランのねこうアイドルたちの下り坂っていうアイドルグループで30代後半からの下り坂あるんです。これは思い、これ聞いてる人やマジで作ろうか。ちょっと目覚めてきたぞ。今ですか。ああ早いだ、まだ、長いぞ野球は。今日の両チームのキーマンを教えてください、うん、ということです。でも我々あんまスタメンとかも、うん、スタメンギリギリ打ち合わせとかしたので、まあ僕がじゃあ言いましょう、はい、キーマンは僕やっぱこれ西君ですよ。阪神に限っては、はい、もう先発ピッチャー西君もう緊急登板ってことでもう急に決まったんですよ、はい、多分今日の朝ぐらいに連絡来たと思います。寮長、寮起こされて寮長がおい西っつって、すごいですよね、うん、まあ、何ですかお前今日先発や、マジっすか、マジか、っていう感じで慌てて、でも案外こういう時っていいピッチングできる可能性があるんですよ、ね、あるよね。何も準備してない方時の方が、うん、だから阪神は西君です。でホークスで言うとね、はい、今日は本当に工藤監督、監督、はい、工藤さん、はい、工藤さんがこう今日どういう攻め方するで、もう初回からこれ西君1点取りに来てるでしょ。もうさ珍しいですよね、うん、プロ野球でちょっと珍しいですね。だから今日はかなり先に点を仕掛けてきてるんで、はい、工藤監督の采配が効いてくると思います。スタメン出てます西岡さん。じゃあ西対工藤監督です。西対工藤監督、うん、すっごい年の差ほらうまいね、言ったでしょ初球から来たから。栗原ヒット、これはね、工藤監督がね、はい、今日ピッチャー和田さんでしょ、はい、まだ分 3点以内に抑えるだろうと、はい、とりあえず先制点を取れば、まあ、あの和田さんもしっかりとどっしりと投げれるという、はい、その作戦でしっかりとその選手が結果を残したと。完璧、この栗原君。これソフトバンク1回送りバントって川崎さんたまにありますか。たまにもうこの試合大事っていうこの1点差取りたいって時はやりますね。じゃあソフトバンク今日大事って本当に。そうですね、工藤監督思ってたんだ。今日の試合大事と思ってるわけです。はただやっぱり今の栗原のヒットもそうです。初球のやっぱスイングフォークをやっぱ振っていってるからこそ、はい、あのフォークが悪くはないんですよ。そんなめちゃくちゃ甘い球ではないんですけどしっかりヒットになるんで、その超積極的が効いてます。来ちゃった。これ見てください、ほら
柳田も一回振ってどれどれとほぐして腹のいいね、このサングラスがいいね、ちょっとタティス最近このサングラス増えてきましたよね。うわ、まあさすがいいよ梅ちゃん、めっちゃいいよ、そういうことなんですけど、いい当たりですけど、いやいい球なんですよ、これでいいんですよ。ストレート続けました、もちろんまっすぐ空振りしたじゃないですか、はい、次変化球でいったらもうダメなんですよ、梅ちゃんよく分かってるです、でもまあ確かに逆球ね、ちょっとこう甘い球いったかもしれないですけど、はい、ちょっと遅れてますもんね、ギータ差し込まれてるんで、これ梅ちゃんの勝ちです。今のギータは変化球のイメージがあったってことですか。いや、イメージ狂いちゃうかと思ってるんですよ、あとで、あっでど真ん中でまっすぐかと思ってちょっと遅れてるでしょ、うん、ちょい詰まってるもんね、うん、だから変化球じゃねえかなって思ってるから、はい、ちょっと遅れただけなので、梅ちゃん勝ちっす。いやーちょっと梅ちゃんすごい、もうなんか全国ネットの野球中継みたいな解説になってますよ。いやいや、でもこれ次この正雄君、これまず初球から来るぞ、はい、でも狙ってるからね、超うん、いいよ、もうすごいでしょ、ファーストストライクの、スイングの仕方がこれぐらいいかないとね、パ・リーグはこれが積極的だからね、そうこれでいかないと、パ・リーグのピッチャーもそうだし、セ・リーグのピッチャーもそうなんですけど、いいピッチャーはもうワンストライク目からいかないともう間に合わないです。大体みんなまっすぐファーストストライク見逃して、2球目振りに行ってファール打って2ストライク追い込まれてしんどくなる、ナイスバッティング、もうこういうふうになるんですよね、初球からいくと確率の問題ね、確率が上がるってこと、そうそう、打てない時ももちろんありますから、うん、バッティングは、本当にいい解説じゃないすごいですね、しかもその通り、その通り打ってるから、ソフトバンク打線が、ね、本当どうやってんのこれでも俺はいつも家でご飯食べるから、はい、一緒に一緒に、はい、その時栃木でね、はい、試合を試合中継見ながらダゾーンを見ながらで一曲一曲変えながら一試合一試合変えながら見てるから、その時いつもあこれ次打つなとか、あ次変化球から入ったらこれいかれるなとか、88% ぐらいで当たりますね。でもやっぱ NPB の試合見ると勉強になる、うん、うまい野球がやっぱ、ね、この人たち12球団やっぱ来てる、うん、うまい野球のうまい人たちが鍛えられてこのとこ来てるからもう勉強になるんですよ。これ中村選手これいいバッターですよ、これ大好き、めちゃくちゃいいバッターですね、ナイス、これまた止まるから初球ボールから入っても、うん、こういう得点圏はね、中村さんの場合、明の場合はいろいろ考えてますよ、狙い球がかなり狙い球を変えてきてるんで、超積極的と思いきやそこではないというまたこのバランス、はい、西君頑張れ、はい、ナイスブロック、梅ちゃんこういうブロックを褒めてあげないといけないので、ベンチから声出てるかな井上コーチ鹿児島の大先輩、ナイストップって、ナイストップって矢野さんも言ってるか、言ってる言ってる、矢野さんも首脳陣なんですか、言うのは当然首脳陣が盛り上げないと、選手が喜ぶんだから、選手に声出させてるようじゃダメですよ、首脳陣が何のためにいると思う、あそこのベンチ選手と一緒に戦うんだ、ダイソーで行くの、代打で行くの、行かないじゃないですか、はい、じゃ必要ないでしょ、違う、そしたら何かとムード作りですよ、ムードメーカーは首脳陣がしてくんないと、空気を作ってくれないといけない、それが仕事、そのために給料もらってるんですか、変化球いかないとまっすぐ危ないよ、ほらね、おおし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 、分かってる梅ちゃんもほら、うん、変化球3つ、うん、そうですね、変化球3つだから、まあ梅ちゃんも2球の間に、あっ、アキラが変化球を狙ってるという、あまっすぐを狙ってるのは分かってるわけですよ、はい、キャッチャーが、はい、いやー、うわー、西君頑張れ、西岡選手一緒にやったのは梅野選手もそうだし、大山選手、北条君もね、北条か、今日のスタメンではそうか、おー今の球なんだろうね、スプリット、いやいや、まっすぐ、まっすぐは、うん、でもツーツーからスプリットでしょ、あ本当だね、まっすぐでもなんか変なのだったね、まあ、なんか引っかかってますよね、っかかっやっぱツーシームだね、あーツーシームあるんだね、うん、中村君引っ張りにいってるね、いいよこれツーボールツーストライク、これ引っ張りに行ったと見せかけて拾ったりするからね、このバッターはツーストライクからね、ちょっといろいろ変えますよ、うん、打ち方ツースリーにちょっとポイント近くして、押すか、まっすぐでこういう風にしてファールでね、どん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 、今のな投げる前になんで分かったんですか、西岡さん、まっすぐかって、うん、占い師だからさっき占い師ちゃうわ、さっき否定してた実は占い師だから分かるから、未来から来たからね
分かるんですねやっぱり、うん、キャッチャー構えて分かるんですね。でもこのでも次の球っていうのはいろんな球種があるよ、まっすぐもあるしフォークもあるしいろんな球種を考える、まあ、ここで何を埋めのが、ね、何を選ぶかですけど、まあ、外構えたらまっすぐでしょ、うん、まっすぐ、うん、あ変化球だカーブ、まあ、でもこの次の球がもう次ランナースタートするから、はい、さあ 2-3 内野も外野もファーボールも出したくないからね、はい、まあ、緊急登板だからまっすぐ投げさせたいんだけど、まあ、リスクはあるよねまっすぐだと。これまではこういう時にストレートを投げてる印象が、うん、ここでフォーク投げれたら強いけどね、うん、一回首振りましたか ね。ああフォークだー、まあ、読んでたね、バッター読んでたね。いいよいいよ西君頑張れ。いやいいボールよ今のは。いいボールよ今のあたりが今の西君めっちゃいいボール。バッターがよく見た今のは。明君福さん走ってる重たいねだんだんやっぱね重たくなってきた。いやでもいいボールだった西君の今の。そうか、でもまだ1点しか取られてないから開き直らないと。その通りその通り。次が昨日ホームラン2本海選手、うん、調子いいよね昨夜今年は。やっぱねキャッチャーがねバッティング調子いい時って配球も冴えてくるからね。いやこれ本当にもうそうなるとチームにとってやっぱりいいわけですね、うん、これ今もう内野手ビクビクしてるよ本当よ。あプレッシャーあるよ。だってメディアとかさ、うん、記事でさ、はいはい、エラーばっかりフォーカスしてるから、まあまあ、あれは良くないよ。もうエラーなんかするんだから、はい、何もそんなしょうもないことチク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 って、ね、数を言ってしまうんですよ、うん、誰が悪いのだそれは、誰だろう自分はもう今日じゃ極力言わないようにします、okay. はいね、リーグ6位とか言わなくていいわけですね。そう、ね、そういうこと、はい、ちょっとこうなってくるとキャッチャーの梅の時には、うん、あ何に投げさそうかなってすごい迷ってると思うよ、うん、梅ちゃんがね。ただこういう試合はね西君これ乗り切ればね、うん、結構 2回からグーッといけるからね、はい、ここ本当にここ本当勝負どこ、ここポイントピンこれそんなあった、あったあった、そんなありました、ね、ピンピン鷹の目虎の目虎の目ウィーンここにも山場だと、山場の山場はい虎の目バーン何にも出ない、何も出ない、何にも出てこない。トラバンちゃんさすがトラバンいいよ何の反応もできない。これもう変えよう、胸強番に変えよう胸強番の立ち上がり。ちょっと番組作ろうかじゃあ変化球2回続けてね、うん、はい、まあ一応変化球見たっすからね。海君もまっすぐしか待ってない。もちろんもちろんだから、うん、まっすぐで待ってるから変化球で1球カウント取りたいよね、うん、整えたい。あまっすぐいった。よし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 、今ちょっとねバッターからすると高いって感じてるから高かったね、はい、いいよ。でも梅野のキャッチングでカバー。あー和田さんは何歳ですか。41歳、僕の一つです。あ1個上か、はい、和田剛先輩は本当、はい、すごいですよ、うん、もう体幹ばっかりやってるんでしょ。トレーニングは本当よく走る、うん、その走るトレーニングをちょっと今年はもう減らしたっていうか、減らしても普通の人からしたら走ってるんだけど、いろいろ考えてトレーニングしてますよ。うーん、いやー今日は素晴らしく長い。あかーん抜かれた。まあ大丈夫大丈夫、まだ初回だから。この送球が、うん、なんとか止めましたけど、まっすぐ一本釣り。あどうしたの、テンション下がってんじゃん。いやいやいや、まあ、やっぱタイガースファンなの。いやいや、タイガース応援してますよ、そりゃ、ね、俺も応援してるよ、めっちゃそう、うん、今日ひょっとしたら2人にも狙ってますから我々。持って帰るわ持って帰ってくれるんですか、ハッピー。うわー川崎さん、このポイントでやっぱ回打ちましたよ。その通り、ね、打ちましたね。ねえ、いや西君は本当にここでまだ諦めちゃいけない、野手ちょっと声かけてあげて、うん、そうそう大丈夫だよ西って言ってあげてほしいです。大山君あたりがね、とあの誰がいるかな、中野君はルーキー、北条君、ね、うん、北条君と、はい、あの大山君がちょっと一呼吸を置いて、あんまり集中しすぎるなと、集中散らせと
ね、こうあんまりバッターばっか迎えに行かず、マッチよし、しとけ。これはキャッチャー取れるかな、梅野。いやー難しいよ、この。うまい、キャッチ。うまい、梅ちゃんナイスプレー。梅ちゃん今ナイスプレー。なんとか3アウトになりました。ソフトバンク3点。まもなく地上波との掛け合いがありますので。あ、そうですか、はいはい、よろしくお願いします。はい、向こうから質問が来るんですね。いや5時間コースか、はい、素晴らしい日に来た。トラバンチャンネルの皆さん、はい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 、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。川崎宗則さんと、そして西岡剛さんということなんですけれども、お二方は西岡さん現在独立リーグの栃木で一緒にプレーされてるんですね。はい、そうです。ということは入閣組むのはそれこそ日本代表の時以来ぐらいの感じですよね。はい、そうなんですよ。うわ、でも次の日体バッキバキになってますからね。はい、西岡さんが改めて川崎さん、はい、まあ、年齢で言うと、ね、先輩になりますけど、プレーどうなんですか。もう本当にね、もう練習からもう朝からもう元気が良すぎて、そのパワーを僕がいただいて、はい、本当に背中を見て引っ張られてる感じですよ。はい、川崎さん、はい、西岡さんのプレーぶりいかがですか。いや、剛はね、まだ元気ですよ。早いです、足も速いし、はい、セーフティーバントもこの前すっごいの決めましたんで、まだまだプレーとしてはね、冴え渡ってますよ。ね、野球人心を今日はたっぷり語っていただきたいんですが、はい、お二方放送席は下柳剛さんがいらっしゃいまして、はい、ご無沙汰します。ご無沙汰、ご無沙汰、剛。下さん元気ですか。なんとか元気。わ、相変わらずやっぱハンサムっすね。ありがとう。またなんで笑ってんねん、そこのスタッフ。いやいやいや、スタッフは笑ってますよ。お笑いしてますけど、下さん大好きですよ。ありがとう、はい、川崎さんと下柳さん、はい、ホークスはチームメイトっていう時代はなかったけど、そうです、ないです。対決は結構ありますよね。はい、ありました。忘れもしないのが、福岡ドームでヒットかなんかで一塁出て、胸に走んなよって目の前で言ったら、すいません走りますって初球で走りましたから。あった、志望さんがね、走るなよって言った瞬間、あ、これ 100% 牽制ないなと思ってしまった。よろしくお願いします。あったね、いろいろと、はい、本当にいい楽しい勝負をさせてもらいましたからね、というような、あ、なかなか聞けないような裏話も含め、それから、まあ、今の阪神やソフトバンクの状況も YouTube チャンネルでどうぞたっぷりお二方お話よろしくお願いします。はい、お願いします。また後ほど、お願いします。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、疲れました。YouTube 流れてるからね。 YouTube 配信です。はい、というわけで、ちゃん、もう大好きよこの選手。はい、1回の裏始まりましたけど、オーライ、ナイススイング、グッスイン、すごいな、いいよ。ちょっとハッピーの話私ちょっとしましたけど、はい、大変恐縮な話なんですけどね、このライブ配信中に、うん、トラバンチャンネルの登録者数が1000人増えたら、今何人でしたっけ、今18万人、17万9300人なんですけど、このライブ配信中にさらに1000人を超えたら、1000人追加したら、はい、ぜひともですね、お二人にもハッピーとか来てもらえたらなと思っておりまして、ちょっと 何が得あるんですか、僕ら。1000人増えたらハッピーに仕立てられる、何が得あるの。あんまり理論的じゃないなと思いながら私も台本読みましたけど、はい、1000人増えたらぜひともこちらの発表ね、はい、トラバンチャンネルありがとうございますって感じで。ああ、そうですか、わかりました。もし1000人いかなかったら、1000人増えなかったら、まあ、その発表、はい、視聴者の皆さんにプレゼント、ぜひサインも書いてください、その際には。はい、というわけでですね、皆さんにもチャンネル登録をお願いしたいと思います。はい、チャンネル登録者数が増えればお二人の貴重なトラバン発表姿が見られるということで、それを出しり、チャンネル登録者数増やしたいと思ってますんで、トラバンチャンネルを YouTube で検索していただき、こちらのボタンって言ったらいいの、こちらのボタンをクリックしていただいたら、簡単にどれだ、出るか、チャンネル登録のボタンをクリックしていただけますとチャンネル登録になりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録は無料です。チャンネル登録していただけますと、新しい動画が配信された際に登録者の皆さんにお知らせをしてくれます。トラバンチャンネルでは試合のダイジェストや阪神タイガースに関するさまざまな動画を配信していますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみください。そして本日のトラバンチャンネルライブ配信では、お二人が視聴者からの質問に答え続ける質問千本ノックというコーナーも行う予定です。
お二人に聞きたいこと、相談したいことをコメント欄までどんどんよろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッターでも募集していますので、どしどしお願いいたします。はい、どんどん来てます。はい、剛さんかっこいい。1万人見てる。もう1万人見てる、1万人が YouTube 見てくれてるんですか。そうなんですよ。あ、1万人、こんにちは西岡剛です。胸に阪神来て。おお、阪神。西岡さんプロ復帰してよ。いろいろ来てます。プロ復帰。イケメン誰が、どっちだ。イケメンだけなんでわからない。2人ともイケメン。お、高野さんじゃないか。高野さんじゃない高野さんではない。高野さん、はい。いろんな質問来てますけども、今日の先発和田投手のエピソードを聞きたいです。川崎さん、エピソード、はい、何ありますか。エピソード何ありますか。和田さん、和田剛さんの何聞きたいでしょうか。さっきね、体幹が強いというお話もいただきましたけども、体幹は強いですけど、今見て141キロ、142、40歳になって146、はい、球速くなってるっていうんですから、この進化がすごいですよ。 もともと和田さんホークスね、僕入団してから138とか136とかいうピッチャーだったんですよ。そうだね。それがやっぱ146出るようになるんですから、飽くなき向上心、剛さんの、和田さんの。もういっぱい対戦したよ、ロッテの時に。向上心がすごいんですよ。今も44だからね。今出てよ、44出てるわけでしょ。144キロ、うん、本当にね、すごいですよ。和田さんは甲子園が2007年以来のマウンドですって。へえ、14年ぶり。14年ぶり、すごい。もともと甲子園でね、出ましたからね、高校の時に、はい、浜松商業、浜田高校で出てましたんで。西岡さんはその対戦してての和田投手の印象っていうのはどうですか。うん、もうね、コントロールがめちゃくちゃいいんですよ。もうインコース、アウトコースっていう、もう確実にそのキャッチャーミットめがけたところに投げてくるから、うん、逆にバッターとしては張りやすいんですよね。僕はよく対戦させていただきました。もう今の球もこれどっちでもいい球ですからね。これ今ストライクって取ったらバッターは怒るし、ボールって言われたらピッチャーはへこむし、うん、まあ、現実ボールですけど。あ、そうなんや。はい、でもめちゃくちゃナイスボールです。さすがです。さすがです、和田さん。そうか、コントロールいて張りやすい部分もあるんですね。もちろん。ってことはよく打ったんですか、西岡さんは。と思います。そうね、あんまりだからこうやってさっきみたいにあんまりこう帰る姿とか見せたりすると、審判もうんって、そんなの待て待て待てって、俺がジャッジすると、文句言っていいのは監督だけだと、うん、頼むぜってことをアンパイアが思うわけですよ。このあたりね、うん、こういうとこね、ここで3人で終わらないことが阪神にとっては一つのきっかけになる、ね、なんとか何でもいいから、ね、うん、次の大山君に5回ぐらいまでだらだら行ってしまうよね、うん、ちょっと進んでしまいそうだから、ね、西岡さん、マルテが今シーズンこういうところで粘ったりね、うん、フォアボール選んだり、あの選球眼もめちゃくちゃいいし、いいバッターですよ。去年でもああいう形でね、1年終えてよくタイガースがね、もう1年契約して、さすが見る目があるスカウト人たちが阪神にはいるなと、うん、痛感しましたよ。痛感しましたか。はい、ただここはマルテライトフライで3人でタイガースは攻撃を終了しました。まあまあまあ、まだ初回だから、うん、そんな慌てることもない。はい、さあ続いてですね、うん、こちらでトークテーマ用意してます、川崎宗則さん、西岡剛さんをお招きしてお届けする今回のトラバンチャンネルライブ配信、まずはこちらのコーナーに参りましょう。題して世界一の二遊間てっぺんトークというわけでいきたいと思います。全然盛り上がってないで。拍手3人4人、出演者合わせて5人拍手、はい、ありがとうございます。はい、日本一そして世界一を経験し頂点を知るお二人には、さまざまなテーマに対する鉄板トークならぬてっぺんトークをお話ししていただきたいと思います。最初のテーマはこちら。あ、懐かしいなこの二人の。阪神、シンプルですね。阪神、16年ぶりの優勝へ向けて現在セ・リーグの首位を走る阪神、西岡さんにとっては2013年から2018年まで所属した古巣、川崎さんにとっては交流戦や日本シリーズで戦った相手、これからお二人には阪神が今シーズンセ・リーグの頂点になるために必要なさまざまなことをお話ししていただきたいと思います。はい、というわけでちょっとね、うん、絶好調なんですよ、西岡さん。何がですか。タイガースが今シーズン絶好調って今何月ですか。
6月。6月ですね、はい、シーズン1の何月ですか。10月。まだ半分以上ありますね。え、でもこれだけ勝ってるんですよ、はい、勝ち越し15かな今、はい、貯金15、すごい、すごいですよ。なんですか、引き締めろってことですか、それは。うん、うん、もうこのまま楽しく野球をやりなさいと、はい、もう矢野監督が空気を、そういう空気を作ってるんだから、はい、それに選手はもう矢野監督の考えてる思考、はい、楽しむ、盛り上げる、チームとして勝負として勝ちに行くという気持ちをね、選手に浸透していってるんだから、はい、もう今は若手、外国人、ベテランがもうね、一つになって戦ってるチームに感じるから、はい、今年はでも本当に期待できると思いますよ。ただね、ここのこの今日の試合、はい、ここまで1勝1敗で今日3戦目ですか、はい、ここでね、これは日本シリーズの戦いになればいいなというふうに見てるんで、うん、それはもうソフトバンクも意識してるだろうし、はい、阪神としてもそのぐらいの気持ちで戦っとかないと、はい、このゲームっていうのはすごく大事ですよ。そうか、はい、これがだから半年後に頂上決戦になれば可能性あるわけですよね、はい、なってほしいですよね。うわ、読売巨人軍が勝てないのであれば、そうでしょう、我が阪神タイガースがソフトバンクを倒そうじゃないかと、はい、8連敗中ですから日本シリーズ。そうでしょう、はい、それはもう阪神タイガースがもう虎のあの歯でも噛みちぎるしかない鷹を鷹をね、ああ川崎さんどうですか、はい、うん、タイガース絶好調です。いいと思いますよ、最高、はい、嬉しいですよ。貯金15でしょ、はい、いい戦い方してますよ。なんかこう何がいいなとかちょっと違うななんていうのは感じます？ソフトバンク OB からして。あの、違うなってことは感じないですよ。強い、うん、いいチームなんですよ。でも巨人のバランスと、はい、他の球団もいろんなことがありましたよね。外国人が遅れたり、はい、その中でやっぱり阪神が一番いいコンディションの状態だったと僕は思うんですよ、うん、実際現実問題なので今の状態はいいんですけど、これからやっぱりそういろんなチーム補強してくるし、夏場以降が大事になってきますけど、今はこの今現時点だったらもう素晴らしいんですよ。100点じゃないですか。うーん、そして、まあ、なんといってもテルテルが入ってきたり、はいはい、そのことのおかげでみんなそのテルテルの方に行くじゃないですか、はい、あのみんな注 目,、ね、あの注目度が、はい、その他の選手ちょっとリラックスできるし、はい、テルテルは大変かもしれないけど、案外テルテルはマイペースなんでポーってしてるんでもうなんてことないですもんね。あれもあの人も大物なんで、はい、いい感じのスパイスになって、はい、なってると思います。チームの刺激ないんじゃないかな、うん、ピッチャー陣も頑張ってますし。そうなんですよ、うん、西岡さんいる時からチームの雰囲気はすごくね良かったですけど、うん、少し若返って ね、うん、そうですね、また少し変わりましたね顔ぶれは。やっぱりあの若い選手がね出てこないとチームは強くならないですよ。うん、若い選手っていうのはね右も左も分からないから、スーパープレーもできるから、その代わりスーパーボンミスも起きる。でもそのスーパープレーできるっていうのは若手のね、もう右も左も分からない、ただ今日の試合頑張ろう、結果出そうっていう怖いもの知らずがね一番の強さだから、うん、はい、その怖いもの知らずがね 2,3 人必要なんですよ勝つには。2,3 人今ちょうど出てますからねタイガースは、うん、ルーキーだからちょうどいいバランス本当に、なんか若手がすごく多いのかなと思うけど、西岡さんから見たらちょうどいいぐらいなんですね、うん、これでちょうどいいですよ、なんだったらここで、ね、糸井さんぐらいが出れてたら、はい、もっとこうチームとしてこう引き締まるだろうけど、あ、ベテラン1人、うん、はい、今このメンバーだったら誰が、梅野が一番上かな。そうです ね、梅野なんかまだ20代でしょ、30の年です。ああ30になったんだ、はい、30になるのかなもうすぐ、はい、梅ちゃん入ってきたら可愛かった子ポチャーっとして、ね、いつもほっぺとかでプニ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 いい男になったよ。そんな梅野選手が30歳ですよ、うん、かっこいいこいつは。うーん、みんな同じようなサングラスして大きめの大きめの。今甲子園は何人入れてるんですかファンの皆さんは。だいたい今7000人ぐらいですね。ああそうですか、はい、もう早くね、佐藤君に、はい、この超満員の甲子園の中でプレーしてほしい。やっぱりあの自分がホームラン打った時の歓声というのはこれの何倍もの凄さがあるし、はい、ただチャンスでこう三振した時のあーっていう4万人のため息の重さ、うん、これを早く感じてほしいですね、経験としてね。西岡さんも最初にタイガース来てそれをこう肌で感じた時はやっぱり特別でした、うん、もう最高。もう甲子園で活躍した時のあの応援もう最高。阪神ファンマジで優しいよ、全然ヤジなんか飛んでこないから。へー、
みんなもう応援してるぞ、頑張れよとかもう応援されまくったよ。これそのホークスの選手もそうですけど、ビジターの選手が甲子園に来た時もなんか特別なことを感じるって聞きますけど、うん、そうですね、やっぱり甲子園はもう聖地ですから、うん、すごく嬉しかったですよ。最初甲子園でプレーした時は僕もめちゃくちゃ嬉しかった。テンション上がりましたよ。交流戦あってね、そうかんだもん、うん、初年度はホーム&ビジターでしたから、もう2005年にじゃあ甲子園来たわけですね、ロッテのユニフォームって。そう、めちゃくちゃ楽しかったよ。強かったなロッテ。うん、強かった。だって負ける気しなかったもん。で、あのロッテファンは甲子園でも目立ってましたからね。うん、だってプレッシャーがないんだもん。阪神の選手はね、もう勝たないとっていう劣等感にやられてるけど、はい、ロッテはもうあお祭り気分で、お日本シリーズまで来たよぐらいの感覚でやってるからさ、はい、緊張感ないから体が動く動く。ゲッツいけるよ。そんなもんないや。あ、セーブだ。あ、二塁セーブ。大丈夫大丈夫、ナイストライ。うん、今一球ちょっと一テンポ持ってしまったからね。でも一つアウト取ればいいの。しかしワンスリーからしっかり走ってエンドランかな。ね、おー、よく取った。わあ、いい攻めのね姿勢だよね、うん、結局は、うん、ソフトバンクもう1点取りに来てるぞ、うん、取りに来てるね。どんどん動いて、ここはもう1球待ってもいいかなと思ったけど、普通に生かしていいかなと思ったけど、はい、走らせたっすね。いや1、3塁、まあ、西君が今マウンド取ってる間にソフトバンクとしてはもう5点ぐらい取りたいんですよ、合計ね、うん、トータル5点ぐらい取って、うん、あと2点、はいはい、そしたら多分もうピッチャー交代っていう風な流れにもなってくるから、そこを狙ってるんでしょうけど、やっぱ緊急登板だから中継ぎのピッチャーも準備がね、うん、前倒しになっていくから、はい、この試合はでも明日休みだからね、うん、だからチームとして頑張ってほしいですね、タイガースは。しかもまた降ってくるでしょう。日本シリーズの前哨戦とかって思ってみるとちょっと緊張感増えますね。そうそう、日本シリーズと思って見てるよ俺は。この2球団が勝ち上がってきてほしい。でも降ってくるもん、やっぱソフトバンクの選手は。本当ですね、うん、ここなのよ。今の空振りもいいよ。いいよ、ほら、うわうわっ、ヒットに、北条ちゃん、よーし、ナイスプレー。ジョーかっこいい、背番号変わっていいぞ。あれ、今そこしれーってきてるけど、心の中でよっしゃーと思ってるから、ね、めちゃめちゃ嬉しい。いやー、ナイスプレー今の、見て、ナイスプレー、ナイスプレー。これでも本当に難しい番組よ。これ難しい番組よ。タイミングもバッチリ。このここでウォーマンも難しいからね。ほら見てほら、これ本当に難しい。ショートバウンドをダイビングで取ってる。ハーフバウンドだね。めちゃくちゃ難しいです。ハーフバウンド。これはだから本当に阪神の内野手ってめちゃくちゃうまいんですよ。そうよ。みんなうまいんですよ。土でやってることもあるし、人工芝っていうすごいタフな状況で、うん、本当にめちゃくちゃうまい選手が多いんですよ。だから誰かがさ、うん、お前らもっとエラーしておいでって言ってあげてほしい選手に、うん。エラーしていて、もう思い切ってやれと。なんか今のねタイガースの雰囲気だと言ってる可能性もあるなって思いながら楽しみには見てるんですけど、でもエラーしたら次の日になったら早出でさ、守備守備守備ってやってるからさ、そしたらやってる選手はさ、マインド的にもうそこに意識ばっかりいっちゃうんだよね。守備で試合始まった時も、あ今日も朝からやったし、あ今日ミスしたらやばいねとか、本当にそういうところで曲がってくるから。あ、じゃあまあその早出やらないのもやっぱ一つの方法。もちろんもう守備練習、じゃあもう今日いいと、うん、試合前に一回やってみればいいね。昨日3失策したと、はい、今日はもうじゃあ守備練習なし、バッティングだけで攻めようぜと、はい、試合前ノックもなし、その分体休めなさいで試合で毎日やってるんだから。お、何球取ってんのよ。これができたら面白いですよ。だからまずそのいろんな意味でエラーの数が多いから優勝できないのか、エラーの数が多かったら僕ら試合が9回終わるのかっていう野球のルールがまずある、調べてみてほしい、うん、エラーの数が10個したら僕らは負けてそのままグラウンドから去らないといけないのか、はい、いや違うよね、何対何で勝って、かつ点取りゲームでしょ、はい、ってことなんですよ。そう考えるときにエラーの数なんかじゃないんですよ。そういかにしてこの4時間をどういう気持ちで過ごすかが大事なんで、だから勝てばいいわけでしょ。でしかもエラー作ってことは防御率もピッチャーにつかないんだから、うん、エラーするぐらいだったらいいわけですよ逆に、ヒットに変にエラーしないようにヒットになったら防御率ピッチャーがヒットになるからピッチャーの給料が下がるんですよ。エラーはいいんですよ、ピッチャーの給料上がるから。
むしろ演出ならないから、いやそれぐらいの気持ちでいけば、ちょっとこれ大山君、ちょっと大山選手ちょっと注目して見ますか、白鵬大学、うん、栃木の白鵬大学、白鵬大学、そうだ栃木背負ってる3人、はい、そうよ、うん、ねえ僕ファン一発折り込んでほしいね、流れ変わるよ、来て、いい球や、来てほしいの、ここのファーストストライクなのよ、阪神の選手が行ってほしい、でもセリーグは一球待たないといけないってルールが多分あると思うよ絶対ある、大山選手基本行くんだけどな、ないよ、いやあると思うの、だってね、そうしないとやっぱりあの振った方がいいんですよもん、うん、振った方がいいの、知らない相手だからなおさらそうの、うん、もう行かないといけないんだけど、でも松野もね大事になりすぎてるのね、ほらこうやって落ちとけよし、これを狙ってたよ、大山君は、こういうこと、このヒットでやってた、うん、こういうこと、こういうこと、これが一番効くから、だから待ったんよ2球、まあ、ピッチャーからしたら打ち取ってるからね、次誰？プラスに考えないな。サンズ、サンズ、佐藤輝明です。いいよ、いいバッター来るよ。ここから。いやこのヒップ大きいよでも。サンズでしょ。今日何デー？マンデー？トゥーズデー？お？サンズデー。サンズデー。今日サンズデー？図が入った間に。すごいな。サンズデー。サンデー、サンデー。お二人の掛け合い面白すぎます。いろいろ来てますコメント。はいはい。来てますね。でもサンズは右に打てるからね、はい、それが強さだよ ね、こいつの、わあいい入り、知ってるわ、これコメント多すぎてブワーって上がってっちゃうんですよ、これ一気にスピードがありすぎて、ムネリン阪神応援してええの、全部球団応援してるよ俺たちは、なるほど、うん、応援していいよ、なんで応援しちゃいけないことなんかないんですよ、はい白鵬大学ですよ、はい、よし、いや本当いいところでね、サンズも、うん、左中間にホームランっていうのはもう焼き付いてますよファンの目に、うん、いいスイングしとるわ、子供たちも楽しいやろうな、こんな昼間からね、いい天気ですしね、うんうん、最高な日ですよ、5月6月はいいですね、わあやっぱちょっと ね昼間からの試合だからね、やっぱりサンズ的には今絶対内野ゴロ打ちたくないんでね、うん、ちょっとボールの下っ面そうだね、あ言ってますよね、もう内野ゴロだけは絶対打たないスイング、ゲッツーだけは打ちたくな くないから、これでいいんですよ、ここででもねゲッツー打ったら本当に流れもっとソフトバンクに行くから、はい、やっぱよ分かってるよ、そのぐらいサンズは野球を分かって打ってるってこと、うわーそれはみんな結果だけ見てあーってなってるけど、はいはい、ゲッツーが一番最悪な事態だから、よく知ってるよね、下をちゃんと振りにいってるもん、うん、ここも好きにいっていいの、うん、ここはもうテルテルは、うん、どうぞテルテル、好きにやってくださいきましたよ、生配信ランキング現在9位、おっしゃナイス、何これ9位っていうのは日本全国の、嘘でしょ、日本全国の生配信ランキング見るでしょ普通は、現在9位9位すごいね、それはすごいことや、ちょっと7位まで行ってほしいな、最高6位、最高6位、あじゃあ1位行きたい、岡田監督ですか、あ先週ね、うん、岡田彰布さんと掛布雅之さんで、どうやったらこう増えていくんだろうか、俺が今ここツイッターでちょっと見てください、あぜひぜひぜひ、ね、はい、あちょっと金本さんからちょっと LINE 来てましたね、このタイミングで金本さんから LINE 来ますか、金本さんが LINE 来ましたよ、えお前髪増えたな何になってる、植えたんやろ、植えてへんわしかもニコちゃんマークでカツラかってカツラちゃうわ金本さん元気ですか、返信したら帰ってきますか、あじゃあ返信しましょうかね、返信してください、カツラちゃうわ、言うわ金本さんご覧になってるんだこれ、カツラちゃうわ、カツラちゃう、現場かな金本さん、すごいな、いや佐藤輝明ホームラン14本40打点タイトル争い、すごいな、うん、これ詰まってレフト前でいいよ、本当引っ張りたいんだけどね、よしよしよし、変化球見た、いや大したもんですよ、去年まで近畿大学で、はい、野球やってたのに今も体力的にももうめっちゃきついです、うん、だけど、はい、ね、毎日寮でご飯食べたり寝て
プロ野球の生活をもう楽しんでますよ。もうこれがプロ野球なんだと思いながら。これ毎日やるっていうのがもう本当にすごく違うらしいですね。惜しい。やっぱ引っ張りに行ったね、一塁ランナーやったから。やっぱ毎日試合っていうのは疲れましたか、お二人も最初。疲れるどころじゃないよ、もう。そうですね、ポジションはショートだったので、やっぱりショートの動きはすごくたくさんありますんで。たくさんあるよ。自分の体じゃなくなってくる感覚はありますよね、5月ね。え、毎回ナイターでとか、それでまた6連戦とかあったりするともう体がボーっとしてきますよ、頭と体が。もう梅ちゃんもこれも思い切っていっていいの。次ピッチャー、いや、そうでしょ、次8番です、はい、中野君。だから梅ちゃんね、もう切っていっていい。福岡出身です、うん、そうですね、そうですね、福岡大学。入ってきた時ポチャーってしたのに、ね、スリムなったよね。1年目の時7キロぐらい痩せたって言ってたかな。へ、はい、毎日試合だからね、はい、キャッチャーの、ね、道具つけてキャッチャーはもう蒸された感じで夏。日本のプロ野球のキャッチャーの練習量はもう世界一じゃないかな、うん、よし、まあね、これはトラバンチャンネルですか。トラバンチャンネルです。あ、ぜひ告知を西岡チャンネルで。西岡チャンネルないですよ。全部胸チャンネルでしたね、あるのは。胸チャンネルは、まあ、告知は、まあ、まあ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 。いやいや、ライバルなんで、トラバンチャンネル。いやいや、胸チャンネルあんまりライバルは本当に。胸チャンネルもすごいですよね、でも。胸チャンネル、そんなことないですよ。あー、またか。ナイスボールだね、ナイスボール。よし、切り替えろ、タイガースの選手、みんな、切り替えよ。いやー、でも和田さん確かに140キロ常に出してますね。これスピード上がったっていうのは驚きですね。でも2回表0点に抑えてるから、西君は。はい、まだまだまだ、うん、こんな7回8回にドラマがあるよ。あるよあるよ、全然わからない。いやー、お、虎の二遊間はどうですかという質問、うん、今はセカンドが北条で、まあ、ショート中野、ルーキーになってますけども、世界一の二遊間にもこの辺りは語っていただきたいんですけど、まあ、大体ね、強いチームっていうのはもう二遊間は絶対固定なんですよ、シーズン通して、はい、でもこれだけシャッフルされて、今現状1位でしょう、はい、これはあまり考えにくい結果ですよ、本当だったら、セオリーで言うとね、うんうんうん、でもそれをカバーできるだけの選手がみんなが集まってるっていうことだから、はい、まあ、中野君の昨日の、2対1で勝ってて三遊間の鋭い打球を取ったプレー、はい、見てますね、見せたの、見てますね、見てるのよ、はい、見てないって言いながら結構気になってる実はね、はい、まあ、あのプレーなんかすごい素晴らしい、でもちょっとした打球で送球でそれでエラーもついたりだとか、はい、でもそんなことは気にしなくてよくて、もう今日これまた北条と中野選手2人が頑張ってこのチームをね支えていけば、センターラインだからやっぱ野球は、はい、センターラインがチームを引っ張っていくんだからね、基本は固定した方がいいんだ、もちろん、はい、特にでもこのタイガースで一番すごいのはこの1番の近本選手、はい、この1番バッターをまた固定できるっていうのが強いんですよ、1番バッター。僕らもずっと1番打ってきたから、はい、本当は1番2番固定できたらもっとすごいし、はい、1番2番プラスセカンドショート固定できたら本当にもっと強い、まあ、中日昔のね、はい、中日の荒木さん岩瀬さんコンビ、はい、まあ、あの時はやっぱチームとして成り立っていってましたよね、はい、もうだからスタートする時にそこが固定だから、はい、相手ピッチャーも意識するわけですよ、まあ、初球、うん、まあ、ボールから入ってもいいかな、でもバッターからしたらラッキーだから、はい、まあ、だからずっと同じとこで打順で打てるっていうのはバッターも楽なんですよね。川崎さんは虎の二遊間はどんなふうにご覧になってますか。もう非常に上手です、2人とも。もう今出てる中野さんも僕は社会人の時は知ってますから。あ、そうですか。彼台湾に来ましたからね、その時からいい選手だなと思ってて、もう知ってます。北条君も甲子園の時からね、うん、知ってますから、バックスクリーン掘り込んでね、すごい選手です。でもうやっぱりうまいですよ、阪神の内野手は。とにかく上手です、うん、
気持ちも強いし、本当にねこの2人、二遊間は今の出てる、でまた木浪君とか、はい、糸原君と、はい、うまいです。あと小畑君もいますし、あのね本当に上手、これは12球団だからどの球団行っても負けないぐらい上手です。あ、そうなんですか、はい、いや驚きました、嬉しい。で大山君なんかもねスローイングもいいし、はい、肩も強いしね。大山なんかプレーうまいよね、はい、うまいし本当にすごいいい内野手なんです。いい内野は揃ってるんですよ本当に、よく練習してる証拠です、うん、あの土のグラウンドって難しいんですか。もちろんやっぱり人工芝より難しい。人工芝の方が簡単、あすごいタフですよ、うん、だそういうところでずっと練習してると上手くなりますか、タイガースの内野手。上手くなるとかならないの問題じゃなくて、はい、もうやっぱ運もあるから、どんだけグラウンドをきれいにしてても一回ランナーが走るとそこが掘れるわけだから、はい、そこに打球がはまってしまうと変わるんですよね、はい。イージーゴロで見ててとんでもないエラーってたまにあるじゃないですか、はい、あれはこのテレビ中継では見れないですけど、本当に守備の人しかわからないちょっとした変化があったりだとか、そういうことが起きてるんですよ実際に。だから気にしなくていいの、こんだけ素晴らしい甲子園球場でやってるんだから、エラーなんかも100個ぐらいしていいよ、うん、いや本当にそのぐらいの気持ちでやってくれと、はい、押し出してほしい選手を。だってみんな若いんだからまだまだ。そうですね、うん、ミスして成長して経験して、はい、ちょっとずつプラスになっていくんだから自分に、うん、それまではもう好きなようにもうてるてる君なんかずっとやってていいよそれって、うん、柳田選手はフォアボール。ギータの名付け親が川崎さんっていう話ですね、うん、本当ですか。うん本当ですね、ギータって名付けましたね。なんかきっかけあったんですか。いや何もないですよ、柳田名前多いからギータですよ。多いから何でも何でも省略したいでしょ。ギータ、うん、ギータ、はい、もうギータだよって。でもそれがもう国民全員知ってますからねやばいですね、ね、国民全員知ってます。ギータの名付け親なの。うんちょっと反応遅かったですけど金本さんと LINE してました。金本さんと LINE した、はい、はい、配信ランキング8位に上がる。おーしょ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 ー、はい、じゃあちょっとインスタにもやっとこうかな。ちょっとお願いします、はい、一旦ねやっぱ西岡選手といえば7ですから7位までは行きたいですね、はい、はい、7の取られたけどねそれが男気じゃないですか西岡さんの。ありがとうございます、はい、西岡さんからでしょ。そうあれはまあ球団からも言われたけどね、うん、でも糸井さん来てほしかったの本当に、はい、勝ちたかったから俺は阪神で、うん、阪神のあの御堂筋でパレードしたかったのよ。千葉ロッテではね幕張でパレードさせてもらって、はい、阪神でこれ優勝したこの大阪中がねもう関西中がうんすごいね、うん、もうその中に入りたかったの輪に、はい、じゃあ7行ってから5まで行きましょうだね、あ、いいね、ほんで今背番号1だからね栃木で。おお行くかな1位何なんだろう1位の1アイドルグループとかかな、何なんですかね。そのアイドルグループとコラボできないの、はい、一緒に1位になっちゃうみたいな、うん、コラボ YouTube できない、はい、わあ、いいボールだね。落ち着くよセカンドフライ。よしよしよし、はい、いいよ西君。いや西純也はね、うん、2回3回しっかり投げてます。頑張ってる頑張ってる、はい、西純也も甲子園のスターでね、創志学園というところでした。え、川崎さん、あのさっき中野選手について聞いたときに、うん、台湾でっていう話、はい、え、中野選手が台湾に来たことがあったんですか。そうです、彼が台湾に来たんですね。え、それはなんか彼社会人出身だと思うんですよ、はい、僕の中野違いじゃなければはい、あの同じ中野だと思います、うん、三菱自動車岡崎。そうでしょう、はい、それで社会人で来てるんですよ。社会人の日本代表で台湾に来てで、僕のいた台湾のチームと試合してるんですよ。そうなんですか、はい、それの時に中野君って一旦その時セカンドとショート守ってて、バッティングも良くて守備も良かったんです。で阪神入ったんだと思ってたら、はい、今こうやって出てるからやっぱすごい力があったんだな。あらららら、らすごいですね。いやでも西君頑張ってますよ本当に。うん、もうソフトバンク日本一の、ね、チームにもう本当勇気持ってはい、立ち向かっていってますよ。もうちょっとなんか吹っ切れてきたね、うんうん、
もうゾーン入ってきたよ、うん、もうアドレナリンが出て、はい、みなぎってますよ今体が。ソフトバンクは5回までに5点取りたいんですよ。これは大丈夫か。大丈夫、風があるから、うん、あの上がり方は大丈夫、うん、あそんな一球一球ビクビクしながら野球見てるの。結構あ、はい、疲れるねそれは今なんか角度良かったじゃないですか。良かった良かった良かった ね、うん、明らかにもあ悪くないですよやっぱそれ。アナウンサーの職業病だね。とか言って、おーとか言って、そうだよね、はい、ノーリアクションなわけいかないから、はい、うんはい、そうだね、わざとじゃないんですよ、あれ、うんはいはい、いい反応っす、はい、アナウンサーとしては、はい、105点さすが。今のも浜風だったんですかね、多分ね、今日天気いいんで、うん、浜風になってるよ、はい、今日は浜風は結構感じましたか、西岡さん。うん、感じましたね、やっぱライトに掘り込む力はなかったですね。何本か損してますよね、多分ね。何本かって言っても、まあでもそういう線、僕はツーベースってね、塁に出てホーム帰ってくるスタイルの野球スタイルだったから、はい、まあそこは僕も求めてなかったから、うん、あと僕このこれから夏になって暑くなるじゃないですか、うん、で連戦も続くじゃないですか、うん、こうなるとなんかこの時期タイガースがね、疲れなのかなんかジャイアンツから離れていくんですよ。で東京ドーム行ったら涼しいんですよ、うん、この差はやっぱりあるのかなとか思いながら。もちろんありますよ、うん、ありますか。うん、それはドームとドーム、うん、あの外の球場だとありますよ、はい、どう工夫するからね、そしたら、うん、どう工夫するかが勝負。まあ変えられないですからね。そう、変えることができないんだから、はい、やっぱりどう工夫。だからさっき剛も言った通り、練習せずに中に折って室内練習してみて、うん、はい試合っていう試合も、そこでじゃあ勝ったらそれが一つの自信になるわけだから、うん、はい、そういうふうにすると体を休めて試合に向けて調整ができるようになってくるんで、ね、そういうやり方も、まあ、僕らはアメリカにやってたから、はい、僕も分かんなかったけどそれを分かって、でもやっぱやったことないと怖いと思う、不安だからやらないと、はい、そこはこれからのいろんなチームの課題というかあるんですよね、いろいろ。やっぱ試合でベストパフォーマンス出さないといけないから、はい、そういうことですよ。ボルトが練習で 9.5 は出さないんですよ、練習では本当に、はい、本番でしか 9.5 出ないんですよ、はい、だからそう考えた時にナスピッチャー、はい、やっぱ本番に全力を出せるような体調管理の仕方を学ぶべきなんです。メジャーはやっぱり練習量は本当にこうなんていうんですか、少ないんですか。もう少ないです。もう162試合あるんで、少ないっていうよりかはね、効率がいいんです。効率よくチームが動いていってる。僕もあのロッテの時ボビー・バレンタイン監督だって、試合前のノックはもう今日はやめとこうとか、もうあのバッティング練習もあの移動試合の時とかは、はい、あのやりたいやつだけ、5時半までに体を自分で温めときなさいとか、おーで優勝したんだから。へえ、毎日みんなもう打ってるんだからたかが30分1時間の練習休んでも、はい、まあ、休むっていうか、まあ、リフレッシュですよね、うん、頭をリフレッシュさせないと。フレッシュな状態、いつもキープフレッシュっていうの、そういうの、うん、キープ、はい、フレッシュなのを、新鮮なのをキープするってこと、うん、フレッシュさが大事なんですよ。みんなそのフレッシュさがなくなってくるのがプロ野球のシーズンなんですよ、うん、だどうやって新鮮に少しでも戻すかという。もちろん体はボロボロなんだけど、はい、なんかその中でもどれぐらいキープフレッシュできるか、フレッシュな状態で試合に出るかっていうことが大事なんで。野球が上手い選手が12球で全員くじ引きで散らばってるわけでしょ、はい、このチームだけが下手な人がいるとかじゃないんですよ。みんな上手い選手が集まってるわけだから、はい、あとは新鮮か新鮮じゃないかですよ。そう、どんないい魚も新鮮じゃなかったらダメなんですよ。そうですね、飽きさせたらダメなの、はい、練習とかをね、毎日来てアップ何時何分にアップしてて、毎回同じアップするんじゃなくて工夫して、はい、今日はこういうアップにしよう、今日はちょっとじゃあ瞑想入れようでもいいのよ、うん、ちょっとみんなもう甲子園の芝生でさ、はい、ちょっと5分間みんな目つぶってゆっくり深呼吸整えようでもいいの。それはもうすごいことですよ、はい、フィル・ジャクソンですよ、マイケル・ジョーダンの時の監督でそういうのをしてるんですよ。その通りですよ。だから時にはね、あの阪神のバックスクリーンでね、どっかアイドルグループのあれ流して、そのアイドルグループと一緒に踊るとか、はい、もうアップ、それでアップ終わり、ピーハイキャッチボールっつってもうすごいフレッシュになれば気分転換になるし、はい、うん、だからいろんなやり方ってあるんです。だから海外行った時はもう動物とか連れてきてました、監督たちが、うん、動物デーって言って、はい、ライオンの赤ちゃんとか、はい、そういうのを連れてきたり、手品師連れてきたり、
まあ、いろんな人が来てやっとったな、そういえば。でもそうよ、それでいいの。それでもウォーミングアップじゃないじゃないですか。ね、ね、うん、でもさ、それを見た選手たちはさ、いつもと違う環境にってなるから、それで頭がね切り替わったりするの。もうね、ほんとそれで切り替わる。あんまちょっとしたことよ。あー、変えるんだ。あ、やらかく出ましたね、さっき動きましたね。あ、3イニング投げました西純也、うんうん、まあでもよく頑張りました。いや、よく投げたっすよ、本当に西純也グッジョブ。いや、まだ高卒2年目ですよ。大したもんっすよ、うんうん、大丈夫大丈夫、笑え、笑うんだ。悔しい。男前だね。ね、人気も今まであるだろうけど、はいはい、俳優さんみたいな、はい、うん、かわいい顔してる。はい、木浪くん頑張ってほしい。ああ、代打木浪ね。木浪くんもいい内野手っすよ、上手だし、アジア大学から社会人に行って、うん、詳しいな、詳しいな。青森山田、アジア大学本田ですね。青森山田なんですね、はい。まあ、大体アジア大学に行ってるとアジアエンジンっていうのがそのなっていて備わってるんですよ。そうなんですか。アジアエンジンって言って、アジア大学のもうやばいですよ、やばい。もう僕らのね、今の栃木にもね、はい、アジアだ立正だとかもういろんな大学から来てる子いるけど、はい、もうみんなもうピッ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 してるから、はい、リラックスしなさい、もっとリラックスリラックスっつって、へー、もうそういう教育をされてきてるからね。ボール練習からピリピリするんですか。うん、だからもうランナーいなくてサインなんかないじゃん、はい、サインなんか出ないのにもうベンチの方を見てサインを見るとか。なるほど。もうそれいらないんですよね、もう好きに打てたから。そうか。今ね、 ABC テレビの中継でスーパー出てますけど、うん、そうなんですよ、ピッチャーちょっと怪我人出てて、あの岩崎すぐる投手は疲労の蓄積で登録抹消なんですけど、うん、でガンケルが今日喉の痛みで選抜回避で、うんうんうん、オリックスにいた小林っていうね、はい、いいフォークのピッチャーいますけど。あ、よっしゃ、ね、これもいい仕事よ、ナイス代打で、ナイス待て。だからちょっとチーム事情はね、若干苦しいところではあるんですけど、ここなんとか耐えときって矢野監督も話してましたけどね。でもそれはね、どこのチームでもそういう状況は起きてるから、うん、タイガースだけじゃないよ、そう、うん、12球団全部誰かがちょっとどっか痛めて、はい、とか起きてるからね、うん、その情報が出すぎるよね、タイガースは。あ、出すぎですか、うん、もうマスコミが多すぎるから、メディアが球場に、はい、誰々が、うん、怪我したとかいう情報が出るのがちょっと早いよね。あ、それはチームとしての作戦としてはマイナスになるよね。宣伝効果はいいけど、はい、チームの作戦としてね、やっぱそういうのは外に出したくないこともあるから。うん、ベンチ入りしてるピッチャーがみたいな時もあるんでしょうね。うん、うん、わあ、行ってほしかったね。初球ちょっと大事にならなくて、いや、まあ、あなたはゲッツーは絶対ないんだから。うん、大丈夫大丈夫ね。え、まあまあ本当だよね、思い切って言っていいけど、うん、やっぱスライダーがね、ちょっとこう、うん、よぎるんだよね、和田さんの。そのさすがですよ、和田オーラが、はい来ましたって、ここで、ね、おはあるか。だから初球もし振ってれば、はい、あれが完璧に捉えられる可能性の率が上がるの。へ、今の1球目初球見逃すことによって2球目ファール取られるの、これで追い込まれるの。これでもバッター不利にマイナスから入ってしまう、はい、これピッチャー有利の対決なんですよ。それ1回スイングしておくと、なんですか、体がほぐれるというか、もうバランスもそうだし、ね、タイミングもそうだし、1個だなこれは。うわ、うん、うん、そうですね、うん、大丈夫よ、走れ、走ったらいいの。でも大山選手も近本選手も積極的に振っていくタイプではあると思うんですけど、うんうん、今日に関してはソフトバンクの方向目立ってるって。まあまあまあ、まず3点取られてる、先制パンチ食らってるからね。やっぱこれが逆だったら、はい、どん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 タイガースの選手も行くだろうし、やっぱこの点差がね、頭にみんなインプットされすぎてるから、はい、そこをちょっと解除してあげたい。ちょっと電話してくれるかな、ベンチに。そういうのない、そういうのないない、ないの、そういうの。そういうのないです。これ走っていいの、走ってアウトになっていいから、はい、走っていいんですよ、これは。3点負けててもいいから、はい、最近ずっとセカンドで出てます、北条、うん、また頑張りだしたね、うん、いい守備あるから、乗ってるよ、うん、北条なんかはね、金本さんがすごく育てた選手の一人でもあるから、うん、本当に活躍してほしい。いい選手なんだよね、本当に、うん、好きな選手、パンチ力もあるし、
うん、スピードも決して遅くないし、うん、守備もうまいし、うん、来た。もうこれ絶対走っていい。もうこれ走っていいんですよ。走ってあげていい、うん、アウトになってまたもしアウトになったら北条君からまたノーカウントから始まるから、ね、はい、やっぱ3番4番の前にランナーを貯めてあげたいんですよね。外からのスライダーカーブかな2球入ってきてそれがやっぱり振れなかったですね。振ることができなかった、うん、だからまっすぐが待ってるっていうことが、伝わってるんだよね北条さん、うん、北条君がそうですね、まっすぐ待ってるってことがビンビンに甲斐君に伝わってるってことだよね、うん、伝わってる、そういうバッティングのこれからの取り組みもしないといけないね、うん、出しちゃいけないっていう、打つときにそういうのもプロのバッターは練習しないといけない。ただ単に打てばいいってわけじゃなくて、まっすぐ待ってるとか、変化球待ってるとかわからないようにするのも、わからない構え、うん、わからないようにするのも大事です。それは自分で工夫しないといけないです。へー、やっぱりもう本当にまた牽制入れた後、やっぱ変化球掘りましたから。変化球を掘る前、牽制入れたのピッチャーは。はい。おうち1個か。塩見君。橋谷君。中野君も走ってる。うん。そうです。近本11でトップタイで、中野が7ですね、盗塁は。しかも走らないんですね、うん、でもそれはね、まあ、僕らはこうテレビのだけ見て簡単にこうやって話してるだけだから、はい、まあでも近本君もどっか張ってるかもわからないし体のどこかね、はい、だから簡単には言えないんだけど、うん、でも野球の流れとしてはここもどんどん走っていい場面ですよ、はい、牽制でアウトになってもいいからそのぐらいのスタート切っても大丈夫。お微妙な当たり、ナイスプレーだね。お前明らかナイスプレー中村選手、2人ともうまい、これショートバウンドでした最後、うん、ショートバウンド、アキラうまかった、でもあれうまいですよね、投げるバランスも難しかったよ、うん、はい、山陽前に出てチャージかまして、うん、取ってから早かったし、はい、ナイスピッチャー、ナイスショート、ナイスファースト、うん、うわー、ほら見てこの甲子園芸さんがバーッと走ってこれ綺麗にしてくれるんだから、ね、3回やってくれるの助かるよな、うん、そう3回、5回、7回必要、そう、ほんとそうなの、うん、だからそれはね、やっぱ怪我しないからね。いやー今宮うまいっすね。うまい、うん、今のは今宮もう上手かったけど実は中村ケラがものすごく上手かったという。アキラの方が大変タフなプレーです。はい。大したものそん。いやー続いてのてっぺんトーク、もうなんか台本なくても進んでいってますけど今日ね。金本さんが来ましたよ。来ました。カツラちゃうんか、それはすいませんなーって。もうなんかいいですね、はい、金本さんね、金本さん最高よ、はい、普通の感じで、うん、はい、テーマこちらいきましょう、はい、じゃらん、交流戦は、交流戦で、そうなんです、ロッテもソフトバンクも交流戦強いから、今日の試合前時点でタイガース5勝6敗の7位、まだ一度も交流戦で優勝したことがない阪神、交流戦も優勝してリーグ優勝に向けて弾みをつけたい、そんな中西岡さんはロッテ時代に2度、川崎さんはホークスで4回も優勝したの、いや覚えてない、覚えてない優勝しすぎて覚えてない、そうかね、やっぱり交流戦を優勝すると勢いがつくんですかということで、交流戦についてね、うん、ちょっと語っていただきたいと思うんですけども、うん、いやー4回ですか、ソフトバンク、ソフトバンク4回、すごいね、強いですね、交流戦もっとじゃないですか、優勝トータル的にはでしょ、川崎さんが4回、僕が4回ですね、僕が抜けてるんですか、何ですか、トータル的にはもうはいっぱいあるですよね多分ね、はい、もっとしてました、まあ、8回、まあ、基本的にそうですね、セリーグのユニフォームを見るとテンション上がるんですよ、そうテンション上がるんだよ、うん、それが一つ本当に巨人とか阪神の、巨人、横浜もそう、まあ、中日とか、はい、中日ももうね、セリーグと試合するのが楽しくてしょうがない、楽しみなんですよ、でもそれ勝てるんですか、でもそれで勝てる、勝てるんですよ、セリーグはさ、はい、セリーグの選手ってさ、はい、もう今はもうこうやってテレビあるから情報いっぱいゲットできるけど、俺ら2005年の時とかは、はい、セリーグの選手ってパリーグのそこそこやるピッチャーとか相手の打者、はい、あ誰、あ名前、うん、聞いたことあるなぐらいの感じなんですよ、はい、でも僕ら、うん、パリーグは出てくる選手全部知ってんの、なんかテレビで見てるから、あそういうもんですか、うん、はい、ほんであのテレビでもやってるじゃんかって、セリーグは、はい、だからすごいんだろうなと思って出すの下からこうやってよろしくお願いしますみたいな感じで、はい、
でパッて見ればあこれパリーグのピッチャーの方がいいんちゃうかなっていう選手にこう切り替わったり、はい、逆にセリーグの阪神に出るとき、はい、誰こいつ、はい、すっげえ球ほんなってなったりとか本当に阪神の選手は関西人みんな知ってるでしょ、はい、オリックスの選手多分阪神の選手のこといっぱい知ってると思う、はい、でも阪神の選手オリックスの2軍の選手多分あんま知らないと思う、はい、うん、そうか、だからメディアのそんだけ出る効果っていうのはそういうところにも現れると、そんな奴らに俺たちは負けねえぞってやるのがパリーグかな。へえ。でも今もうちょっと逆転してきたよね。今年はね、まあ、セリーグ部員ですよね。うん、はい、まあ、移動もあとね、北海道と福岡っていうところに行くわけだから、うん、じゃその辺の移動っていうのも慣れてないとは思いますよ。まあ例えばセリーグの中では ね、 こうね、ヤクルトとし巨人と試合したら、まあ、一緒じゃないですか、うん、まあ、新幹線で行っちゃうんですね。でも飛行機がやっぱ乗ったり気圧変わったりすることっていうのもタフな一つあるかもしれないし、やっぱ飛行機乗ったらむくむからね、やっぱかなりむくむ、気圧が変わるだけで体、うん、で飛行機乗るのは飛行機乗ってさ、うん、靴脱いでさ、はい、飛行機乗るでしょ、はい、ほんで着いて靴履いてごらん、足むくんでるから、マジでむくんですか、足もむくむし頭もすごく気圧が変わってるから、そうよ、そういうちっちゃいとこってあるんで、あるのある、うん、そういうのも考えないといけないと思うし、まあ、パリーグの選手もそれはそうなんだけど、でもパリーグの選手の方が飛行機乗ってる時間長いから長い、ね、みんなそれぞれ慣れてる可能性あるですね。セリーグって飛行機 乗らなくて移動できちゃうことの方が多いんじゃないですか、うん、例えば大阪、広島、基本しないですよね、しない、飛行機がない、はい、飛行機かも、来た、パリーグが強いのは飛行機に逆に飛行機乗るから、飛行機に逆に乗るから選手、セリーグの選手はちょっとストレスになるのかもしれないし、あってことはそれが分かれば飛行機対策をすればいいわけだ、はい、でももうちょっとしたらリニアモーターカー、ね、リニアモーターカー阪神もうそれこそもう阪神の選手は阪神の阪神選手専用の鉄道を作って、うわー700キロぐらいで行って飛行機乗らずにして行くとか、いやいや、あメジャーの移動も大変だったですよね。そうですね、メジャーの移動も大変でしたね、やっぱりそれはもう。でもメジャーの移動って、まあ、阪神がじゃあ巨人と試合やりました、東京のナイター終わりました、はい、次の日の朝移動して帰るでしょ、はい、メジャーの場合はどんだけ試合が終わっても遅くても、はい、試合が終わればその日のままもプライベートジェットで帰れるんで、チーム専用、そうだから試合終わったら飛行機の中で寝れるんですよ。でも日本だったら寝て朝早く起きて移動して、でもそれしんどいの、もう試合終わってそのまま移動できた方が体的にはめっちゃ楽できるんですよ。試合終わって球場で食事食べてシャワー浴びて、はい、スーツ着て、はい、もうそのままバス乗ったら飛行機で、飛行機でゆっくり寝てで移動なんで、もうメジャーはめちゃくちゃ移動に関しては確かに6時間乗ったりすることもあるんだけど、うん、あるんだけど移動に関しては楽だと思います。もう飛行機も着いたらそのまま降りたらすぐホテルまでバスが行くわけ、うん、改札を、ね、降りたりとか、はい、いやそんなことしなくていいので、はい、これ難しいですか。ああ大丈夫大丈夫、慌てるな、今のタフなプレーなんですよ、うん、三遊間にとってちょっと上上がってるから。で昨日 あのプレーもその、うん、剛が言ってた中野君のちょっと離れた時も、はい、ちょっと上にそれたんですよ、うん、で、はい、今の大山君のも上にそれたんですよ、はい、山さんあんなこんな顔しちゃいかんのよ山さん、うん、で僕が内野手一応 思うのは、はい、上に行くようなミスをするってことはですね、はい、見てくださいこの投げ方ってことはですね、上に行くような投げ方でもあるんですよ、はい、ってことは下に行くような投げ方の練習もしないといけないってこと、はい、ミスをしていいんですよ。ミスしたのが下に行くような投げ方だとファーストマルテはめちゃくちゃ上手なんで、うん、だからそれを上のミスはもうノーチャンス、チャンスがないと、もう 0%、うん、でも下のチャンスはもう取れる、うん、チャンスがあるからカバーリングできるからね、チームメイトが、はい、それ考えた時にサードの守備っていうのはいきなりエンドラン、はい、落ちる、はい、これがファールか、ファールファールファール、ファール、いや動くね、だからこれからだからそういう練習を、特にサードっていうプレイヤーはほぼほぼカットプレーがないんですよ、うん、ショートセカンドっていうのは極力上から投げないとカットプレーの時にダメな時があるんですよ。でもそのカットプレーもほぼほぼ1試合何回かあるかないかなんですよ、はい、そう考えた時にサードだったら少し肘下げてもいいんですよ。下げてギュンって落とす練習、シンカー投げるような練習しても全然いいんですよ、はい、サードの方がほぼほぼカットプレーで遠くに投げることがないわけだから、はい、
そう考えたけど大山くんがショートセカンド守ることありました？ないないないよね。ないってことはですね、そういう投げ方も一つ身につけることによって投げたミスが、あ、下に行ったと、下に行ったらマルテが取る、誰々が取る、はい、次のプレーってなる可能性もあるし、はい、だからプレイヤーによっては本当にみんながみんな同じ投げ方しなくていいってこと、うん、セカンド、はい、ショートの投げ方とサードの投げ方が違っていいと思う。外野手もね、うん、外野手もそうだし、でもショートセカンドででも実際カットプレーで投げるプレーなんかほぼ本当にないよ、しかないし、ほぼほぼそこでのアウトも一個ショートコローでアウトも一緒なわけだから、うん、ぶっちゃけたカットプレーでアウトにすることなんかあるっないない、ちょっと熱くなんなんてないないんすよない、まあ少ない、はい、少ない少ない少ない、少ない、じゃあショートコローの方が多いんだったら、はい、ショートコローをアウトにする確率を増やした方がいいのかもしれない、はい、うん、梅ちゃん、梅キャノン、わー、ナイスラン、でも今、でもナイスタッチよ、昔の、ナイスタッチ、うん、中野選手、もーって、梅ちゃん、そんなことないよ、ナイスよ、今のはやっぱ、身も早いんすよ、早いね、うん、ナイススピードよ、これ三森ですか、三森選手、ナイスね、うわー、いい球いってもって感じでしたね、うん、梅ちゃん的にはもうちょっとこう、こね前に出てきてほしかった、ね、ちょっと右側にそれた分だけグッとちょっと前に行けなかったですよね、はい、その分球がワンバンになってしまった、意識が高すぎんの、目標が梅野の、うんうん、佐藤輝明のサードは見たことあります、あります、うん、ありますよ、うまいよ、うまい、ね、うまい、うまい、いろんな投げ方持ってるでしょ、あ、それこそパーンってピューンって投げたり横から投げたりするでしょ、はい、だからテルテルの投げ方なんか見たら、はい、可能性分かってるんですよ、そうやってパーンって横から投げたり、時に上から投げたりとか、テレビは誰にも教えてもらってないよ、自分の感性だから、そう、感性で野球やればいい、うん、みんなプロに入ってくる人たちはいい感性を持ってるんだから、感性を大事に磨き上げないと、野球のルールを分かってるんですよ、簡単するルールを分かれば、高い球より低い球、はい、でも低い球に行く投げ方もあるっていうこと、はい、ここを頑張ってほしいね、ピッチャーは、うん、今頑張れ、4回表2アウト2塁、斉藤君3対0ソフトバンクリード、工藤さんもサングラスとこれはマスクしてるのどんな表情してるか分からないから撮ってほしいわ、帽子もかぶってるからもう耳しか見えなかった、うん、っ、ああ、いいスイングしてるよ健太も、今の危ないよ、ちょっと真ん中に入った、うん、スライダー、西岡選手はこれ斉藤幸也投手は入れ替わりぐらいですかね、3年目かな、あ、そうですね、入れ替わりですね、はい、これもね、ホンダ社会人出身のピッチャー、先日プロ初勝利を挙げました、おお、おめでとう、すごい、はい、向かっていけ、戦ってる目はかっこいいね、やっぱ、あ、うん、対戦してる、西岡選手の目つきもすごかったですよ、タイガース時代、いやいや、僕は優しかったですから、おー、いい、目つきはすごかったグラウンド上は、ね、もうムネリンから俺ずっと小さい時から なんて言われてたから、なんて言われてた、あの動物 の、あのチーターの顔、チーターお前はチーターの身になるって、チーターやっつって、もう俺20歳からずっとチーターチーターチーターっつってチーターの身になるんです、で俺はムネさんをコアラコアラコアラ、なんでやろ、かわいいコアラ、かわいいコアラみたいでしょ、ぽい、うん、ですよ、コアラニャーってやってみて、ニャーはコアラ言わないからコアラ子は何だろう、コアラ、もう西岡選手が20歳の時からですか、うん、まあそうか、すぐ出てきましたもんね、西岡選手は可愛かったんですよ、入ってきた時は、ああそうですか、うん、入ってきた時はってな一軍にね、一軍に入ってきた時は、はいはい、細かったけどね、お尻周りはしっかりしてたからね、あ、これは絶対スーパーさん、あ、スーパーさんが絶対レギュラー取ってくるなと思ってたんですよ、いきなり1年目ピッチャー、うちのホークスの永井さんのフォークをね、はい、コーンと泳ぎながらライトにライナーポーン打って、はい、18歳のバッティングじゃないですよ、そういうの覚えてますよ、衝撃的、城島さんが褒めてたっすもん、あれ来ますよっつって当時の監督に、王さんに、覚えてます、西岡選手、いや覚えてないですね、それはね覚えてないよね、うん、俺はもうがむしゃらにやってるだけだから、1年目だったんですかね、多分それね、うん、1年目なんかな、僕はね、川崎さんを初めて見たのはね、2003年のね、はい、阪神対大英、あ、
のね、日本シリーズ、はい、サード守ってたのよ。ああ、そう守ってた。パッてテレビ映って俺まだ高校生だったから。そうか、サード守ってた。なんだこの可愛い顔した。可愛い顔。その時すでに目がパッチリしてウイウイし、はい、で歳見たらその20歳か21歳ぐらいだね。21だね、21か2。うわ、こんな年代から出れるんだと思って、うん、だから俺もだから計算して3年目で21かと、それまでにレギュラー取らないと、はい、と思ったもんね、宗さん見て。うわ、うん、そうか、大阪桐蔭の西岡剛が、うん、そう、胸のりを見てたの、ちゃんと、ね、チェックしてたと。やっぱ大阪桐蔭ってすごいですよね、今、うん、阪神にもいるじゃないですか。いますよ、藤浪選手もいるし。やっぱりあそこはね、大阪桐蔭というところは、おわ、ストップでしょ。いやいやいや、ツーアウト、余裕全然ストップじゃない、もう行く行く。でこれに健太二塁に行ってるから、うわ、この走塁も見とってください。はい、矢野さん、矢野さんチーン。お、行ってない、ストップ。まあでも5回までに5点取りたいのよ、ソフトバンクは取りたいね、はい、今の打ち方も上手ですよ、健太の。見て、スライダーだけどパーンって開いて、うまいね、うまく肘抜いたね、肘抜いて、はい、これもしょうがないです。外野は前進じゃなかったのかな。なんか勝負かけてないね。なかった。なんで勝負かけないんだろうね、まだ回浅いから。でももう4点だからね。うん、絶対点、外野1本じゃ帰らせてほしくないよね。うん、走ってくるんじゃないの。いや、走らないと思う。走らないあんまりね。でほら、こうやって走らないんですよ、絶対に。でもそういう状況わからないですよね、例えば。うん、もうイメージで、イメージでやら牽制しないといけない。ちょっとコンディション見ながらっていうのはでしょ、ね、出てるんで、ね、そういう情報があるわけなんですよ。もう入ってるわけなんです、バッテリーにしても。だから梅ちゃんも一呼吸置いてあげることも大事だし、大丈夫、ここいいから、誰かも来てくれて、ピッチャーに大丈夫、ここはね、今宮選手のあれもあるけど、盗塁は周東選手ではないと、うん、大丈夫だからバッターに集中っていうのを一言かけたりとかするのもこれ大事なんですよね。うーん、それはもういっぱいいっぱい、みんなわかるんですけど、はい、うわ、ファーストストライク、ね、いい球ですね。大阪桐蔭で言ったら、西岡さんは藤浪投手とかとは連絡取ってるんですか、最近は。うん、たまに取りますよ。取るんですね。うん、でも慎太郎も頑張ってますよ、はい、いろんな経験してね、彼は彼でいろんなものと戦って、これからまだまだこの NPB で結果を残していく選手になると思うし、なるように応援してますよ。先日一軍に登録されてリリーフで、うん、リリーフ最後の回ね、はい、まあ、ちょっと点差空いてたけど、見てますね。見てんのよ。案外見てるやん、見てるやん、見てないって言いながら見てんのよ。全球団の試合見てんのよ。ダズンで、ダズン。見てんのか、うん、はい、そうだからリリーフでも150キロ半ばぐらいね、連発してました、うん、ね、うん、まあ、球がちょっと浮き気味な感じに感じたけど、はい、でもその中でもチームをしっかりとこのゲームをね、支配できてたように感じたから、うん、まあ、ああいうところでね、矢野監督に使ってもらっていただいて嬉しいことですよね、ちょっと気持ちに余裕を持った時に、うん、でもそれも本当にマインドだから、そこをもっとこうリフレッシュできるような環境を周りの人がサポートしてほしいなと思うけどね。うん、パリーグ勢いついてきましたね、やっぱり。こう他球場ですか、他球場もそうだし、はい、うん、ワンちゃん打ってきました、9キロも打ってた ね、調子いいよ。ショーも上がってきたからね。お、あ、そうですよ、よかった、うん、あ、ちょっと週明け阪神はね、日本ハムとなんですよね。あ、そうか、そうです、北海道で、はい、なんで帰ってきた中田選手がね、うん、きっと4番で、うん、そうだね、カチコーンと掘り込まれるよ。もうそろそろエンジンかけてくるぞ。今もオフはトレーニングなんかでは顔を合わせてますか、はい、一緒にやってますよ、はい、彼は彼でもういろんな今チームを背負ってるからね、うん、もう本当に目に見えないものと戦ってるから、まあ、それがやっぱチームの顔の選手の辛さだから。でもそれが経験できることをね、彼が感謝できるようになればもっと人として大きくなれるから、必ずなると思いますよ。怖いな。ナイスボール。おー、152カット。
ちょっとじゃあ会も終わったので僕はちょっとお手洗いの方に行ってらっしゃいませ。行ってきます。二人とも行っちゃうんですか？はい。二人とも行くんですけど。どっちか分けて行ってもらっていいですか？一人ちょっと回しといてください。普通一人でしょ。ちょっと回しといてください。普通一人でしょ。頑張って頑張って。スタッフ行っていいですよって言ったけど、普通じゃあ私お茶だけいただき。普通一人ずつ行きますよね。なんで二人じゃなきゃいけないみたいな。すごいですね。もうコメントすいません皆さん全然紹介できなくて、もうねお二人の世界ですから。すごいですね。何ですか今の息の合った二人は。あいろんなコメント紹介させていただきます、すごいですね。8位ですか生配信ランキング。ちょっとね7位になったら西岡選手喜ぶと思うんで、これ後ほどですね、はい、皆さんからの質問なんですかね。西岡選手、ムネリン選手に質問です。オムライスはケチャップ派ですか。うわこれ聞きにくいの来ましたね。デミグラスソース派ですか。これ聞きにくいですね。僕が睨まれる可能性ありますけどね。あショートをメインで守ることが多かったと思いますが、他に好きなポジション。あこれいいですね。今あの2人は栃木では結構サード守ったりファースト守ったりとかもしてるんで、ちょっとこれ後で聞きます、時間があれば。2000年の日本シリーズ優勝後の福岡の番組で阪神ファンは怖いって川崎さん言ってましたけど、まだ怖いですか。すごいですね、怖かったんだ。2003年かな、2002年、2003年かな、優勝したのは2003年ですもんね。だから2003年かな。はいはい。西岡さん川崎さんに質問です。あ佐藤選手何本打つと思いますかね。30本打ちそうって言ってましたけど、はい。剛さん、藤波選手について聞いたことのない話聞きたいです。あ結構これは突っ込む質問ですね。またちょっと後ほど私頑張って聞きたいと思いますけども、その他皆さん質問したいことあったらどんどんツイートしてみてください。そうね、こっちもたくさんいただいてるんですよ。そうですね、あこれいいじゃないですか。お二人の初恋はいつですかとか、バレンタインチョコ最高何個もらいましたかね。これどれぐらいあれですか、台本の進行いけてるんですか。ほとんど言ってないですよね。ほとんど言ってないです。大丈夫ですか、ま、指示くださいね、うん、でもいいですよね、試合ね二人で見ていただいてるんで。お帰りなさいませ。別で言ってくださいよ、一人ずつでしょ。なんで2人で行くの。だって今行きたかったんだもん。もう 今行かないと思う。いやそんなことない、いつでもいいけど2人一緒はやめてください。あ無理よ、はい、まあナイスプレー、はい、出たよ。あホームランパフォーマンスの話をしてくださいということなんで、うん、最近ねマルテ選手がラパンパラっていう、うん、あれなんですかね、ドミカ地元の国の芸人さんがやってるらしいんですけど、うん、はい、弓を引くようなポーズでやってますけど、はい、西岡選手もやってましたね。どんどんやればいい、何がダメなの。言ってないですよ、ダメないって誰もダメ言ってないよ。なんかダメって言われたん、言われてないよ。俺らの時は言われたんだ。あらら、言われたもん、うん、誰が言うんだろうね、誰でしょうね。まあなんか将来いろんな選手やってますよ今、んいろんな選手やってます。あいろんな選手やってどんどんやっちゃっていいの、うん、好きなようにグラウンド内はこの人らのパフォーマンスする場所なんだから、はい、何も制限もないし何もルールもない。相手に通して相手に対して、ね、侮辱するのがまずないか、そんな精神持ってないから、うん、それさえなければもう何やってももちろん、うん、そんな侮辱する選手がいないから、はい、自分に喜んでるだけなんだ。てかキャプテンマークかっこいいね。そうこれトラをモチーフにしてる。それこそね引きちぎるみたいなね。なるほど、はい、これちょっと見どころよ。よしどれからいきますか、質問。いいね、風もいい風吹いてます。たくさん質問が来ちゃったから質問させてください。はい、どうぞ。Any question。 え、なんかすごい深いの来ました、うん、ありがとうございます。転職中で今僕はやりたい仕事と周りから向いてると言われる仕事が違って悩んでいます、うん、やりたい仕事は前の職、前職と同じ仕事ですが、周りからは能力がないと言われました。でも僕自身は自分はできると信じていますが、人の意見も耳を貸さないといけないと思っています。お二人もいろんな経験をされているのでアドバイスをしてください。よろしくお願いします。とどうでしょう。
やりたい仕事があるんだけどそれは向いてないと言われると、うん、はい、でも僕自身はできると信じている。でもさ、周りの意見を聞いて そっちの方を聞くってことは自分の中でも自分の意思がブレてるからそういう風になるんじゃないのかな。なるほど、はい、分かる、分かります。物事だから僕はね、はい、努力、まあ、努力してというか努力して結果の残すことが僕は必然だと思うんですよ。まあ、じゃあ卵かけご飯を作りますという、はい、食べますという目的を持って卵を買いに行って醤油買いに行って米を研いで炊いて卵を乗せて食べる、努力するから食べれる結果が出る、はい、それも必然、はい、でも必然ばっかり追い求めてると偶然に出会えないんですよ。みんなこう物事って目標があってそこにこうストレートに直線で物事を描きたいんですよ、はい、直線で物事を見たい、そっちの方が一番近道だから、はい、でも現実問題その日は体調が悪かったりしていろんなことを曲線を描きながら、うん、結果この目的にゴールにたどり着いた時後々振り返ると大きなこう曲線を描いてゴールにたどり着くことが多いんですよね。それって周りの第三者から見るとあいつは遠回りしたなとか回り道してもっとこういうふうにしとけばってそれは第三者の意見であって自分自身にとっては一番の近道なんですよ、うん、でも物事をこの曲線で見れない人は偶然にも出会えない。この偶然に出会うことが経験としてすごい大きなものになるから、うんうん、だからあんまりその人のもちろん人の意見っていうのは、うん、ヒントにはしていいと思うんですけど、はい、結局は自分の人生だからね、うん、自分がやりたいものがあるんだったらそれをやればいいし、うん、そこでもしあ違うなと思ったら回避すればいいの。別に途中でやめても何も悪いことじゃない、はい、それは周りから見たら遠回りかもしれないけど、うん、あの時こういうふうに言ったじゃんって周りに言われても別にいいじゃんか、はい、その時に自分が得てその時にあやっぱこうだったんだなって気づければそれは自分のものになるんだから、はい、まあまあその人の、ね、年齢年も関係してくるし家族がいるのか現実問題ね、はい、家族がいて子供がいるのかとかどういう環境かもわからないからどの答えが正しいかわかんないですけど、でも物事は曲線、なるべく曲線で思い描いて想定外を作ったらダメなんですよ。まあグラウンドにいててまあ練習中にピッチャー投げた球がちょっと浮いて野手に当たりましたとかたまにあるじゃないですか、はいはい、あんなもグラウンド内にいてたらどこにボールが来るかわからないんだから、はい、想定内でしとかないといけないんですよ、はい、でもそれを想定内にできないからそういうしょうもない怪我が起きたりボールが当たったりだとか、うん、そういうことが起きてしまうんですよね、うん、まあ、ちょっと真面目に話しちゃったけど、いやいや真面目に話してまた野球の話にちょっと戻ったから今整理するの時間かかりましたけど、うん、でも自分のやりたいことを言ってていいってことですよね。もちろん、まあ、だから年齢とかその人の環境にもよるから、はい、一概にはね簡単に言えないけど、はい、どうですか川崎さん、うん、やりたいことをやっても大丈夫です。やりたいことがあるってことが幸せですよ。普通誰もやりたいことは見つからないんですよ、みんな。これが、ね、だから大変なんです、はい、やりたいことがあるって自分で分かってることが大事なんですよ。別にそれでいいです。それだけ分かっとけば、はい、あとはどっち行ってもいいです。もうどっちでもいいです。ありがとうございます。どっち行ったって苦しい道もあるし、はい、どっち行っても成功はあるし、それなんかプロ野球選手の移籍とかの時にも西岡選手が話してたことかもしれないです、うんうん、どっち行ってもそう、それなりにきついしっていう、ね、そう FA でね、うん、どのチームに行っても大変なこともあるし、はい、残っても大変なこともあるし、うん、正解はないですよ、うん、ゴールもない人生に。ハッピーターンうまかったね、さっきの。うまい。急に来たね。うまい。お手洗いだけじゃなかったな。いや、違う、お手洗いが帰ってきたらさ、バリ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 パッて聞こえるのは、ハッピーターンこうやって食ってんのよ。俺もちょっとちょうだい、ね、ハッピーターン、はいはい。さあ、視聴者からのコメントもたくさん来ておりますので、一度こちらのコーナーに移りましょう、はい、じゃじゃん。
世界一の二遊間質問専門ノック。ありがとうございます。いつもトロバンチャンネルのライブ配信では皆様からたくさんのコメント質問いただいているのですが、ご紹介できているものはごくわずか。このままでは視聴者の方々に申し訳ないということで、ここからは視聴者の皆様からのありとあらゆる質問にどんどん答えていただくコーナー、質問コーナーへと移ります。どっちが行く、はい、どっちが行く、難しいとこ。危ない。サンズレフトフライ、はい、質問コーナーですね。質問コーナーです、はい、そうです。さっきもね答えていただきましたけども、あんま視野ばっかり見ちゃダメなんだね。でもちょっと佐藤君ここまで見たいね。いやでもね見たいんです。じゃあ佐藤輝明見てからいきましょう、千本ノック。はい、テルテル見たい。やっぱりテルテル見たいね。うん、今日の第一打席は三振でしたね。これもヘッドの重み出てるか、当たったら飛んでる、飛ぶよ。スイングスピード143、速いもん。ヘッドの重みが効いてるから飛ぶんですか。うん、下半身がねしっかりしても体が前に流れてないの。しっかりストップしてるから、はい、ここ見どころだね。ワンアウト一塁二塁、チェック来た、ででん、今日2回目ここポイント、虎の目、虎の目。ここをテルテル、なんとかテルテルが見せると試合的には分からない。ちょっと左中間がレフトに放り込んでほしいね。テルテルテル来た、ここでレフトもありますよ、レフトもありますよ、佐藤輝明は、うん、来たんじゃないこれ初球。おしおし、いいことない。振ることがいいですね。こう、それでいいのよ。振るのが仕事。これでいいの。テルテルは見逃すのは仕事ではありません。今年は振るのが仕事。見逃す人はいっぱいいるから。はい、テルテルは振るのが仕事。はい、振りなさい。これ外まっすぐ行ったらレフト行かれるぞ。今変化球から上ですね。うん、分かってんのよ。だからバッテリーは。逆にインコース掘ってライトに打たしてる方が風で戻ってくると思ってるからね。まっすぐできたね。まっすぐだね。外まっすぐ。まあまあ外しに行ってるね。あ、だこれが甘めになったら危ないボールになったわけですね。うん、もう絶対甘いとこ掘らないもん、和田さんは。すごい。これみんなね見たいと思ってるから、オールスターの中間発表でも断然の1位ですよ。すごいね。すごい。いやでも出ないと。見たいよ。見たい見たい。これだけ触れるっていうのがすごいことですか、川崎さん。もうすごい、もうものすごいこと。もう三振の数もどんどん増やして。そう、三振をどんどんしていい。そのが見逃し三振じゃなくてね。うん。空振り三振をずっとしてほしい。もっともっとしてほしい。このスイングを見に来るからみんな。エンターテイナーよ。ほう、これを見て。このスイングも速いよ。148ぐらいスイングスピード。見せてごらん。152。あのあれを、数字を。出るかな。出るかな。ちょっと力入れたから148が150ぐらいいっとんちゃうか、これ出るか、来い、152、152来い、出さんのかい、ここは、時間かかるんですよ、このシステム。なるほど、確か、はい、すぐ出なかったと思うな。変化球だろうね。変化球ですか。うん、対応しろ、対応しろ、君ならできる。ここで一本出ればわからない。ああ、ナイスボール。チェンジアップか。うん、チェンジアップ。いやでよ、ナイススイングを。うん、グッスイング。うん、3回振った。お疲れ。いやそうですね、このスイングでも湧きますから、オールスターだったら特に。さすが和田先輩です。和田さんの意地がありますから、はい、一年棒には打たれるわけいかんって。うまいね、やっぱテクニックが、こういういいピッチャーとどんどん対戦していって、てるてるもどんどん自分の中で技術が上がっていくんですよ。はい、いいピッチャーと対戦しないといけないです。バッティング投手といくら練習しても上手くならないんですよ、プロ野球は。いい投手と対戦するからバッティングは良くなっていくんです。いや、さっきのそのなんかストレート待ちをバレないように構えるとか、なんかそういう話すごかったですね。雰囲気出さないんですよ。そういうの実践だけですもんね。梅ちゃん得点圏すごいね、4割1分、頑張って。タイガースの選手やっぱ入ってんもんね、得点圏。はい、梅野、佐藤、サンズ、マルテ、うん、よくランナー出てる6位までに入ってます、ね、本当。チェか、うん、いやこれチェ使い込まれた、うん、チェ使い出したね、追い込まれた、うん、もう和田さん、変わね、まっすぐスライダーじゃなくて、そう、この手が手を使い出したから、3回までまっすぐ
カーブだけでいけたってことは、まっすぐスライダーだけで、うん、4回からこの、まあ、ランナーもさ、ちょっと入れてるし、うん、ギアを入れたって感じだよね。これチャンスで梅ちゃんだからまだ質問いかないですけど、この次すごい質問いきますんで、はい、すっごい質問の、すごいの、すごいの、あーすごい、あれはすごい、続けた、続けたね、うん、ナイスピッチ、明らかに地に合ってない、もうまっすぐスライダーのもう眼像残りすぎてて、はい、地に対応できないですよ。というわけですごい質問を出そうとしてるんでしょ、それ当ててあげましょうか、その質問、はい、オムライスはケチャップ派ですか聞いてたんですかデミグラスソース派ですか聞いてたんですか違う、え、聞いてたんですか。いや、俺はなんか何でも聞こえるんだっていや、ちょっとそっちじゃないです、そっちじゃない、そっちじゃないです。お二人の初恋はいつですか来てますから、ファンから、すいません、来てますから、俺たちもさ、はい、家族もってさ既婚者のさ、いやいや、まあ、選手にさ、俺はもう、はい、いるそれ、いや、もう来てますから、もう左上、一番左上に来てます、すみません。俺でも初恋はね、はい、おぎゃーっとお母さんのお腹から生まれてきて、お母さんの初めて顔を見た、その顔が初恋よそう来た違うか、いや、いいよいいよ、俺もそれ言おうと思ってたのに、ね、言おうと思ってたの、お母さんが初恋、まあ、ママでしょ、僕、俺はいつまでたってマザコンっすよ、二人で、もうマザコン、みんなマザコンよ、そういう感じですか。そう、初恋も初中もママじゃないですか。いや、まあまあまあ、そうですけど、ママパパよ、じゃあ、じゅんちゃん子供いるでしょ、いますよ、チューしたでしょ、します、はい、ほっぺにゅーってやって、はい、やったわよ、はい、もうだから初恋、初恋や、そういうことですか、うん、言いくるめられてますね、これねじゃあ、ちょっと角度変えます、うん、バレンタインチョコ最高何個ですか、うん、めっちゃ考えてる、いや、でもいつですか、一番なんていうんですか、その数が多かったのは、もうそれはプロになってから、やっぱり、うん、プロ野球になってから、ここはもう数がやばいよ、いい、あ、そうですか、うん、このアイドルチックなの見てこの顔、いや確かに顔じゃない、顔じゃないっす、もう野球界の俺はキムタクや言ってキムタクや、おお、嬉しい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 インスタフォローしてるから、インスタフォローしてもうね、木村さんの、木村拓哉さんのね、話ばっかりするの、あの人はこうしてこうかっこいいから、いや、このね、40歳世代、我々キムタク世代ですから、そうなんですよ、俺もやから、あ、入ります、入りますよ、若いからまだ2丁か、もう僕は木村さんにね、ぜひ盗塁の話、盗塁を教えてもらいたいもんいや、いや、どう考えですかっていう、どういうスタート切りますかと木村さんに聞きたいんです、どういう意味でしょ、木村さんはね、本当にああいう人の観点ってすごいと、新しいことパッて言う可能性がある、まだお会いしたことはないないです、そんな、いつもプライドのドラマでしか、ああ、プライドが好きなんですね、だいぶ昔ですね、プライドの方ですね、え、アイスホッケーですか、アイスホッケーの方、アイスホッケーですか、はい、あ、はいはいはい、うわー、うまい打ち方した、え、いや、何の話でしたっけ、そうですよ、バレンタインチョコですよ、それ聞いても面白くないもんいや、もう答えたらパッていきますから、次、でもこれがすごい驚くような数だったりするわけで、でもね、僕はね、はい、2005年優勝して、はい、2006年 WBC、はい、行ってから一気に増えましたね、うん、やっぱだからメディアに出るっていうことが、はい、やっぱ見てもらうことが大事ですよね、はい、そんなん僕の顔見てチョコレートかっこいいとかあげる人いない野球選手、あ、いやそんなことないよね、強し、いや、それは西岡選手のプレースタイルプラスですよ、うん、こうね、襟足髪なびかせて茶髪で言ってしまったな、それよ、純ちゃん、え、いや、俺は絶対言わんとこうと思って言ってもった、それは女性ファンキャーキャーです、でも、いっぱいでももらいましたよ、チョコレートいっぱい食べたもう鼻血出る前に食べたチョコレートもうやっぱファン超大好き、ファンの人がくれるからね、一つ残さず俺全部食べた、うわ、何百個、うん、いやね、本出してね、いいでしょ、ブロマイドのね、うん、もうなんかもう恥ずかしい、今もう昔の自分を見ると、あ、そうですか、でもムネリンの方がもらってましたかね、チョコね、いやいや、それは分かんない、ジャニーズ系よ、あれだけど、でも本当にたくさんもらいました、本当にありがとうございました、小説のファンの皆さん本当にありがとうございました、いや、僕もねチョコ好きなんで食べさせてもらいました、はい、プロ野球に復帰するなら古巣以外で
どの球団がいいでしょうか。フルスイング限定だね。どこでプレーしたいですか。はい、どこでもいい。別にない。全くない。どこでしたいとか全くない。西岡選手は両リーグ経験してるからな、うん、はい、でもいろんなチームでこうルールとかそのチーム内の空気も違うから、はい、本当にいろんなチームでやってる選手っていうのはいろんな経験できてると思うから、あ僕以上にね経験してる人たちがいっぱいいるから、はい、一つの球団だけだとそこしか知らないからね。うん、ロッテと阪神はやっぱり違いは大きかったですか。もちろんもちろん、うん、ソフトバンクも違うだろうし話聞いてて、はい、もう全球団違いますよ。やっぱり昔の先輩方が継承してこられたことっていうのは未だに引き継がれてるわけですから、はい、うん、それをねそこに新しいものをなんか吹き込んでいきたいっていう考えがね持ってる方だから俺は、はい、そういうのはあんまり良くないから弾かれてしまうよね。え、そんなもんですか。わかんない。まあでもやっぱ新しいことするっていうのは結果が伴ってこないと、はい、やっぱ浸透していかないから。うーん、川崎選手はなんかここでプレーしてる。工藤さん偉い赤いなから、うん、赤い、赤かったね。お酒飲んでるのか。お酒飲んでるの。日焼け日焼け。どこかな。セリーグがいいですか。もうそうですね、セリーグだったらどこがいいだろうな。阪神もいいな、巨人もいいし、僕巨人ファンだったんですよ。あ、そうですか。うん、よく巨人の試合見てたんで。あ、でも入りたい、 BB に入りたいっていうのでプレーしたいっていうのはないですね。ファンはもう好きなのは好きなんですけど、はい、もう僕はプレーすることはソフトバンク以外はプレーはしたくないし、もういいですね、うん、イメージ湧かないです。 してみたいなとも思わない。今の独立の今のゴールデンブレーブスがベストです。めっちゃいいチームです。新しい考えも吹き込んで2人で、はい、そうですよ、いろいろやって楽しいですよ。今年二遊間組みました。うん、組みましたよ。公式戦で組みました。公式戦で組んだ。組んだか。うん、どっちがセカンドやったんですか。俺がセカンド。西岡さんセカンド。そう、うん、はい、じゃあ WBC の時と同じ。今度ねまたね8月8日ぐらいに組むからぜひ栃木に見に来てください。うん、来てください。もうそれ決まってるんですか、組むタイミング。はい、もうそれはねもうチームと球団としてイベントをしたいと、はい、いうことなんで、はい、8月8日まだチームとしての告知はまだだけど、はい、お先に出しちゃいましたねここで。だってもう宣伝してファンの人がさ来てくれたらさ8月8日ね。うん、8月8日いいじゃないですか。暑い時ですけどね、2人の人生で。まあこんな状況だからね、あんまりこう来てくださいっていうのも難しいんだけど。はい、いや最近見てたらお二人もやっぱファーストとかサードもやられるから。そうよ、いろんなとこ行ってんの、ね、え最後ピッチャーやりたいんだけどね。いやいや、ピッチャーいいのよ。いいよ、剛はやった方がいい。剛さんは高校時代とかはピッチャーはやってない。あ、やってないですか。僕剛がピッチャーをすることがあれば僕キャッチャーしますから。で僕キャッチャーをマジでしたいんですよ、防具つけて。俺一回交流戦でさ甲子園のスピードガンコンテスト140キロ出してるから。あ、すごいわ。試合前に甲子園で野手で2005年6年ぐらいじゃないかな。それロッテの時ですか。うん、もうたねえ、相手が藤本さんと、ああ関本さんか誰か出てきて、はい、125とかしょっぽーとか思って次俺の番やって、はいはい、バチーンと142ぐらい出て。すごい。でも今思った、試合前にあんな球よう掘れたなと。すごいわ。若い若い、若さで若さ。いやでもそれこそ若いね、2005年。もう今そんな試合前にスピードガンコンテストが出たくないもん。いやどうすんの壊れたらと。痛い痛い。そうですか。ありましたね。だからポジションの質問が結構ありましたよ。そのショート以外ではどこが好きですかみたいなのは。やっぱピッチャーやりたい俺は。俺キャッチャーやりたいな。キャッチャーなんですか。うん、キャッチャーやりたい。キャッチャーで本当にやりたい。え、お二人その野球始めてからのポジションの変遷っていうのはどういうあれだったんですか。俺はずっとセカンドショートばっかり、もうそこばっかり。そうですか。川崎さんは。僕はねピッチャーやったりショートセカンドサードこんな感じですね。あ、じゃあ二人は外野は経験されてない。外野はないんですよ。小学校の時キャッチャーやりたいんだ。キャッチャーやりたい。痛いやん。痛くない、痛くない。あのブロックとかあのいうの好きなのよ。はい、こういうのが体がね、いや分かるでしょ。なんか強しがピッチャーで俺キャッチャーっぽいでしょ。なんかむしろ大丈夫大丈夫ってパーンでいちいちピッチャーのとこ行ってもう来んな言われて。バッテリー組む時ね、バッテリー組む時来て、トラバンチャンネル、トラバンチャンネルで、うん、もう行きますよ多分。
口だけだからね、トラバンちゃん。いや来るよこれ、トラバン来るよこれ、ね、来てほしい、うん、来てほしい、本当に。俺もだから今キャッチャーの動きを、ね、見てんの、こうやって梅ちゃんとかチャックやとか、うん、こう見てんの、いちいちね、逐一見て。ちょっとここタイムよ、タイムタイム、うん、ちょっとこれタイム取るところ、そう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 、ナイスタイミング、はい、福原コーチ出ました。そうか、ちょっと苦しいけどな、タイガース。みんななんで皮膚が赤いんだろう、焼けたんかな、昨日もデーゲーム、昨日もデーゲーム、昨日でデーだから、はい、焼けてると思う、昨日で焼けたんか。それこそ6連戦続きでね、金曜日ナイターで土日デーゲームですね、今ね、タフだね、体的な時ですよね、大変な時ですよ、本当に頑張れ頑張れ、はい、怪我だけないようにね、怪我しないように。怪我か。さあ続いての質問いきましょう。結構ね、はい、技術系も来てますよ。どれがいいかな。ショートからの送球がランナー側にそれてしまいます。どうすればいいですか。投げたらちょっとシュート回転しちゃうんですかね。単純シンプル、シンプル的にも開くのが早い。もう肩がね、はい、肩がこう開いてしまうから、もうランナー側にショート回転、うん、シュート回転してランナー側に流れてしまう、この右肩をしっかりとファーストの方向けてシンプルに掘る、ただそれだけ以上。ありがとうございます。補足ありますか、川崎さん。 ないです、もう100点満点100点満点。補給の時に怖がって体が浮いてしまうのが悩みです。どうしたらいいですか。怖がって体が浮いてしまうのが悩みです、川崎さん。それはやっぱボールが硬いからですとか、もうちょっと柔らかいボールのスポーツをするとか、あのサッカーとか、まあ、野球だけじゃないんですから、スポーツは野球ばっかりしちゃダメってこと。野球をばっかりするから野球のボールが怖いと思うんだから、サッカーとかバスケとかしたら絶対怖がらないですよ、柔らかいから。だからそういうスポーツもやらないといけないです。いろんなスポーツしてください、野球だけじゃダメ。うわ、水泳もいいよ、水の中も。なんかお二人と喋ってると本当になんか正解に聞こえてきますよね。なんか僕はあのあれですよ、はい、周りの OB の野球選手とまた違いますからね考え方がね、え、はい、違う種目になっても他、お二人は昔話系どんな高校生活を送っていましたか。はい、西岡さん俺はさ、いつもこう思うねんけどさ、はい、僕はね、はい、もう小さいどっかもう英才教育されて育ってきたんですよ、はい、野球のね、野球のね、はい、ほんで大阪桐蔭に入っても寮で、ね、はい、3年間丸坊主にして、はい、厳しい寮生活を耐えて、はい、はるばるプロ野球の世界に入ってきたわけですよ、はい、オーマイガーワイルドピッチかな、入ってきて、はい、まあ、WBC だったり日本代表に、ね、オリンピックに選ばれる選手になれたわけです、はいはい、でももう一人のこの川崎宗則という男は、はい、鹿児島工業高校で、はい、野球の練習はまあ1時間2時間ちょちょってやってですよ、はい、でまあ練習が終われば、はい、まあ、コンビニ行って菓子パン食ったり友達と美味しいんだな、部活の後、うん、部活の後コーラ飲みながらチャリこいでね、はい、いう青春をしてあとはね、これバンドやってたの、これ、音楽のバンド、鹿児島工業で。そう、ほんで今日は試合なのに、はいはい、いや俺バンド行きたいからってバンド出たりしてたの、この人は。そんな男がベースグレーのジローベースをね、こんなにして今でもやってるよ、はい、今でもベース買うぞ、買うぞ、栃木でもちょっとバンド組むぞとか言っても YouTube やるぞ、ね、はい、そんな男がWBC にも選ばれ日本代表と同じところで戦ってるんですよ。だから正解がないのだから、本当ですね。そう、そうやって考えてプロに入ってきてる人、俺みたいにやってる野球選手はいっぱいいると思うよ、プロ野球に入ってくる人、はいはい、ほぼほぼだから西岡さんみたいな人の方が多いですよね、そりゃ 9割で、もう 9.9 割がもう、ここはもう本当、これ天然記念物よ本当に。いや、落合さん、顔の落合さんボーリングずっとちょっとね。あ、そうだ。そうやけど。あの人もボーリングでもうすぐやめまで、もう野球やめてボーリングずっとしょって。ね、プロボーラーになる。プロボーラーになる言うて。いや、プロボーラー。それもだから同じようなジャンルに入ってくるんですよ。だから僕らは本当にね、もう真面目なの。そう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 。もうすっごい厳しくされて、はいはいしか言えないんだから。はい。え、それ西岡さんもそうだったんですか。まあそっからこう俺は違うぞってなるとこあったけど。はい。でも宗さんに比べたらそんな
はい、どんなアマチャンで野球してきてんねんというぐらいの感覚でもそう考えたら僕ら甲子園行っても何の価値栄光も何も光栄には思ってます誇りにも思ってます、はいはいはい、でも勝ち取ったとか俺はこんだけのことしたっていうそんな胸を張れるようなことは何一つ残ってないですよそんなもん、そんなもんですよ、まあ、誇りには思ってるけど別に自慢自慢みんなにするっていうことはそんなないと、ないないない、うん、そんなことがなんかあんまり、うん、ないです、でもそれ思うのはその鹿児島工業でですよバンドも楽しんでた男が指名されたわけじゃないんですか、まあ、逆にその指名した方もすごいしもちろんされた川崎さんもすごいですけどその通り指名する方がすごいですよそれは当時ホークスのスカウトの方がすごいです。どこで目立ったんですか。そのいやどこでも目立ってないですよ。いつも1回戦が2回戦で負けてんだ。試合なんかしたことない。練習試合はあったんだけど、その練習試合で噂を書きつけたんですね。スカウトがやっぱホークススカウトすごいですよ。すごいですね。うん、だからね千賀投手とか海祖選手が周東選手とかも育成できてるわけでしょ。はい、そう考えその育成の選手がぐんぐん伸びてきて、はい、いるわけだからそれはすごいですね。そのはい。入ってしまえばやっぱりね本当にいろんなことがありますよね。ドラフト会議の時なんかどうですか。でも期待はしてもちろん見てた、ね、全然期待してないです。もう何もないから僕ら普通に大学に行くと思って練習してるんですから。あ、そうなんですね。そうでこんなですあの机こんなあの机で校長室で待つとかもしてなかったし、会見とかあんまなかったですか。会見とかもだから終わって大慌てでみんなし早く制服着ろって来て、はい、僕の帽子の後ついてますからいや鹿児島工業で初めてだからもう校長室でやるしかないって言って校長室に入ったんですよ。はあ、覚えてますよ。そうなるとだから入り方も違いますね西岡さん、うん、ね、西岡さんはもう指名来いでしょ。指名来いじゃないもう入れると思ってやってたからもう目的意識が高いから、はい、プロ野球にはもう入れると思うんだ。プロ野球で活躍することが目標だったからね、はい、だから先輩後輩が俺の中ではないの。全員がライバルなこのユニフォーム着たら、はい、分かる。分かります、まあ、だから先輩からすると生意気に感じちゃうかも分かんないよね、はい、でも感じてくれなかったからねこの人は宗さんは宗さんはそうね、うん、まあ、いろんな人生いろんなやり方があっていいってことです。いやでも本当2人とも若くしてショートで出てきてるからね、そこで共通することが一気にバッてあったわけですけど、すごいなあ。え、あそこにトラバンチャンネルライブ配信中って試合中に出てくれてんのあれ。そうなんですよ。へえ、そうなんですよ。ちょっと川崎宗則を先にしないとこれちょっとチェンジしてよ。いやいや、しなくていいって、しなくていいって。そこはね、これでいいやろ。多分ねスタッフは考えたと思いますよ。これはどっちが先かな、西岡剛か川崎宗則か。うん、いや西岡剛先の方がいいでしょう。あ、そう、一応ね、うん、虎っていうところを優先して。そうですよ、虎はやっぱ虎番だもん。ありがとう。高番じゃないもん。高番ないのか。高番はあったら高番もちょっと行かせる、うん、高番の時あったら ね、この川崎宗則かける西岡剛になる。そうそう、うん、これも高番というより俺これ胸チャンネルでやるから。胸チャンネル、ね、胸チャンネルでやるから。胸チャンネルの最近の活動は どうなんですか。どんなことやってるんですか。頑張ってますよ、はい、うん、でもなんかあれよ、好きなことを映像にしてなんかフォロワー数を頑張って増やしてとかあんまりしてないの彼は、うん、はい、でもなんか増えていってるから。それでいて増えるのがすごい。そう、はい、いいのいいの。自然、じんわりじんわりじんわり走っとけよ中野くん。いいランニング見せてみ。一塁から二塁までね、うん、どこまで行った。ランナー移して、おー、ナイスラン、ナイスラン。大事、なるほど、好き、大丈夫、なるほど、大事、見てる、みんな見てる、二塁まで行ってる、うん、いいベースランニング、プロらしい。全力とは言わんでもいいから、うん、はい、綺麗な軽快走、軽快走ね、会長層、会長層、会長層。優勝いただきたい、結成、結成したんですよ。だからこうハッピーがですね、いろんなところに配られまして、私も今日来てるっていうことなんで、はい、優勝までのカウントダウンはまだ出てない。まだ出てないです。たまにもうね、すぐ出だした人が尼崎の商店街の方はもうねやってると思いますよ。いいえ、いいえ、はい、危ない、あっと、くるっと回って、大丈夫かな、うん、もうニコニコやね、これ完璧に抜けた、抜けたね、うん。さあ和田先輩もここの5回、ここだよね、ここを乗り切ると、あ、抜けたね、グッと、あー、ガードかな、ガードついてないですか。いや、ついてるついてる、うん、ね、木並選手、あー、筒井コーチ、僕ね、筒井コーチ大好きなんです、はい、
この筒井コーチが二軍でずっといてる時から、はい、この人が一軍のヘッドコーチになったら面白いのになってずっと思ってた。やっぱ矢野監督ここ明るいですよね、うん、やっぱ矢野監督ちゃんと見てくれてたっすね。へよく声出して、うん、はい、筒井コーチのこの力っていうのはこの若い子たちに特に若い選手たちにエネルギーになってると思いますよ。改めてその魅力っていうのは筒井コーチ全員と一緒、全員と同じようにフランクに接する方です。ベテラン若手関係なく全員フランクに。へえ。お今セカンドうまかったね。難しいよね。難しい今の難しいよ、うん、セカンドの頃ね、うん、今の難しいんですか。難しい、弾いてもおかしくない。ゆっくり取って1個でいいっていう感じ、うん、しっかりナイスプレー。みんなエラーエラーしてさあーとか言ってるけど、エラーそんなとこフォーカスしなくていいのよ。今のなんかめちゃくちゃいい粘りしたよ。へえ。だって当たりは強くなかったじゃないですか。強くなかった。だからもうあの当たりが嫌なの、うん、先っぽでくしゃくしゃできてもう分かるの、もう本当に難しいの。きたー、不規則で、うん、あ、ヨーカー君来た。はい、来ましたよ。あれ、お二人注目、うん、はい、この人のスイングはすごいですよ。だもっとね、スタメンで見たいなっていう気持ちもあるんですけど、うんうんうん、それぐらいの選手ですか、やっぱり。うん、まあパワーあるしね、一発があるから、はい、まあ今やっぱ外国人選手がね、2人とも成績がいいから、うん、しょうがないよね。行っていいんだけどね、今のも、みんな見てほしくないね。大山君もそうだったけど、右のバッターの外からのスライダーっていうのがみんな対応、反応できてないですよね。やっぱ違うんでしょうね、曲がりが。普通の左のピッチャーと。そうかも分かんないですね、うん、だからちょっと曲がりが初めて見るような曲がりだから、これがやっぱりね、何回も対戦しとけば触れるんだけど。これは代打、あ、代打か。そう、代打よ、代打、代打、ダブルスイッチで変わってたんだ。木南君がセカンド行ってたもんね、うん、北条君のところ。そうそう、あ、そうかそうかそうか、ピッチャーのところ、ピッチャーのところだったんですね。藤波投手準備してましたね、うん、投げさせたい、ね。あ、このカーブが独特なんですね、和田投手は。だこのカーブ、外まっすぐっていうのを意識させて、和田投手89、もうまだ行きたいんですけど、はい、ヨーカ君ホームランだけ打たれたくないって考えた時に、まあ、チェをまだ投げてないからもう来そうだよ。まあ、ここでチェだね、ボヨヨーンってお化けして、はい、ボヨヨーンと振るんですよ、お化けのようにゴーストチェンジアップが和田剛先輩のいや、これまっすぐじゃん。打ちまっすぐいったね。おう、耐えたね、ナイス、リストカール、テクニック鍛えとったあ、それもやっぱ鍛えるのも必要なんですねいやいや、もうまあまあそうじゃねえかなって言って受け止まったっつって全部が全部本気に受け取らなくていいから、ね、いや結構素直なんですよ、まだ素直ね、伸びる子、純ちゃんはすいません、ありがとうございます。ゴリラ、もう一丁か、点差があるからやね、やっぱ、うん、そうだね、そういうことだよね。5対0、ナイスピッチ、143キロ、うん、ナイスピッチ。この後掛け合い来るみたいですよ。この後 CM 行って掛け合いですって。はい、イヤホンつけてますね、お二人ともね。これってアナウンサーは返事だけすればいいんでしたっけ、この後の掛け合いって。まず紫龍さんから一度下がって、はい、でもお話いただく感じで、はい、はいはいぐらいで、はいはい、アナウンサーは分かりました、向こうメインで、はい、了解です。そうですか。ちょっと質問、はい、いきますよ。はい、ください、はい。阪神の選手になって一番苦労したことは何ですか、西岡選手。阪神の選手になって一番苦労したこと、苦労したやっぱ怪我が多かったから、怪我ですね、苦労は。うん、なんか復帰してもてか、もしかしたら今でもかもしれないですけど、うん、影響は、うん、まあでも怪我するとね、やっぱりそれはもう一生こう背負っていかなければいけないものになるから、まあ、年取ってきたらね、また次々来るだろうし、はい、まあ、でもそれはね、戦った証でもあるから、うん、まあ、後悔は全くないですよ。ただね、このタイガースでもうちょっとファンの前でこの結果を残したかったっていうのが本当に本心で、はい、まあ、1年目いいスタート切れたんですけどね、はい、まあ、そこから年重ねるごとにこう、まあ、ちょっと事故的な怪我だったから、うん、
でもそれも俺の運命だから、はい、それを経験してリハビリを経てまた今こうやって野球できてるっていうのがすごい幸せですからね、はい、まあでも価値観はだん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 変わっていきますよ、はい、今は怪我していろいろ今はもうスーパー楽しい、もうこの宗さんと一緒に野球して、はい、宗さん2003年のダイハード打線はヤバかったですか。おーヤバかったですね。これやっぱりヤバかったですか。ヤバかったですよ、先輩たちもすごかったですよ。ヤバかったです。これ西岡選手もねきっとテレビで見てた日本シリーズですけど、うん、だから川崎さんが出てきた時ですもんね、ちょうど。そうです ね定着した時、はいはい、定着した時でしたけど、はい、本当に。この甲子園5回終了でグラウンドに水が打たれているという状況です。5対0ソフトバンクリード。さあ今日はですね、YouTube トラバンチャンネルは西岡剛さんと川崎宗則さんのもう本音トークでお楽しみをいただいているというところなんですが、それではちょっと YouTube の方のトラバンチャンネルのスタジオとつなぎましょう。西岡さん、川崎さん、はい、こんにちは、はい、こんにちは、西岡さん、はい、ちょっとタイガースね厳しい展開になってますけれども、どうご覧になってますか、はい、いやもう今首位ですから、もうそんな一戦負けることぐらいでそんな気にしなくていいんですもう楽しんでこの甲子園戦ってください。西岡さん、改めてですけれども、はい、西岡さんがもうタイガースにで6年プレーしている間に入ってきた、例えば梅野であったり、はい、大山であったり、はい、堂々たる主軸で、はい、どんな風にご覧になってますか。いやもう彼らがね少しずつこう成長していって、もうこのチームを引っ張る存在で今はある選手になってますから、はい、本当にもう特に梅野選手なんかはねこのチームをしっかりと引っ張って優勝を導こうという気持ちが多分強いと思うんですよね、はい、まあ、それでまあ自分自身も空回りする部分はあると思うんですけど、もう空回りしてもいいからもう自分の人生を野球人生を楽しんでプレーしてほしい、もうただそれだけです。 はい、あとね、はい、ここねマウンドにはここでは出てこないようなんですけども、うん、今ブルペンに後輩、はい、藤浪晋太郎がいるんですよ。はい、見てました。どうご覧になってますか。いやもう彼も本当にいろんな経験をしてね、またこの一軍のグラウンドに立てるっていうことが多分いろんな思いがあると思うんですよね。そしてまだまだこれからまだ彼も若いですから、うん、いろんな失敗もいろんな壁にぶち当たることもたくさんあると思いますけど、まあ、大阪桐蔭のこの力もありますから、きっちりと乗り越えてまた一軍で成績を残してチームのために戦ってくれる選手になると思います。はい、島根さん応援してください、はい、うんうんとうなずいて聞いてらっしゃいますが、はい、という西岡さんのご意見ですが、いや、まあ、スケールの大きな選手ですし、はい、まあ、10勝以上したことも何回もありますし、まあ、長いこと野球やってりゃいろんな壁ありますから、はい、この壁乗り越えてまた一個スケール大きくなればいいんじゃないですか。はい、リリーフ向いてますかね。去年の後半というか前半か、はい、こっちは後半か、はい、ずっとリリーフやってて1イニングに集中してボンって投げさせるのもその手でそれうまくいって今年の前半もうまくいったんで、はい、またそういう形で使っていくのもいいかなと思いますけどね、はい、さあそして川崎さん、はい、まあ、ホークス OB でいらっしゃる、はい、川崎さんが今年のタイガース、まあ、あのご自分のプレーの傍ら見てるって感じになると思いますがどうですか、はい、あのタイガース今年いいですよ。開幕から順調です、はい、順調だと思います。外国人も本当によく頑張ってるし、若い選手とまたベテラン選手もね、糸井君がまあベンチに、僕同級生なんですけど、はい、糸井君、まあ、だけどこういて野手はバランス取れてるなと、ピッチャー陣も頑張ってますし今年すごい期待してます、はい、そして和田投手って川崎さんいいピッチャーですね。最高ですね。もう今年、和田さんが140キロ台をね、40歳で、昔は130キロだったんですけどまだ成長してるんですよ。あ、そこがすごいです。向上心の本当塊のような先輩です。皆さんバッターボックスでは戸惑う和田投手の速球って言われるんですが、ショートから見てて彼のボールってどんな風に見えるんですか。和田さんはね、あの実はコントロールいいように見えて実はコントロール良くないんですよ。なので逆球で首ひねるんですけど、あれわざとなんですよ。大した何も思ってないんですよ。大体あそこに行けばいいっていう考えなんで、それをみんなコントロールいい、コントロールいいと思って和田さんのことをちょっとそういうイメージで見るとちょっと大変なんで、もう大体できてるんですよね。はい、
うん、和田さんっていうピッチャーは。これちょっと早めにタイガース内に教えておいてあげたら、だから僕よかったこのタイミングで言えてよかったなと思いますけど、まあ来年以降ちょっとね、日本シリーズでちょっと危ないかもしれない。あとね、川崎さん、はい、和田投手もくっきりその試合覚えてたんですけど、はい、前回の和田投手の甲子園の登板が2007年の交流戦で、はい、和田と下柳が投げ合って0対0できて、川崎の決勝タイムリーでホークス勝ってるんですよ。でした、球児さんからね、はい、もう余計なことするから胸に。そうです、すいません、球児さん。やっぱ球児さんとの試合でした。シオンさんが投げていいピッチングして、試合もねパンパン早かったんですよ。はい、でね、ちょっと大阪のね、よ行かないといけない店があったから、早く行かないといけないと思って、もうこれだから早く決めたんだ、もう決めました、もうすいません、もう両チームのために、はい。はい、ということで、この後もどうぞ、はい、トークよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、 OK です。最高です、お二人。和田さんはコントロールはそんなになんですか？そうですよ、大体なんですよ。そうですか。そういうイメージを持たせるんですよ。結構逆球で空振り三振多いんですよ。ただ体のキレがね、すごく腕振るんで、はいはい、ものすごいタイミング取りにくいと思うんですけど。で、前だ、投げさせますね、やっぱり。80だ。そうですね、いきますよね。まあ、7回まで行きたいですよね。まあ、明日休みだから中継ぎもね、休めさせたら、1日2日休めたら大きいからね。5点差っていうのが、これが本当に助かりますよね。うんうん、はい、というわけで、じゃあ一旦質問コーナーはこれまでということで、皆様ありがとうございました。また生配信の終盤でも質問千本ノックの続きを行う予定ですので、引き続きお楽しみください。それでは再びてっぺんトークに参りたいと思います。続いてのテーマはこちら。え、もう一回千本ノック、こちら。日本一ということで、今シーズン36年ぶりの日本一を目指す阪神タイガース。一方で西岡選手は日本一2回、川崎選手は3回日本一を経験されています。日本一の味は格別というところで、いろんな話をしていきたいと思うんですけども、そうなんです。タイガース西岡さん36年してないということで、うん、日本一。僕37歳だからね、僕1歳の時に優勝してるから。はい、85年、85年、1歳でしたね。僕84年、4年だからね。ケンタッキーの、ね、カーネルおじさんが道頓堀にバチンと来られてね。見たみたいに言ってますけど、はい、やっぱり日本一ね、格別だと思いますけども、うん、いかがでしたか、改めて。でも人生過ぎてしまえば、はい、あ、優勝したなぐらいなんですよ。お、そんなもんですか。そんなもんですよ。そんな、だからもう勝ちにこだわらなくていいですよ。もうなんか5月から優勝優勝言ってるんですけど、我々勝ちにこだわらなくていいって言いつつ、はい、そのぐらいリフレッシュさせて野球やってくださいと、はい、結果そこにつながりますから。はい、今からそんな優勝優勝って、はい、もう8匹切りぐらいで抑えておきます。じゃあ毎回それで足元救われるんで。まあそんなこともありました。そんなこともありました。はい、まあまあまあ、でもね、もうそうやって宣伝打って阪神タイガースをバーンとメディアで持ち上げてください。はい、それはもう頑張って我々も盛り上げていきたいと思いますけども、はい、川崎さん、はい、まあ、トークテーマ日本一なんでね、うん、日本一になった時の思いも聞かせてもらいたいんですけど。それは日本一はもうみんなチームは盛り上がるし、はい、ね、もう一番やっぱり全員が目指しているとこでしょう、はい、そこはあのみんな目指してますけど、でもやっぱり選手になったらね、剛も今言われた通り、見えないものなんですよ、日本一って、はい、見えない先のことなんか分からないことなんですよ。だからそこにあんまり優勝一、優勝なると、優勝すると日本一になると、日本一になると言っても見えないじゃないですか、はい、明日、じゃあ明日日本一にならないわけでしょ。ってことは自分の目の前のことをやるしかないんですよ。そう、その積み重ねです、うん、だからそういうことの積み重ねが結局日本一につながるかもしれないし、つながらないかもしれないんで、はい、だからそう考えたときに、その見えないものにあんま追いすぎるのは良くないんですよ、はい、さあ日本一になりました、良かったですよ、すごくいい思いさせてもらったんですけど、うん、果たして日本一になった時に、日本一になりたいなりたいって言って毎日試合やってたかって、そんなこと一回思ったことがあった、はい、今日の試合、今日のピッチャー、今日の今のシチュエーションをどうやるかってことを考えてたんで、あんまり日本一は見えないものに戦うべきではないですよ、うん、あ、もういいと思います。
ありがとうございます。ハッピー脱いだ方がいいんですけど、ハッピー飽きます。いやいやいや、ハッピー飽きます。盛り上げます。はい、これが仕事ですから。はい、はい、その通り、その通り。いや、でもそうですよね。そう、目の前、目の前、目の前の繰り返し。143試合。143試合。そうですね。長いですよ。西岡剛さん、2005年はリーグ2位、2010年はリーグ3位。そうですよ、はい、ロッテはプレーオフが強い。そう、でもね、そう、リーグ優勝は経験したことないからね。そうか。そう、やっぱリーグ優勝っていうのを経験したかったですね、一回。やっぱまた違うね、嬉しさはあると思うんですよね。これ2005年、2010年はリーグ優勝はソフトバンクなんですね。そう、で、はい、プレーオフで倒してね、はい、もうそこがもう頂上決戦って感じだもんね。そこ勝った後はもうオールスターって感じですよ。あ、パリーグで日本シリーズはもうお祭りみたいな、うん、2010年の CS ファイナルでの勝利の瞬間、西岡さん嬉し泣き。うん、まあその時はね、もう、あ、日本で、あ、もうプレー今年で終わりだなと思ってね。そういうことか。ちょうどね、まあ、キャプテンもやってたし、はい、最後優勝もさせたかったし、もう一番は川崎宗則選手と一緒にもうプレーができなくなるなっていうことで、っていうことで、うん、ことで涙流してたかも分かんない。しかもまた飛んできたのよ、次の年で行ったから、結局、うん、すぐ追ってきたから、すぐ追って、よし行くぞーっつって、はいはいっつって、いやもう、でも僕らがね、でも混じり合うことってまずないんですよ、はい、今回この栃木でも別に俺栃木でやるから一緒にやろうよとかいう誘いもなかったし、お互いがね、はい、今年は今年どこでやるのとかいう相談もないし、はい、契約書乾くすまで、あ、今年栃木、あ、俺も栃木、あ、そうなみたいな感じですよ。そうだったんですか。そう、去年もね、うん、そう、もういい大人ですから、俺は何の相談もしない、ね、もういい大人です、そういう付き合いですよお手洗いは一緒に行くのに、お手洗いはね、まあ、タイミングが一緒でしょ、ね、ことはお手洗いタイミング一緒だったけど、二、ね、人でいる時なんかもう会話ゼロです。ゼロではない、ゼロではないよ、ゼロではない、いや、そうですか、はあ、川崎宗則さんは2003年、2011年、うん、2017年日本一を経験しているということで、うん、ね、2003年の話はしていただいてますけども、接触プレーで脳震盪のハプニングがあったんですね。うん、ありましたね、甲子園の時に田中修太さんと接触、 あの時はそうですね、救急車で吐きまくったのを覚えてますね。うん、あ、そうですか。もともと三半規管弱い、なんかね、酔いやすいんですよね、多分、うん、乗り物とかに得意じゃないんですよ。え、脳震盪でじゃなくて、その救急車の乗り物に乗ったからっていうのもあった。いや、それはないと思います。ああ、びっくりした。はい、失礼しました。まあでもね、日本一を何度も経験されているというところで、だから西岡さんは日本シリーズはタイガースでは経験してるけど、その時もリーグ優勝ではないということか、うん、そうですね。そうか、そうか、そうか、そうか。まあ、日本シリーズはあれなんですね、西岡さんにとったらお祭りみたいな感じなんですね。そうそう、もうそこでみんな名前打って、はい、目立てばいいの。だって日本シリーズまで行ってるんだから。その通り、はい、うん、それで負け、勝ち負け、勝ったらラッキー、はい、それでいい、うん、ましてや負けたら攻められるなんて、ね、攻められる必要がないです、はいはいはい、まあ、最後俺で終わっちゃった時あったけどね。あれもでももう7年前か、うん、懐かしいですね。かな、あれもちょっと阪神ファンからしたらね、やっぱり納得いかない部分もあのプレーのね、僕の真相を言っていいですか。お願いしますよ。あれ、まあ、ワンアウト満塁でしたよね、はいはい、で1点差負けてて、ファーストゴロ打った瞬間に、はい、もう僕はゲッツーだと思ったんですね、はい、ゲッツーだと思って、その打った瞬間のゲッツーと思って、あと何が自分にできるんだろう、はい、そしたら僕はこのラインギリギリを走って、はい、このキャッチャーのね、はい、走塁の、はい、まあ、まあ、妨害しようとした、はい、妨害しようとしたじゃないけど、ルールにのっとった、そうですよね、うん、ギリギリのプレーを攻めたの、はい、でも左バッターって打つと、はい、最初ランナーのこっちから入ってるラインの内側になってしまうの絶対、はいはい、これほとんどの右バッターもそう、だいたい内側から外に走っていく、はいはいはい、で僕はだいたいキャッチャーが投げてくるだろうっていう瞬間にこのラインの方をバチって踏んだの、はい、そこで当たったの、はい、それは妨害なのかな。だから当たってる時は線上を踏んでるから、はい、
そこはルールは野球としてどうなの？僕の中ではトリックプレーと思ってるから。はい、はい、どう思う？もう聞いてなかったな今、うん、いやいやめっちゃ声出た、めっちゃ声出た。何そのルール上のルール的にがその分かんないよね俺ら審判が。なんだろうね。いやだからさ、打ってまあもちろん、うん、俺打って普通に内側に行くんだよね、行くんだけど、あの走るときは内側から外側に行くってことやろ、うん、そうそう。でその途中で当たってるわけやろ。その途中で当たってんねんけど、当たる瞬間に線上、この一塁の線上ファールラインね、うん、あの四角のこの、うん、そうね、 あるよね、あのそこに左足をパチッと俺入れたの。左足入れたのね、線上の上にね、うん、だからその時に主審が言ったんやろ、うん、主審は見てるわけよ、うん、見てて剛の動きを見て、一回でも剛がピュッてこっちにいようもんならこっちに入ろうが、それを多分取られると思うよ。もしあれが別に当たらなかったらいいんだけど、当たってしまった時にはその剛がこっちに行ってるのを、うこっちに行ったな、はい、これ当たったら取るぞっていうのを待ってるわけよね多分。うん、当たらんかったら当たらんかったで別にそれでいいの、はい、だからそういうなんかでも当たった時は線上に当たってんのよ、うん、だから多分その線上の前の動きをね、前の動きを見て、 それ見て、あ内側こっち、あ内側寄ったな、はい、これでもうダメ、これでもし何か当たったらもう全部アウトって。そう、でもあそうだからなんかね、そういうこともちゃんと説明をあのね、案外知らないルールなんですよ。それ知っとけばさカーンって言って、それでアウトになると僕らちゃんと知っとけば、あいや、でもそれをね打ってあちゃーと思った瞬間にひらめいてるっていうのがすごくない？あすごいそうでしょ、はい、だからなんとかね、こうこっちが 俺でも打った後こっちも行きたくなるもん、なんか当たらんかなと思う普通に、はい、だからそれがやっぱり審判としてはそれを見てるんだろうね、うん、まあ、ある種ベストのプレーを追った結果なんですよね、8対俺の中では ね、うん、そうですね、すごいよな。どういうこともある今成さんのモノマネ満感で、ああありました、うん、はあ、覚えてます？覚えてますよ。なりはもうネタないでしょもう、まあ、もう出しすぎたでしょ。すごいですよあの方も、うん、このチャンネルでも活躍してくださってますし、まあ、やっぱ俺はもう今関東にいるからね、はい、全然見ないの、はあ、関西の番組ってさ向こう映らないから、はいはい、阪神の情報全く、大阪いる時はさ、はい、阪神阪神阪神だけど、はい、関東行ってはい、阪神の情報流れてこないで、あ今関西だけだったんだいや、まあ、それはそうですよ多 多分そうです、はい、この今成とかも出てるんですよねテレビにいっぱい出てます、うん、はい、そんなも全然わかんないからね。そうか、でもみんなでもさ野球やめてもさ、はい、それテレビに出て活躍してることが嬉しい、はい、うん、今成さんはあのアカデミーのコーチもしながらで、はいはい、やってまして、いやいいバッターやったよ、うん、ああそうですよね、うん、上本選手もアカデミーのコーチになられて、あそうなんですね、ウェポンね、ウェポンめっちゃいいです、ウェポンもいつかまた阪神のねコーチになるね、うん、存在になるでしょうね。だって同じポジションでノック受けてるのはずっと見てきたんで我々、うん、西岡さんとめちゃくちゃいい子ですよ彼は、性格が、まあ、ちょっとおとなしすぎるからこう心に秘めたものがね強すぎるからね、もっと楽しくやってほしかったけどね野球、はい、さあそれではまた次の話題に行きましょうか。川崎さんがメジャーに行くまでの期間、あなるほどね、ホークスもかなり苦しい期間を過ごしてこられましたということで、こちらクライマックスの呪いなんて書かれちゃってます、はい、書かれちゃってますが、そうなんですよね、西岡選手がいたロッテが勝ったなんてこともありましたけども、そうですね4-5、そうですよね、斉藤和美さんがマウンドでこう、そうですね、ありましたね、がっくりっていうのはすごく覚えてますけども、うん、こんな感じで勝てなかったですね、うん、クライマックスですね、クライマックスね、なかなか勝てなかったですね、これやっぱり難しさというか、そうですよ、うん、難しいです、クライマックス相手もプロ野球選手で強いチームなんで、はい、なかなかそれは短期決戦をね、うん、簡単に勝てる相手ではないですよ、うんうん、でクライマックスだからどうみたいなのはなんかあったんですか？そういうわけではない？いやそういうわけじゃないです、これが野球なんですよ、うん、プロ野球の試合だから、プロ野球の試合はそういうものなんです、うん、絶対ホークスが勝てるっていう保証はないんです、うん、なので2位3位の方が基本的に楽ですよね、あ絶対、だからそういう意味ではプロ野球のチームはどこも強いってことです、そう、あ、うん、プロの軍団も
序盤からもねそのお話いただいてますけども、はい、そうですよ。だから2005年2010年、ロッテに敗北ということで、そうか、2010年はもうだから西岡選手はもう日本でプレーしなくなるからっていうね特別な思いもあったでしょうし、そう2010年はねもう球団のね社長とかと、まあ、2009年僕が成績ちょっとガタンと落ちて野球が面白くなくなった年だったんですよね。メンタル的にもちょっと落ちて、うん、その時に目標を立ててアメリカに行くと、はい、でまあ、アメリカに行くんであれば、まあ、西岡キャプテンだから、うん、チームを優勝条件としてね、アメリカにポスティング行く条件として首位打者と優勝できることがあればメジャーに行かせてあげると、はい、アメリカの方に行かせてあげると、はい、そういうなんかこう人参をぶら下げられると僕はもうすぐ燃え上がるからまあそれをキャッチした、それをキャッチします、普通、うん、すごい。だって本当に首位打者取れましたもんね。206本打ってますからね、うん、その年川崎さんもめっちゃ頑張ってたんですよ。そうそう、僕も190本打って強し206ですよ。しかもショートで守って松井和夫さんも200本打ったことないんですよ。ショートのポジションで206本打つのもどんだけ大変なことかってことですよ。高橋芳彦さんでさえ、高橋芳彦さんも西岡さんを生んだ生んだら芳彦さんでさえ200本以上打てなかったんです。だからショートのポジションで僕ら分かるんですよ。だからあの時剛が200本打った時めちゃくちゃ嬉しかったですもん。自分も打ちたかったですよ。でもみんな体力的にはもうボロボロなんですよ、はい、ようやっとるお互い、はい、そこで206を打つってことがどれだけ大変なことかっていうのが、だからショートで打つことはこれから、まあ、外野手の方はね、はい、打ってると思うんですけど、内野手で打つのはちょっとという気持ちがしますけどね、まあ、今分かんないですよ。これからもしかしたらそういうショートが出てくるかもしれないですけど、はい、ショートの運動量っていうのはね、強しやっぱあるよね、うん、野球選手として大変運動大変セカンドショート大変よ、大変だ、まあ、イージーシートとか、ね、そうですか、うん、その裏側がありましたね。いやこれだけね CS ロッテも強かったんで、うん、ね、まあでもねポイントを聞きたくなりますけど、なんかこうやってお話聞いてるとメンタルのところなんでしょうね。メンタルが一番大事ですよ、はい、メンタルが脳を支配してるんだから、 脳がメンタルに与える影響が強いからね、はい、だから脳頭の中をリフレッシュさせてあげないとプレッシャーだけを与えるとね、はい、体が固まってしまうから、特に2位3位だとそういうフレッシュ感とか勢いっていうのはつきやすかったですよね。でも1位だったらさ、はい、俺らは優勝シーズン優勝したんだからもう絶対日本シリーズに出ないといけない、はい、というプレッシャーに駆られてしまう。いやこれタイガース及川っていうこちらも2年目のピッチャーですよ、うん、この子いいピッチャーね、横浜高校、うん、すごい打ちにくそう、なんかちょっとあれですか、特殊というかスペシャルな部分があるんですか、投げ方とか球筋とか。スライダーいいですよ、ギュッと、さっきギーター三振取ったかな、はい、アウト取ったやつもちょっと曲がりかなりブレーキ効いてますよ。いい選手多いなやっぱタイガースも。どちらへ。お手洗いに。お手洗いに。水ばっかり飲んでるから。はい。じゃあそうそう。川崎さんいいです。無理に行かなくていいです。川崎さん。はい。僕も大丈夫。確かによくね水分取られてますけどお二人。そうですよ。もう川崎さんにも質問結構来てますよ。川崎さんいいコーチになりそうですね。確かに二人が、まあ、別のユニフォームを着ててもいいですけどコーチとかになったら。ええよコーチね。いつか体動かなくなったらコーチ。にならないといけないのかなと思うんですけど、はい、生涯現役なんで、はい、うん、あ、生涯現役なんだ。そうですね。なので、いやでも見たいですよ。声を張り上げてるムネリンさん。そうですね。盛り上げたいコーチになったら頑張ります。はい、盛り上げますよ。ムネリンさん、はい、僕も6月3日誕生日でしたという方、26歳になりました。おめでとうございます。26歳。おめでとうございます。同じ誕生日同士頑張りましょうといただきましたけども、うん、そうなんですよね。改めまして6月3日。40歳はい誕生日になりました。ありがとうございます。不惑ですね、はい、惑わずという40歳になりました、うん、40歳になりましたけど、純ちゃんも40歳じゃないですか。純ちゃんあれなんですよいつですか。9月です、ね、9月。じゃあまだ30代なわけですね。39です。ちょっとフレッシュじゃないですか。そうなんですよ。どうですか40歳。40歳本当に何も変わらないです
まあそうですよね。それは前日と当日で変わっても困るんですけど。何も変わらないですけど、でもやっぱりいいですよね。40ってなるのが早いな。そう先輩。帰りなさいませ。40歳の抱負なんかどうですか。ああまあ特にないもんないですね。抱負とか変わらず。人生抱負なんかあっても疲れるだけやで、やめとった方がいいよ。なんで抱負言うてお前疲れるで。うわ。米がうまけりゃいいよ。そうですか。酒がうまけりゃいいよ。いいでしょ。いいな。やめましょうね。いいですね。はい、こういう方と触れ合ってると西岡さんなんかこう刺激というか疲れるよ。え？なんか勉強になりますね、なんか。いやいやいや、勉強になりますよ。ね。てるてるだからちょっとそこ行きましょう。うん、ちょっともう静かにしといてね。はい。帰ってきて静かにされてもなと思ってちょっと振ってみたんですけど、はい、うわし体重乗ってるよ。さあ和田先輩のまた追い込まれたけど追い込まれて、これ初球も変化球でした。はい、初球の内側からのスラーブ、大きいスライダー。はいはいはい、まあ、点数もあるしね、インコースつけるもんね。つけるしね、もう反応、まあもう7回かチェンジアップ、うまい。大丈夫、下向くな、上を向いとけ。大丈夫大丈夫。 Welcome to the Pro-Acu。 Welcome to。 これがこういうピッチャーと対戦して、はいね、2年3年4年後、しかしいい球、和田さん、うん、本当にプロ野球のやっぱり先輩をとしての必死よ。ピッチャーが教えるんですよ、こういうのは。うーん、同じチームメイトは教えれないんですよ。落ち込む必要がない。どしーとしてるもん、ほら。でもどしーっとしてますよね、雰囲気。雰囲気。しかし小田先輩もほらすごいよ、この会話でも。これもこの絶好調の阪神打線、ね、このまま行くね。行くよこれ。次100球目。いや多分中継ぎ休ませようと思ってますよ。そう。え？だから甲子園相性いいんやな、やっぱし2007年下さんと投げ合って、はい、時もバシバシだし、甲子園でもベスト8まで、ベスト4、ベスト8まで。はい。ほら元気やもん。飛び跳ねてるもん、ね、飛び跳ねてるもん。すごいね、思い出すんだろうな高校の時の。見えんてだから工藤さん。見えへん見えへん見えへん、ちょっともうちょっと全く見えへん。もしかしたら寝とる可能性あるの。見えんと言うと。ああ今日勝ったら杉内さんに並ぶんですって。おお、杉内さんもめっちゃ勝ってるわ。交流戦、はい、ああそう考えたら涌井がねすごいね。涌井すごいね。涌井はやっぱすごい。うわー、海ちゃんもついていってるけど勢いあるよ。工藤さん、和田さんの時は早めに変えてるからな。どうなんでしょう、和田さん自身がね、ちょい行きますよって言うかもわかんないですね、はい、うん、工藤さんもまあ和田さんのピッチング見てまだまだいける。だからもうピッチャーの変えるタイミングっていうのは工藤さん、まあ、もちろん監督さんたちが選ぶんでしょうけど、やっぱそこでの見極めっていうのも、まあ、毎日キャンプからずっと見てるわけですよ、はい、キャンプブルペンに毎回行ってピッチャー陣のオープン戦シーズン入ってってずっと見てるから、はい、その変え時っていうのも工藤さんが持ってますよね、はい、変えないと思うよ。ああそうなんだ。難しいよ。うまい、ナイスケタ。あらボーイ。あー素晴らしい。素晴らしいね。さあ続いてのてっぺんトーク、テーマはこちらです。侍ジャパンということで来ました。こうね、阪神戦を見ながら日本代表についても語ってもらおうということでございまして、侍ジャパン WBC で日の丸を背負い世界一の称号も手に入れたお二人だからこそ語ることができる世界の敵と戦うことの難しさ、厳しさ、そして東京オリンピックの日本代表にとって大切なことについてここからはお聞きしていきたいと思います。というわけで来ました、よろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ、お二人 WBC2006 年、北京オリンピック2008年、戦っていますけども、一番印象に残ってる試合とかっていうのはあります？これっていうのは、まあ、僕はもうタッチアップの事件があったから、世紀の、うん、まあ、アメリカ戦でも、あの時アメリカのチームっていうのはデレック・ジーターがいて、A ロッドがいて、とんでもないドリームチームだったからね、うん、
まあ、そのせい、そのアメリカと戦ってグラウンドに立った時っていうのはちょっと震えましたね。あ、うん、緊張はしなかったけどね、楽しかったですよ。あ、そうですか。川崎さんはどうですか。いや、僕もアメリカ戦はやっぱメジャー対戦した時は緊張しました。もう覚えてる、エンジェルスの今大谷君がやってるとこで、うん、はい、緊張した。ジーターおったりケン・グリフィーおったり、うん、うわーと思ったっすよ。へー、ドキドキしてた、もう震えてました。でもそれぐらいインパクトある試合でした。うわー、そこで西岡さんは楽しかったと。うん、楽しかった。だって何も先輩とかはさ、日の丸の重みだのってバーって言われてたけど、重みなんか感じてプレーなんかする必要ないよ。着れてることは、その日の丸のユニフォーム着てることはすごい誇りに思ってるし、それは自分自身が一番思って、それで力抜くとかそんなことはもうまずないわけだから。でも楽しめたってことはまだ分からないんですよね。21歳だから、右も左も分からない21歳の子がいきなり日の丸背負わされて、日の丸の重みとかそんなのを感じる余裕すらないんですよ。だから結果残せたんだと思う、はい、代表の時にね。それがでも今37、今年7になるんですけど、今じゃあチームのキャプテンとしてやってくれっていうような立場になればもう来たくない。あ、怖さを知ってるから。でも若いそれこそテルテル行った方がいいですよ。え、佐藤君出した方がいい、東京オリンピック。あ、そうですか。うん、俺なら出す。まだまだ早いとか、まだまだとかないですよ。勝手に思っちゃってました。ちょうどいい年じゃないですか、西岡剛が出た年と。本当です ね、うん、いいですよ。選んであげてほしい、経験させてあげてほしい。だって日本の宝になる可能性があるんだから。はい、そう思うとその、まあ、21歳で出てたという西岡さんとか川崎さんもすごすぎますけど、やっぱり成熟してるメンバーがほとんどですね、今の代表メンバーって。そうです、うん、成熟するとね、ちょっとやっぱプレッシャー感じると思うんですよ。プレッシャー感じさせる必要がない。あ、うん、いや、またシーズン、そのオリンピック、日の丸代表終わった後にまだシーズンも残ってるからね。そうですね、そう、それが一番の仕事だから。はい、じゃあちょっとトイレ行ってきます。はい、いってらっしゃいませ。どうぞどうぞ、ゆっくりゆっくり喋って、いっぱい。あ、高野無理ですか。トイレそれ左行って右よ。オッケー。あれ言ってなかったのさっき。言ってない、言ってない。おかしいな。どうぞどうぞ。そうですか、うん、いや、佐藤輝明日本代表案は斬新。いやいや、入れるべきだと思いますけどね。はい、あ、皆さんなんか同意とか賛成とかっていう意見も別にいいでしょ。それはもうそのぐらいのスケールの選手っていうのはもうみんな認めたんだから、はい、ただこれから野球人生長いから、はい、まだまだいろんな壁にはぶち当たると思うんだけど、うんうんうん、今年この直近であるであれば絶対僕なら選びますね。あ、すごいな。あの、初、あ、タイガース、あ、他誰行ってほしいですかっていう。近本も選びますね。近本選手行ってほしいな。意外と名前出てないんですよね、はい、見る目ないですね。あら、誰が先行してるんですか。そんな、そこまではわからないですけども、うん、いや、でも近本選手一番必要、短期決戦でこういう足の使える選手、はい、うん、めちゃくちゃ必要です。いや、足使える選手ね、意外とね、外野陣も吉田正尚、うん、鈴木誠也、はい、もちろんそのメンバーも、ね、柳田、はい、もちろん素晴らしいですけど、うん、足ってなるとね、うん、近本選手、はい、選びたいですね。本当ですね、うん、タイガースいますよ。そうか、あの、西岡選手ってなんでその初めてじゃないですか、世界大会でピッチャーと対戦するの、うん、その中でこうあれだけ打ってたっていうのは、まあ、単純に感性でしょうね。はあ、感覚。だって日本人らしいピッチャーってやっぱ少なかったじゃないですか。なんか個性的だし、ボールもね、はい、ちょっと動くでしょうし、はい、感性ですか。あとはだから楽しむってことですよ。そっちになるんですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ハッピーだ。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
はい、質問に答える前にハッピーターン行ってますから、はい、行っちゃおう西岡さん、はい、ね、いやいや感性ともう一つの話なんですけど、西岡さん、ん、感性と、まあ、メンタルですね。本当にメンタルですよ、はい、まあ、楽しむ気持ちですか。うん、だって野球なんかさ、始めたきっかけみんな何、このプロ野球選手今これ戦ってるやつ人ら何から始めたの。楽しかったから、公園でさ、はい、ゴムボールでさ、プラスチックバットから始めたんじゃない、みんなでしょうね、はい、そっからじゃあなんでここまで来たの。楽しいからやりたい、小学生になってもやりたい、はい、小学生でちょっと結果残して、あ、中学生になってもやりたいって親に言って、はい、高校でもやりたいって言って、はい、楽しいことをやり続けた結果 でプロになるとこ仕事になるんですよ、はい、給料をもらってね、うん、そしたらもう面白さはなくなってくるの。これもう、これはもう当たり前なの、うんうん、みんなが仕事でさ、電車乗って、ああ今日も仕事行くのかっていう日あるでしょ、はい、野球選手も一緒です。人間ですから、仕事に来てるわけだから、はい、球場行くときに、うわ今日行きたくないなとか、うわ今日から、今日からこの体もう筋肉痛なりすぎてちょっとしんどいなってほぼ毎日のように思ってますよ。へえ。でこのフェンスの檻の中に閉じ込められてスポットライトを当てられて、はい、え、ええ、檻の中にいる動物園みたいな動物のような気分になる時がある。へえ。でもめちゃくちゃ嬉しい、誇りに思って戦ってましたよ、はい、毎日。ああ、そっか。だって非現実的世界じゃないですか、プロ野球選手の人たちなんか。ね、夢の世界ですからね、はい、でもそこの夢の中にいてる間って気づけないんですよ、はい、中にいてるから、はい、この外に出た時に改めて、ああこのプロ野球の世界っていうのはすごいんだなと、はい、まあ、戻りたくても戻れない、うん、場所でもあるし、まあでも別にそこだけじゃなくても生きてたらもっといろんなもんが発見できるんだなっていうのも、そこから抜けないと発見もできないし、はい、僕はこの栃木3年間行ったことによってすごくいい勉強、いい経験できたので、はい、栃木のチームにはすごく感謝してますよ、うん、でもそれをね、その前にはこの阪神タイガース、この人気球団であるチームに入ったことによって、あ、こんだけのマスコミがいてんのかと、はい、僕らのロッテのキャンプの時なんか1年目、はい、カメラ5台ぐらいですよ、はい、でも阪神のキャンプ行ったらもう何台ありますか、あれマジで何台ありますかね。50台はありますか。50まではいかないですか。20ぐらいあると思うんですよ。いやいや、もっとありますよ、うん、スタッフだけで何人ですか。あ、スタッフはものすごいいますね、多分。キャンプに100人単位でいますね。100人ぐらい、どんだけ人いてるんだと邪魔ですよ、あれは、何、一つの会社に5人、6人みんなついてくるでしょ、はい、もうロッテなんか1人なんだから、はい、だからそんなところの環境をまた経験できたことも僕にとってはプラスだし、はい、こんだけのファンの前で甲子園球場をホームグラウンドにして戦えた、はい、僕らが小さい頃甲子園に行きたいっつって野球を始めた場所、はい、もう本当に野球の聖地ですよ、日本の、はい、そこをこうホームグラウンドにしてるってことはどれだけテンション上がることか、はい、だから今もソフトバンクの選手はテンション上がってる、上がりまくってる、そうそうそう、ね、多分ね、そうよ、そういうこと、はい、みんな多分ピッチャー甲子園投げたいと思うよ、パ・リーグの選手とか。うまい、わあ、甲斐大活躍ですね。その前のシュートの盗塁聞いてますよ、うん、いや川崎さん、あの世界大会の話から、はい、ここまで西岡選手が喋ってくださったんですけど、はい、ちょっと一つですね、うん、WBC で西岡さんが川崎さんにビンタしたっていう話あるじゃないですか、うん、本当ですか。本当ですねビンタじゃないよ、うん、ビンタじゃない、ビンタじゃない、ビンタとかではなくてこうね、お、胸落ち着けよ、大丈夫だからな、大丈夫だよ胸って言ってやってくれたの。へー、ビンタではない。へー、それどのタイミング、どういうあれだったんですか。ベンチに帰ってきて、僕がエラーして、はい、2回ぐらいエラーしてから、はい、慌ててたんですね、はい、そしたらもう落ち着き、胸落ち着けってことでパチパチパチンってやってくる。僕はね、いつもね、慌てることがあんまないの、はい、プレーの中で。でもその宗さんもあんま慌てることがないの、うん、常に落ち着いてプレーすることを心がけてるから、
ここで送るんですね。6対0すごいね。1点の和田さんに投げさす、8回表で次バレンティン対か。あ、和田さんが、和田さんここまでか。ここでバレンティン来るんよすごい栃木にこれくれ栃木にくれすごいすごいな、ね、グラシアルデスパイネいないですしね今ね、ソフトバンク、はい、いやだからさっきだから日本シリーズもあり得るわけで、この3戦目はめっちゃ大事って話がもう離れないですもん僕、うん、序盤から大事、まあ、これが今の本当のレベルの差を感じさせられますよね、ストレートに言うとね。うん、でもまだまだ分かんないですよ、まだまだこの今の若い選手たちはね、1試合1試合積み重ねて、はい、クライマックス日本シリーズの時期までにはもっと成長してくるから、う、ね、うん、変わってくる、うん、シーズン中変わってくる、だからそんなん気にする必要ないけど、はい、戦う前にね、そういうところ、ここは絶対今日勝つんだと、うん、もうこれもう見せつけですよ、はい、勝ち方があるんですよ、勝つだけじゃダメなんです、うん、もうトラウマにさせたい、そう、ここでもうバレンティンがホームラン打つようなことがあれば、もう息の根を完全に、これを誰が見てるかってこと、阪神の選手たちも見てる、ベンチも見てる、はい、そしてブルペンに見てる、ブルペンのピッチャーたちも見てるわけですよ、はい、一人が打たれてるんじゃないですか、全員が打たれるようなもんなんですよ、うん、だからチームでダメージは大ダメージがあるんですよ、一番はベンチ、はあ、6対0で送りバントしてワンアウト、まだ初回始まったばっかりで8回ですよ、うん、それでもこの野球を続けられる、矢野監督から、ね、矢野監督からしたらクソと思ってますよこの攻め方は、うん、そうですか、それがソフトバンクが今日本一続けてる何連敗前4連覇ですかね、日本一4連覇してる王者の戦い方ですよ、すごい抜け身がない、スタメンじゃ使わないですね、あんまりバレンティンのことを ね阪神来たらいいの阪神もいい外国人たくさんいますから、うん、ここはピッチャーゴロです。まあ、バレンティンもこの使われ方をするのはあんまりね、気分的には良くないと思ってるからね、うん、はい、ちょっとねソフトバンクではヤクルトにいた時の活躍はできてないですけど、うん、ポンちゃん痩せたねちょっとね、本田コーチそこ行きましたね、うん、ソフトバンクずっと二遊間組んでて、これも最強よ、はい、セカンド本田、はい、ショート川崎宗則、これも最強な二遊間よ本当に。ポンちゃんとはよく練習してたよ、うん、本当に素晴らしい、僕同級生なんですよ、はい、すごくいい選手ですよ、僕あの大学から来た、社会人から、社会人から来ただから僕より後に入ってきたんですけど、はい、すぐもう一軍に定着して出るの、抜けたね、うん、これ風乗っていくのよこれは、うん、風乗っていくのか、ナイスバッティングはもう分かってるから、その打ち方するよね、うん、ないもう外野が前に来てるって分かってるから、ちょっと大きめに振ってるもん、コンパクトに逆方向の、そう考えた時にこのバッテリーの攻めもね、うん、まあでも結果論だから、そんなごめん今のはすいません、もう結果論今のは OK、 今のは言わない、結果論して、いやでもいい打ち方しとんね、この風に乗ってね、うん、こっちグーッと、ほらこっからこのカードからスタメンに入ってきて、2軍から上がってきてね、牧原選手の代わりに、はい、結果出しましたよね、はい、初戦は打てなかったのかな、ただ昨日今日って打ってね、まあタイガースもね、ホークスも若い選手が本当にたくさんいますけど、7対0、9回慎太郎をちょっと投げさせたいね、投げさすかな、うん、投げさせていいと思う、投げさせていいですか、うん、投げさせていい、ちょっとなんか点差開いて負けゲームでっていう、関係ない、負けゲームだろう関係ない、その慎太郎のため、うんうん、先日はねリードしてての9回だったから、うん、わここで矢野監督っていう思いましたけどね、難しい、あ、これは難しい、ね、これもヒットよ、これヒットだね、うん、これはヒット、2人
二人はヒットって言ってます。うん、ヒットヒット。今のはヒットです。そんな打つさんでヒットだから。うん、そんな顔そんなとこ取らなくていいから。打ったバッターだけを顔。そういうこと。いいスピンかかってること見て。うん、まあもちろんねコースも甘かったししっかり線、うん。跳ねてるから。跳ねてるね。うん、難しいよ。記録で出ましたかね現場ではね。ヒットだって、うん、ヒットにしてほしいですね。ヒットです。お二人の話聞いてるとやっぱりピッチャーだけはエラーにしてくれと思ってるかもしれない。ピッチャーはね、ピッチャー心理だろうね。ピッチャー心理はね。いやだって普段だったら普通にこう見逃してしまうようなセカンドゴロでもこれがいいプレーなんだって言われたらそうなんですかってなりますもん。難しいですよ。いや甲子園っていう球場本当にタフなんです、うん、それぐらいだからみんなね僕らは分かるんですよ。この1個の難しいプレーなんです。簡単に見えるけど、はい、だからナイスプレーって声かけてあげることが大事だと思うんですよ。 それをねしれーっと帰らされてもみんなでねやっぱ励まし合ってね、はい、やっていかないと。やってる本人は分かってるんだけど、うん、言われたらもっと嬉しいですよ、うん。8対0もうここは走りません、うん、のステイです。はい、そうですか。あの川崎さんから見てあの今の日本球界で東京オリンピック代表キーマンであるとかこの選手ソフトバンクで行ってほしいみたいな期待はありますか？僕はもう代表選手はもう全員ソフトバンクで行かしたい派ですから急に触れましたね、うん、なんでそのいろいろ入れるのかなが分かんないですなんで入れるんですか？だってもうチームプレーもサインプレーもしなくていいじゃないですか。行ってピッチャーも結構人見知り多いんですよ。本当に金メダル取りたければもう日本一になったチームがそのままそっくりそのまま行ってじゃあ DH のとこをじゃあ巨人の坂本選手とか岡本選手ちょっともらいますと菅野選手もらいますでいいじゃないですか。あのもう基本は全部ソフトバンクでいい。それは日本一だ。例えばそれが阪神だったら阪神の選手は全部行けばいいんです。そうわざわざ毎回会う人も一緒だしスタッフも一緒だし練習のメニューも変わらないし、はい、どうぞって感じで。はい、僕はいつもそれ定義してるんですけど、なんかみんなそれはなんかあるんでしょうね。いろいろ酔わないとなんかあると思うけど、本当に勝ちたければもう日本一だったチームはそのまま行けばいいんです。へー、うん、その分のボーナスをちゃんと払ってくれて、はい、はい、新しい勝つんだったらですね。あ、でも工業オリンピックってスポーツなんで。いやそうですよね。国のっていう思うとなんか国で勝てばそれだけいいけど、うん、まあでも盛り上がるためには工業と考えたらいろんな選手を入れたら、はい、いいと思いますけど。ですって西岡さん。うん、その通り。そうなんや。代表で仲良かった方とか、お二人当然仲良しなのは知ってるんですけど、それ以外ではどうでしたか？それこそいろんな世代、いろんなチームからいるじゃないですか。うん。だから僕とか青木さんとか同級生で良かったですね、うん、はい。だからいつも青木さん、お二人ね、僕、うん、剛で飯食いよく行ってましたね。今野手とピッチャーは本当に別なんで、はい、練習メニューも終わるのがで野手は僕は内野手、僕ら内野手が同じグループなんで、はい、まあ、合うんですよ。リズムも練習終わるタイミングも合うから、うん、はい、青木さんもまあ外野手なんで全部俺が決める場所剛何食いたいってもう2人聞いてくるから、あ今日お肉もう店こっち用意しとくって今日俺寿司食べたい、あじゃあ用意しといてってでも、ああそうか、まあでもそうか、若手っちゃ若手ですもんね、その当時で言ったら。そう、その3人ぐらい。そうそうそう、ね、緊張しなかったですか、あのベテランさんとか。僕はね、だから先輩に対してだからライバルとして見るから、せっかくこの代表に選ばれたんであればこの9人の、まあ、セカンドのポジションを俺は取ると思って目つき輝かしてたから、はい、うん、そうか、もう代表内も争いだったわけですね、僕の中ではね、はい、で代表に選ばれる以上は試合に出たい、じゃあそこのポジションを被る人たちは誰なんだと、はい、まあ、その人たちのことを僕はライバル視して戦い続けてたと、うん、まあ、今はそんなないですけどね、はい、うん、それが21歳の若造がね、はい、そういうこうなんていうの気持ちで戦いに来たら年上先輩方は面白くないかも分かんないですよね。いやでもなんかね、でも僕からしたら関係ないから、はい、プロで戦ってるんだからね、はい、でもまあ辞めて社会人になればそれはまた別の問題になってくるけど、いいな、まあそんな感じですよ僕はいつも。でもね、仕事でのパフォーマンスが全てっていうのは結構他の業種も同じ部分もあるかもしれないんでね、
はい、というわけで最後のてっぺんトーク、テーマはこちらです。この方は別格だったんじゃないかということで、イチローさんでございます。日本ではもう数々の勲章を取りまして、メジャーでは262本のシーズン最多安打記録と、数々のてっぺんを極めたレジェンドでございます。お二人は2006年に WBC で共にプレー、川崎さんは2012年にマリナーズで共にプレーされました。もう川崎さんとイチローさんのなんかつながりというか追っかけ具合っていうのはね、メディアを通して皆さんも知ってると思いますけども、イチローさんです。改めて、はい、どんな方ですか。イチローさんは本当にすごい人です。尊敬する大先輩でもあり、はい、もう大大大先輩です。あのそのイチローさんに追っかけるんだみたいなのはいつから思ってたんですか。あのいつからじゃなくて、その FA 取った時にはイチローさんの同じプレーしたいなと思ってたんで、2006年一緒に WBC 一郎と一緒に行ってから、はい、あの交流を持たせてもらいましたんで、はい、その時から行きたいと思ってましたよ。52番もそのなんか一郎さんのとかでしたっけ。いや関係ないですね。あ、それは関係ないですか。これは関係ないですね。背番号がそこに余ってたからもらっただけですね。50番で、ね、その前ちょっと時間がずれるなと思って今聞いてたんで、はい、じゃあ2006年の時が初めての。そうですね、初めて会いました。ご飯とかは2人は行かれてたんですか、イチロー選手とか。いや、僕一回行きましたね。焼肉行ったっすね、チームで。うん、行きましたね、ご飯も。初めて出会った日がその、あ、そっか、焼肉の前に会ってるのか。でも代表の WBC、うん、WBC の時に WBC で会いましたよ。いや、改めてこの数々ヒット打たれてきたお二人ですけど、それでもこうイチローさんはまたちょっと格の違うものっていう風に見てらっしゃったんですか。うん、僕はあの彼が左バッターで出てきたから、中学校の時に左に変えたし、彼のおかげで野球選手だったんで、はい、格別ですよ僕は。すごいですね、はい、ありがとうございます。西岡さんは。もちろん僕もあの家にポスター貼ってましたから。そうなんです、ね、三ツ矢サイダーの、三ツ矢サイダーのイチローさんのポスター家に貼ってたから。まあ、それも格別というか、まあ、もうなんていうんですかね、10年に1回会えたらいいなと思ってなんかずっと一緒にいたい方ではないです。いや、それ痛、なんか偉大な、偉大すぎて、はい、もう10年に1回イチローさん生で見れた、ありがとうございますぐらいで。そのレベルですか。でいいです僕は。川崎さんは同じチームでね、プレーしてますけど、はい、同じチームでやらせてもらいました、はい、そのグラウンド以外ではどういう感じだったんですか。ああ、もう先輩後輩ですよ、ちゃんと、はい、普通にちゃんと敬語を使ってましたし僕は、はいはい、普通グラウンド以外では本当に優しい先輩ですよ。普通の可愛いチャーミングな、はい、先輩です。若干イチローさんの話になったらなんか緊張してません。いや、もうイチローさんの話をどうせするだろうなと思ったけど、この疲れた時に来るんかいってことでイラッとしてます。もうちょっと元気な時にさせんかい。疲れてたんだ。もう疲れるわいな、もう5時間。もう3時間。あ、でも今日早いですね、3時間。それでもこの大事な試合をなんとかしたいのに、イチローさんはすごいんだから、もっと早めに出してくるから、せっかくここで来たかと、ここで来たかと。はい、じゅんちゃんセンスなかったな。いや、これはですね、私が受け止めます私が受け止めますここは。はい、そうなんですよ。お、原口来ました。はよ、打て、バチッと 8-0 か。でもやっぱり日本シリーズとか考えたら、なんか1点2点返しておきたいなってやっぱり思います。ソフトバンク8-0だけど、はい、加山勝ちパターンですか。系統もちょっとシビアなんですね。本当にトラウマ与えようとしてますか。はい、いや、すごいな、146出るんだから。だから左ピッチャーに対してのね、この阪神の打線のアプローチが今日はあんまり良くない。これの外すらとか、はい、もう見てやっぱ左ピッチャー来てますもんね。左、もちろん木浪君、近本君っていうバッターが、左バッターってとかいうのもあるんでしょうけど、いや、今のもギリギリの一球でした、うんうん、厳しいボールよ。
通信進化してる146でパワーシパワーシツーシームだけどちょっと座ってんのもよくないねストレッチ始めました西岡さん、はい、僕らはね今日7時からねヨガ行ってるからえヨガしに行って朝から朝ヨガしてきた朝ヨガうわ気持ちよかった昨日もあれよこっちのグラウンド借りてはい野球の練習しておおまさに現役いろんな球場で練習するの楽しいですよ、うん、栃木でもいろんな球場で試合してるから楽しい初めて行く球場だから、うん、はい、うん、楽しいロッカーがない球場とかもあるんだから僕らテントのとこでロッカーにしてやるときもあるんだそうそうそういいの最高最高と言えるのがまたいいですねいやそうよプロ野球のクーラー効いてさ、はい、寝れるこんな椅子ポケーってロッカー1人1個ないんだからグランドもいいしねそう、はい、あロッカーって1人1個あるあそうそうそうですねうん、はいうん、ナイスカットいやナイスカットだけどナイスボールだよさすが1軍の本当に8パターンの、ね、いいピッチャーですね日本一のピッチャーであそこに投げ切るんだもんあもう久々野球の試合見ましたけどつくづくやっぱうまいなと思うわ、うん、プロ野球の選手は本当うまい今の球でもカットも原口君もすごいし、うんはい、いやもう本当にまた野球したくなるわ本当昔言ったあの店さんに似てますねああそうかも、うん、店さんが店さんこの店さんもこういう感じで早かったもん球うまいおーナイスカットよかった同じような店さん森福さんそうですねでか山さんですね、うん流れがありますねただソフトバンク交流戦ちょっと勝ててないですねねえあのそうみたいですねねえそうなんですよ、まあ、ちょっとブレイクタイムですよブレイクタイムねえなんか昨日今日見てたらまた勢いつきそうな感じがしますけどねえ同じ相手も同じプロだからそう簡単に勝てないです、うん、そういうことなんですね、うん、矢野監督やっぱちょっと険しい顔しますねさすがに、うん、歌でも歌えばいいんだけどね、うん、おうまいうわー低めのボールうまいツーベースこれはお、スリー行くんじゃないかないや、いったいけえいかんでいいようんあうわーナイスプレーナイスバッティングすごいヘッドスライディングすごいこの辺がまだ点差とか関係ない感じがしますね関係ない関係ない、関係ない、まあでも原口くんが打つっていうことがなんか嬉しいよねこれも通算こんだけ出張って見てしまうともう振ってないもん振ってないカーンってしただけ見ててこのスイングこれプロのバッターよこれプロ、うん、これでもほらスリーベースになるんですからうわすごいですよねヘッドの効かせ方このランニング明日張るぞいやナイスランよしナイスプレーすげえ喜んでる原口くんファンもおめでとうあの子ともかわいいこれが夢は本当よああこれ点差関係ないですね関係ない関係ないそんな、うん、そんな関係ない再建岡くんもう行ってしまえ初球カモンよし しかしこっから加山すごいよ、うん、ビシビシこのベースの角を使って打ってもファールしかならない、今打ってもファールだもんね見逃したらカウントをどん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 追い詰められてしまうから、うん、振るしかないんだけど、うん、で中でもう一丁飛ばすかいやーファーストフライファーストフライかあやっぱ加山っていうピッチャーも146-7で変化してるってなんかすごいですねすごいですね球も速くなりましたねなんかイメージより速いなって思いましたね、うん、30キロで146投げるようになりましたがしかもあの角度ですからあの角度で145-6出るってことは、はい、相当本人のテクニックとトレーニングと、はい、がもうマッチしてるんでしょうねラッパッパーそうなんですよちょっとね交流戦今2割飛んで五輪で出てますけど調子落としてたんですけど昨日ホームラン、うん、マルテ選手のインコースのさばき方もうまいですねうまいよね、うん、左脇開けてね、うん、独特のこの独特というか向こうの選手は多いんですよ多いこう抜いて、ね、抜いてチャポイント近くしてしっかりインコースもフェアゾーンに飛ばすっていう打ち方なんですけど
もうちっちゃい時からそういう打ち方やってるんですよ、うん、小さい時からやってるからできる、うん、もうそういうのが染みついてるから彼らからしたら普通なんですよ、うん、日本だとその教え方はしないんですか。なかなかそれができる、うん、体の強さを持ってる選手がやっぱ日本人では少ないです。わあ、お二人が選ぶ最強助っ人は今ですか。いや、これまで。これまでじゃないですか。最強助っ人、最強助っ人いっぱいいるな。いっぱいいるよ。ソフトバンクいたな。いっぱいいる。いっぱいいる。どうですか、パッと出てくるのは。いや、さっきのバレンティンだってそうだし。はい。僕はやっぱファルケンボーグはね、すごかったね。ファルケンボーグピッチャーできた。マジで、うん。ファルケンがすごかった。ファルケンを守っててもう本当に、もうバッターが本当に申し訳ないなっていう。うん、いやもう本当にそう。と味方でよかった。チーンやったもん。ファルケン来たら。ファルケンボーグ。すごかった。最強助っ人でもデストラーデとかもやばいね。あ、デストラーデ。タフィーローズもやばかったっすね、うん、デストラーデってはでも同じ時期。デストラーデはね、僕アメリカ行った時向こうでスカウトかなんかしてましたね。ああ、強しなんかファミスタで使ってたんですよ。そうそうすごいな。それがすごいな。僕らでも僕らでも言えるじゃないですか。えすごいな。違う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 。僕アメリカ行った時にスカウトしてた。イメージ的には一緒にやってる一緒にやってる、ね、一緒にやってるって付け加えないと。強しそれデストラーデとかブーマとか言うよそんなこと言っとったらクロマティとか言うよ。そういうんじゃない。一緒にやっ、ああ先っぽここだけ甘くいった。珍しい。いいよこの2点大きいよ、うん、これでかいよ、うん、しかし1球だけだね。まあ嫉妬やったね、うん、あピッチャーを投げた瞬間にあっって感じで、ね、言った思った。まあでも点差空いてるからちょっとこれがね、もう1点差とかだったらこんな嫉妬絶対犯さないから。もう大体で、まあまあでもとりあえず2点返した。はい、見ますかこのパフォーマンスを。よしよし、喜んであげてください皆さん。この2点うわいで、よかった。よしバモン、クーポエでバモン、ナイス、よくやった。本当にルイシエントビエン。もうちょっと先ですね。うわ先やけどうまいよね、うん、うまい。肘の使い方が運んでるよ。ロッテは外国人選手で大活躍したっていうのは。フランコ。あ、フランコさん知ってる。知ってますよ。もう当時から40何歳でしたもんね。そう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 、一番活躍した。フランコさん確かにすごかった。レオンリー。いやでもそれ一緒にやってないですよね。障害打率3割2分ぐらいありましたね、うんうん、はい、え、変えるのここで。変えました、ね、もう片休めさすんだね。そう思うとロッテっていうのは外国人選手云々というよりかは結構もうそう、ね、日本人の多いですよ、うん、国内で多いですよ。固めてっていうの多いですね。でも2005年優勝した時はね、イースンヨプがいたり。あ、イースンヨプか。そう、外国人の力もベニー・アグバヤニがいたり。アグバヤニ、うん、外国人の力はすごくあれでしたよ、必要でしたよ。いやだから今年はタイガースはマルテもサンズも、うん、でスアレスもね、うん、スアレスも球速いからね、すごくいいんで。スアレスソフトバンクからでしょ、うん、はい、ね、ソフトバンクの時から早かったもんね。早かったよ。今年162キロ出してました。この良かった2点ね。この2点でもまあ雄三は本当悔しいだろうけど1球だけ、はい、まあその前のやっぱ原口君の粘り、はい、あれがやっぱこのあのホームラン、マルテのホームランを生みましたよ。彼のショートスイングでいい球だけどカットカットカットカチンでスリーベース、しっかり三塁まで走ったからこそ。あれはすごかったな。あれが二塁で止まってたらね、こんな結果にならないです。もっと広く使おうと思ってた。三塁にいるからいろいろプレッシャーあるんですよ、ピッチャーも。暴投しちゃいけないとか。本当だったら誘導だったらもっと厳しく膝元に投げたかったはずなんだけど、はい、それが甘く入るわけですから。これはもう原口君もだから、これが打線っていう線なんですよ。1点じゃなくて線。いい話の後に申し訳ないですけど、雄三って呼ぶんですね。
あ、加山ね。加山雄三。雄三、雄三。加山。加山雄三、その雄三雄三ですね。そこ入れ込んでましたね。今作ってるだけやからね。これ本家、これ本家。もうちょっとムネリンさん油断できないんですよ。油断できない。そうなんですよ。でピッチャーが変わったというところで、たくさん質問来てますけどどれ行きましょう。ヒーローになった時の自分へのご褒美はありましたか？何もない。あれ？何もないよ、ヒーローになっただけで。そんなもんですか？そんなもんよ。143試合あったらね、うん、なんか試合後になんかご褒美とか、うん、ない。え？何も起きない。いつもと一緒、シーズン中は毎日がヒーローですか？そう、全然その時がヒーローとかじゃなくて、うん、エラーした日も打てなかった日も毎日ご褒美あげてます、はい、僕。何何何、当然そういうことです。ただ当然ちょっとアイスクリーム食べようみたいな。アイスクリームは毎日食べてるわ。毎日もうあんだけのとこにいて放り込まれて、あんだけの放り込まれて、ああ、やってんだからもう、まあ、試合終わった後はご褒美を、毎日試合よく生きて帰ってきたっつって、160キロの球がここに当たって死ななくてよかったっていつも自分を褒めてたよ。そうですか。本当に死ぬかもしれないこの日々。そんなシーズン中にご褒美とかないよ。ないんですか？ないない。2人合わせなくていいですよ答え。別にいやいや本当っすよ、うん、ご褒美とかまずないない、そんなのはないから。はい、次の質問いきましょう。はい、切り替えて切り替えて、はい、どんどん回さないと待ってるよファンが。あ、じゃあ困らせる質問いきます。はい。あ、そんなことないかな。お互いの尊敬できるところはどこですか？てかそんなもんないのもう。あ、やっぱりちょっと刺さらなかったです、西岡選手。うん、はい、いやもう本当に強しのはね、力抜けててね、はい、だけど本当に野球好き、野球バカ、本当に真面目、そこはもう一番尊敬する。僕はやっぱりその高校時代とかもあんまりね、そんなできる環境ではなかったけど、彼は野球してきて野球のこと純粋に好きだから、もう野球バカですよ。野球のこと考えさせたらいつも羨ましいなと思います、そこは。です、西岡さん。うん、ありがとう。まあでも川崎さんはね、はい、ひまわりのような存在ですよ本当に。彼がね、まあ言葉が通じない場所であっても、はい、どこ行ってもこの川崎宗則という人間が一人その場にいるだけで、はい、その周りにいてる人たちが心温かくなったり、なんか気分が上がったり、うん、本当に心は明るくしてくれる存在ですよ。特にブルージェイズとかの時のあの川崎さんのなんていうんですかね、うん、プレーであり、なんか日本中が沸いてましたよあれに、うん、本当にありがとうございます。ドライドライじゃないですか、ね、村井さんの中ではね、頑張ってるとかがないから、頑張ってる、頑張ってそうしてるとかがないの、もうこの自然で、自然。へえ、もうそうですよ。しかし野球は長いな。もうちょっとこんだけ熱い話して1時間半で終わるような胸、本当に新しいリーグ作らなきゃこれ。5回ぐらいでいいんじゃん。5回でペペって終わってさ、うん、まだわからないとか言ってたじゃないですか。違う違う、だから野球はもう9回長いの。野球が長いんですか。別にいいの、わかんないんだよ、わかんない、わかんない、試合どっちが勝つかわかんないんだけど、長いなって、うん、野球やってないスポーツの人がまあいると思うんだけど、その人たちはいつ思うと思う。長いな、長いなと。サッカーでも45分と、そう、何45分です、はい、3セット目ある？45分ないよね。ないよね、はい、はい、野球はい1時2時から始まって、はい、3時間だったんです、はい、3セット目です。3セット目ですね。続いてます。4セットもいくかもしれない。これ野球をずっとやってきた方がそれをおっしゃるっていうのはまた重いですね。うん、うん、だからもう5回か6回の試合のするリーグを。ちょっと新しいリーグを、新しい強しリーグを、うん、うん、胸リーグでちょっと作るから、ね、ちょっと皆さん楽しみに。まあでもそれもなんか力勝負で面白そうですけど ねそうよ。だからいきなり150何キロ投げるストッパーが出てくる、1年初回から出てくるから、はい、別に9人いらないもんね。そうね、9人いらない、うん、9人はいるんじゃないですか。7人でいける、7人ぐらいでいい。であと3アウトいらない、2アウトで2アウト回していくから、
だからルール自体を全部変えたい、野球の概念をもうなくわ、政治取れる、ナイス、あれだけど照れてる、いや立ってる、取ってるけど、ナイス、おば政治、ナイス、待って、お、石井君、ああ川崎さん、もう顔見てすぐ分かるんですね。はい、彼はあの高知のファイティングドッグスから、あそうです、来てますもんね、はい、わあ、ナイスプレー、ナイスプレー、いやなんかこう慣れた感じなんですよ、外野も、うん、はい、サードも上手いしね、はい、どっちがいいとか、どっちで期待したいとかっていうのあります、佐藤輝明。だから大山くんがサードじゃないですか、はい、だったらね、まあ、今は外野でいいんじゃないですか、いいですか、そのままで、いい球だ、まあ、石井投手も苦労人というか変わり種で高専高校でして、5年間その専門学校でやって、すごいすごい、はい、すごいすごい、でそこで独立リーグ行って、で今年タイガースに入りました。ほう、ポイントがチキしてるか、うん、ファール、フェア、ファール、ファール、この回終わりで、そうなんです、地上波とまた、あ、この回終わりでまたつなぎがあるみたいです、はい、あ、登録者1000人まであと50人、わお、ちょっとハッピー姿見たいんで、まあ、いやまあ僕たちは惜しい男って言われてるからそうなんですか、うん、そうなんですか、人数ギリギリ届かず惜しいところで終わった、初めて聞きましたけど、惜しい、別にハッピーが来たくないとか思ってませんよ、はい、思ってません、ハッピーは来たいんだけどね、はい、今日ハッピー来て帰ろうかなめちゃめちゃ目立ちます、あいつ阪神ファンちゃうか西岡に似とんな、でも似とるだけだから、いや、やばいやつだから声かけんと思うやまさか西岡来ないから、似てるやつだからやばいやつやんこれやってって目そらされるやつよ、うん、逆にいいかもね、絶対来るすごいな、あと50人もうね、トラバンチャンネルもそう簡単に増えなくなってきて、その15万人ぐらい超えてから、そりゃそうでしょう、はい、でもそんだけの数がね、はい、増えるってすごいですね、今日も1万人以上見てくださって、言っといてください、川崎宗チャンネルの方に皆さんフォロワーを、流れていって、はい、ちゃんと CM しろ自分で、いやいやもういいですが、宗チャンネルの方はもうゆっくりもうほっとってくださいけど決して見なくていいですからほっとってください、ほっとってください、はい、でも面白いよ、気が向いたら、うん、ちょっと暇で暇でどうしようもないなって時には、はい、たまに剛さん出てますんで、はい、チラチラチラ、西岡さんね出てる、そうなんですよ、剛さん出てくれたらね、みんなビールっすよ、はい、超えた、超えた、早っ、いきなり超えた、いきなり超えた、ありがとうございます、ありがとうございます、ああ嬉しい、ちょうど来ました、来ました、スタッフが用意した会がありました、タイガーさん、いいですか、いいですか、いいね、ありがとうございます、これさすがに来たことないでしょ、ない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 っすね、これはこれ いやどんなイメージわからんな、うわー、もういいフォーク投げとる、これなんかおはあさとかで来てんもんね、あ、来てる、ありがとうございます、見ていただいて、最近もうね、わあこれすごい、あでもちょっといいかも、あやっぱ似合うわやっぱお祭り男たちは似合う、あすごい、うわおめでとうございます、俺金のいいけど宗さん金の意味わからんもんな、うん、いやいやいや、まあまあまあいいじゃない、いいんじゃない、いいよ、似合いますよやっぱり、似合いますね、ソフトバンク黄色入ってるから、黄色入ってるからね、はい、わあいいわ、すごい、あこのままいきます、ぜひぜひ地上波の中継そのまま出ていただいて、これでもなんか本当にタイガーなった感じするうわやばいやばいやばい、本当になんてなんかやっぱ強なった気がするこれ強い、今年タイガースこれ切ったから、俺勝つよ、これ今年優勝するよ、優勝してね、これ勝つ、これトラタカ対決しましょう、まあ、うわいいとこ上げたな、僕ナイスピッチるよ、座って大丈夫ですよね、地上波ね、はい、トラタカ対決立っとこ、立っといた方が出るよね、ハッピーが、はい、でもツーショットが大変だ、地上波の時にツーショットが難しいんで、あ、なるほど、そうですね、アブレルグが入れますもんね、そこで立ちます、こうでいいんじゃない、ありがとうございます、はい、まもなく地上波来ますね、はい、いやー
今日はいい感じなのかな、この YouTube は。いい感じじゃないですか。なんか今までのゲストとは全然違う流れになってない？いや、多分いい意味で前代未聞になってない、オンリーワンだと思いますガチ解説もしてくれますもんね、川崎さん、西岡さん、はい、はい、あ、まあゲームは、あ、なんで立ってんの、あ、張ってきてんの、はい、川崎さんまで、ありがとうございます、はい、川崎さん、どんな気分で来ていただいてるんでしょうか。いや、もう本当に複雑な気分です胸に似合ってるよ。ありがとうございます。もうこんなのも大阪でだから着れるんですけども、福岡でこんなことしとったら大事ですから、ね、もう本当に大丈夫、同じ黄色やんか。ですよね、黄色合ってますからね大丈夫でも川崎さん、やっぱホークスがここへ来て昨日今日と非常にいい集中力で、そうですね、本当に和田さんがしっかりと要所要所で、いいピッチングしてましたね。それがまあ打線にもつながりました。さっき川崎さんおっしゃった和田さんコントロール悪いってのはちょっと言い過ぎじゃないですか。いや、言い過ぎでもないですよねもうちゃんとその狙ったとこってよりも大体でダーンっていくからもう実際それで今日はね、まだ分かりませんけど、西岡さん、今日のゲームはね、ちょっとタイガースにとって悔しい状況になってますけども、まあまあ1年通したらこういう試合もあるんでね、もうこういう時はもうレギュラーの方ちょっともう体休まして、はい、もうベンチで明日のあさっての試合にも挑むというふうに切り替えることが必要です。もう切り替えが大事です、こういう時はね、下さん。いやいや、切り替え大事よね。はい、もう下さんの言ってる通りです、すべてが剛も切り替えは上手な方やったやろ。はい、もう切り替えの天才と言われてたお前そこは切り替えるところじゃないって言われてたけどいやいやいや、でももうたかが野球ですから。でも本当にファンの皆さんも応援してくれてますからね、ぜひタイガース今後勝ってほしいなと思います、ね、柴山さん、今お二人は栃木の独立リーグゲームでね、はい、野球で頑張ってらっしゃるお二人の後輩にちょっと下さんからじゃあエールを。いや、本当ぜひ一回二人の頑張ってる姿を見に行きたいんでね、はい、まあ、ぜひお願いします。怪我せず、はい、シーズン終了まで頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この後も YouTube どうぞよろしくお願いします。はい、はい、完璧でございます。ありがとうございます。これがもう地上波と YouTube の違いの違いと、はい、いやこれちょっとずっと座ってるとね、体が固まってくるの。はい、今日ねやっぱヨガしてきたからね、はい、もったいないでしょ。あと西岡さんだって背中も痛めたところだからっていうのもあるじゃないですか。そうそう、これハッピーはもういいんかな、ずっと、もう最後までこれいきましょう。ありがとうございます。他球場4対2日本ハムが巨人をリード。ロッテどうなってますか。ロッテ8回の裏3対3同点。9回表で3対3になってます。9回の表に行ってるということで、今日 DeNA とです。 DeNA、はい、やっぱりロッテ発進気になりますか。もちろん、うん、もちろんでございます。はい、今日ね巨人は菅野が、はい、久々の登板でして5回2失点90球でマウンドを降りたと。日本ハムはルーキー、これドラフト1位ですけど伊藤投手って、これがよくって7回1失点、うん、はい、日本ハムがリードということになってますね。中田翔選手は打ったでしょうか。その他ヤクルトが9対6勝利、オリックスが4対0中日に勝ちとなってますね、はい。お二人はそうか、まあ、あんまり見られてないかもしれないですけどセパその優勝候補とかその展望とかタイガースこのままいけるのかとか気をつけた方がいいとかどうですか。このあたりはそんな風に思って見てないですねそんななんか冷静な目では見てないと、うん、だってわからないもんどういう感じで見てらっしゃるんですか。いや今日はナイスバッティングだな、うわプレー見てますよね。って皆さんは多分勝ちとか負けとかを見て気にするじゃないですか、はい、順位とこだわるじゃないですか、はい、僕ら、僕らそこに解説者じゃないから、はい、でもないからまだ現役だからそうプレーを見てる、はい、上手なやっぱいいプレーだな今も、うん、いやこういう入りするんだとか、はい、こういうバットスイングするんだっていうのを見てます。解説者じゃないから解説者じゃないんですよ僕ら。だから順位なんかどうでも早くみんなシーズン終わって早くオフにならんかなと思ってる。怪我ない怪我なくねそっち、うん、早くみんなオフになって、うん、お疲れって言って、はい、うん、ビール一緒に飲みたいですよ。ああいやまあね、で目の前のプレーっていう話もね今日いただきましたし、うん、ただなやっぱなもう
順位にこだわってるのは誰ですか。それは皆さんね、ファンの皆さん、皆さんとか、それはね、ファンの人たちは皆さん順位にこだわってください。それでいいんです。そう、はい、チームファンの人たちはね、うん、うわあ今日三振か。いいよいいよ。もう一丁三振したね。もう一丁三振したね。そう。いいよ。もう一丁三振して。もう一丁三振。本当感性が同じなんですねお二人も。いやもう、もういつもこんな会話ずっと。はい。でもいい経験した。その通り。おっしゃいけっつって。テレトリー行ってみ。いいよ。思いっきり振ったり。リラックスしてゆっくり始動。いけ。おっしゃ。そういうこと。行ったでしょう、うん。そういうこと。うん。うん。うわあ。三振の後ホームラン。うん。15号。行っていいの。もう俺たちの今のこの応援が聞こえたんじゃないか、もう思い切っていいけど。届いた。うん。で本当にこのメンタルで戦ってほしいの、こんな試合は特に。まあ柳田が目に焼き付けてますよ。はい。うん。いやーすごい。三三振の後に。いいよ、ちゃんとパフォーマンス Z しろよ。負けてても関係ないから。うん、ちゃんとしろ。笑顔で。うん、ちゃんと。ちゃんとしてくれ。そんなんもういいよ、関係ない。そう。ああ弱い。もっとしていい。毎回同じようにやっていいよ。いいのいいの。ほらちょっとフォークだけど。フォークだね。フォークだよ、うん。でもいいの。もうテルテルは触れる球を振った。これは素晴らしいよ、この選手は。本当すごいいい選手、阪神に入ったよ。東京オリンピック。いやそのオリンピック連れていくっていうのまたいいな。いいよ、絶対経験させた方がいいよ。絶対。まあ、ABC なんで Z なの？桃色クローバー。あー、桃色、桃黒が好きなんだね、うん、はあ、そういうことね。これ、桃黒からオファー来るよ。いやもうね、関西の新聞市場とかテレビとかでもちょっとコラボレーションしてますもん、ね。いやよかったですね、はい、すごいすごい。お、来たよ坂本ちゃん。坂本誠志郎にも注目ですね。うん、誠志郎。あーこれ ABC テレビの ABC 終わっちゃう、終わっちゃう、 ABC 終わっちゃう、終わるんだが、しかし YouTube は続く続くうわって ABC 終わった。 YouTube わかりやすい顔するのやめてくださいよ。もう胸にじゃん、じゅんじゃん、もう皆さんもう疲れたね。何疲れて長かったね今日。これも空気力さえないぞ。これじゃ釣られん俺はもう。今日は俺が飯。たこ焼き持ってたこ焼きかお好み焼きよ。あかんあかんあかん。今日はあかんじゃないで。俺が実家で飯作ってんねんから。ありがとうございます。毎度お気に、毎度お気にな。うん、毎度。映像は見られますからまだ試合の。そうですね。あ、そうなんだ。そうですそうです。地上波見られてる方もどんどん流れてくる。ああ、じゃあここでまた人数増えんじゃない？まだ流れてくる。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。この泉くんもね本当に。はい、いいピッチャーなんですよ。高い角度からね。このピッチャーもいい成績上げてますね、はい、もう防御率1点台。そっからやっぱホームラン打つんだから。あ、本当ですね。まあそうですね、この甲子園が満員になったところでまたこの佐藤輝明選手にもプレーしてもらいたい。 そうだね、うん、その時の歓声だったりね。フォークをまた打った。うわ、もう軸がぶれてないもん。軸がぶれてないのは下半身がしっかりしてるって話もね。まあもちろんもちろん、ね、もちろんこっからステップしていって前に流れ、そこで回転してるから。うわ、これ一番飛ぶんですよ。飛ぶんだけど力ないとつまんの、うん、ファールになるの、うん、あ、いやでも本当にすごいいいもん見せてもらった。いい勝負を。わあ、中野くんも2本目、これツーベースいけ。よしよしよし、背番号もいいじゃん。はい、51番、はい、お、来ました。スタッフからの質問ですよ。 NPB の時にやばいと思ったルーキーは誰？やばい？どういう意味で？今で言う佐藤輝明のようなすごいなこいつルーキーで。はい、これなかなか難しい質問ですね。ルーキーで佐藤輝明。いやだからちょっと意外で、ファン目線、まあ大谷君とかもちょっとやめとこうよ。大谷君とかは1年目をルーキーでどうだった？いやすごかったよ。あ、ルーキーですごいな。それこそ藤浪晋太郎よ。あ、そうか、10勝して、はい、藤浪君の方が大谷君よりすごかったでしょ。そうですね、2桁勝ちました藤浪、うん、でもそう考えたらルーキーですごかったっていう選手ってそんなに僕でいないですね。だからもう佐藤てるてるしか今、あ
僕がだって二十何年いて、あでもそうか、僕が一軍に上がった時はルーキーで高橋由伸さんたちも、あそうでもそれは先輩だし、先輩だから、そうですよね、高橋由伸さんもルーキーの時すごかったですけどね、松坂大輔さんが一つ上の先輩なんで、まあ、高卒と大卒でも違うしね、はい、このピッチャーのソフトバンクの武田選手みたいな投げ方する ね、似てるよね、木浪君も2本目ヒット打って、うんうん、途中から出てね、途中から出てデッドボールも出て3出塁、うん、ナイスナイス、ストッキング上げてる今日、あ今日上げてる、はい、うん、いい打ち方、この中野君、中野君のこのジャンプもすごいよ、見とってピョンって跳ねるランナー、あれで当たっとったらね、まあ、ヒットだけど、うん、試合が終わってしまうから、はい、タイガースはセカンドがちょっとね、今糸原があれなんで固まってないですけど、うん、糸原戻ってきたらね、またチーム層変わるよ、うん、わー来たよ、ここで原口、これちょっとホームラン打ってさ、ちょっとピリッと刺したり向こうそしたら8対6、うん、今日はもう勝たなくてもいいの、でも最後ホームランバチーンと打つことで、おーおーって言って、うん、まあ、さっきのね、トラウマ話ですよね、これでね、みんなここに来てる人、解説者の方ばかりですか、ほとんどそうですね、あそうですか、タレントさんとか、たまにタレントさんとか、増田岡田の増田さんとか、はい、井川さん、上原浩二さんも来てくださって、タイガースのキャップかぶってくださいました。上田さん、小池さん、タイガースファンではない。関西だからね、大阪だからね。はい。そうですね。上原浩二さんもね、YouTube チャンネルすごく面白いし、僕も出たことありますか。あります、はい。出させてもらいました、はい。なんか自然ですよね、上原さんも。うん、小池さんも本当にいいですよ、はい。面白いですよ。藤川球児さんもやってますしね。球児さんもやってますね。うん。木浪もですけど手袋してますね、あの右手に、うん、巨人の坂本選手がね、怪我しちゃいまして、うんうんうん、簡単には終わらない、そうなんですよ、だからね、9回裏最後のこのワンアウト取るのが大変、うん、本当にプレッシャー、自分ピッチャーもあるし、もうこれで終わりだからって、ちょっとした力みもあるし、バッターもシャープになってるから、絶対自分で終わりたくないって思うから、うん、だからやっぱクローザーとかね、やっぱ大変なんですよ。今ソフトバンククローザーがね、ちょっと固定してないんですね。うん、森投手がね、森ちょっと肘に腫れができてしまったということで、ね、うんうんうん、まあ、モイネロも今いないし、そうですね、で今いるメンバーでやらないといけないんですよね、はい、しかしいいピッチャー多いですよ、強いですよ、ピッチャーモイネロとかやばいもん、ちょっとあれはすごかった、こっからね、ツーストレから変わってきますか、原口さんは、あーまっすぐ、あー振ってしまった、まあまあしょうがない、うん、はい、お疲れさん、お疲れ様でした、今日は最後に佐藤輝明のホームランが見られましたけども、うん、最高な仕事投げた、8対3ソフトバンク勝利ということになりました、いやひとまずお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、もう少しだけお付き合いいただきますけども、はい、いいですよいや、なんで無視するんですか、西岡さん、はい、どうですか、まあ、8対3でソフトバンク勝ちましたけども、改めて試合の感想も一言ずつ、まあ、あのソフトバンクに、ね、まあ、勝ち越されて、うん、まあ、阪神タイガースとしては、まあ、ホームだったし、しっかりとこの2勝1敗で勝ち越したかったとは思うんですけど、はい、まあ、でもこれが野球ですから、はい、まあ、今まあ首位走ってますからね、はい、まあ、余裕こくこともなく、まあ、落ち着いて、まあ、明日1日ゆっくりと温泉入りながら、ゆっくりサウナ入って水風呂入ってゆっくり体のケアして、でまた明後日から北海道ですか、はい、北海道乗り込んで一戦一戦戦えばいいと思いますから、
これほらもう監督も今手振ってるから、はい、うん、まだそんだけの余裕があるからね。これ勝ち負け勝ち負け勝ち負けが終わったんですね、タイガース。そうだ、これずっと勝ち負け勝ち負け続いてて、今日勝ったらね日本新記録だったんですよ。16試合だったから、すいません、勝ち負け。まあまあ別にそれのさ日本新記録取ったところで何の称号もないから。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それはもう誰かが言ってるだけだからありがとうございます。ギネスにも乗らない、はい、ありがとうございます。川崎さん、はい、この試合の感想いただけますか。はい、もうやっぱり野球選手はうまい、野球が本当にうまかった。で和田さん、僕の一つの和田さんがやっぱりいいピッチングしてくれたのもすごく良かったし、はい、阪神打線もね、その中でもなんとか食らいつこうっていうのも良かったし、守備もいいとこもあったし、はい、本当に2チームともうまい、野球が、うん、素晴らしい試合でした。ありがとうございました。あ、そうですか、お疲れ様です。お疲れでした、2チーム選手。それではですね、残り時間もわずかということで、ここで次回のライブ配信に関する、お知らせです。次回ライブ配信は6月20日日曜日、時間は11時50分頃から午後2時頃までお伝えします。ゲストは関本健太郎さんと初登場バントの神様河合雅弘さん。あ、バント談義が行われるということで、河合さんお二人面識は、まあコーチされてる時とかは、はい、挨拶には行くぐらいです。今年のキャンプではタイガースに来てくれまして、そうですね、はい、守備とバント、教えてくださった方なんですけども、お楽しみにしてください。そして6月20日 ABC テレビでは午前10時55分からトラバンスペシャル、あかん阪神優勝してまう特番お伝えします。もうそんな特番したらあかんてあかんあかん、盛り上げるんです。それしたらあかんねんて。違うの、違う、ちゃんとこれで、うん、いいのいいの、これが一つの芸術、うん、アートなの、アート、はい、のじゃあ俺違うアーティストとしてその時来ようかなそんなんしたらあかんねんあかんっていう、はい、まあまあ盛り上げたいと思ってますのでね、うん、はい、午前11時50分、こちらはライブ配信、その後です。あ、そうですね、だから特番の後に、午前11時50分頃から14時頃まで YouTube でトラバンチャンネルライブ配信となっています、うん、そして午後2時からは再び ABC テレビでプロ野球公式戦阪神対巨人生中継でお送りいたします。というわけでタイガース三昧の一日をお過ごしいただければと思います。よろしくお願いします。というわけでお二人もうどうでしょう、3時間半以上喋っていただきました、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですか。いやもうちょっと眠たいです、ね、ヨガもしてたし、ヨガもしたし朝も早かったし、僕ら6時にはもう起床するから、いつも、はい、え、6時さんは5時ぐらいに起きるから早いです。そう、僕ら朝は早いですよ。もう今は何時ぐらいに寝るんですか。もう9時ぐらい、9時には布団入ってますよでもそれ本当ですか。本当ですよご飯食べるのは4時半から5時ぐらいに食べますよ。あ、夜ご飯はもうすでにお腹空いてますもん。あ、もうだからもう時間過ぎてんの俺らのあれはなるほどね、はい、ちょっともう後ろに倒れてしまってるというわけで、そうですか、分かりました。それでは、お時間ということで、次回の生配信もお楽しみにしていただければと思います。本当楽しかったです。ありがとうございました。今日は西岡剛さん、川崎美里に来ていただきました。さよなら。それ何の印、それ何の印。40歳おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。よし帰ろう。よし。